はい、えー、皆さん、こんにちはありがとうございます、えーとまあ、休みの日にもかかわらず、えー、たくさんの方においでいただきありがとうございます、えー、私あの、ブロックチェーン戦略政策研究所の、えー、と日田啓司といいます、えー、初めての、えー、北海道、初めての Web3、えー、のカンファレンスということで、えー、今日はたくさんの、えー、登壇者、16人の登壇者に、えー、来てもらっております。 えー、ちょっとだけ自己紹介しながらなぜ今回の、ね、イベントを、えー、やるのかということに、えー、説明したいと思います。えー、と私、えーえー、プロフィールの方はちょっと省かせていただいて早めにちょっと次いきたいと思います。も、えー、ともと、ね、今回の、えー、イベントの親イベント皆さん知っているこの書いてあるノーマップスですね、えー、今回から、えー、と総合プロデューサーがそこにいる五十嵐さんが。<laughs> はい拍手で <laughs> やっておりますで、実言うとこの写真はちょっと見にくいですけれどもあの2014年の写真です私自身がビットコインに出会ったのが2013年ですで、2014年に五十嵐君が銀座でザスタックっていうコワーキングスペースをやっていて でそこであのビットコインの講習やってくれないかって突然 Facebook の DM もボーンと飛んできて <laughs> 何だろうなってところから付き合いが始まってこれ2014年に、えー、初めてそのビットコインって何だっていうのをやった時の写真です。本当に8年ぐらいいいい前ででついこの,間のようなんすすけどすごい若い <laughs> 2 <laughs> 人とも若いみたいな感じなんですけどそこからえ私自身はまあビットコインとかブロックチェーンの世界でえまあロビー活動とかえと日本ブロックチェーン協会とのを作って事務局長などをしておりましたでえなぜまあ今回えこのノーマスプースの中で Web3 地方創生カンファレンスということをやろうと思ったかというと五十嵐さんからえ今年 <laughs> 呼ばれて北海道に呼ばれてえ次ですけど写真が。 あれだな見にくいんですけどもあのたまたまえと北海道に来てで話しているうちにまノーマップスというイベントやるのでえぜひ何かカンファレンスやってくれないかということでえまあせっかくやるのであったらまああのウェブ3ただ単にその技術とか NFT とか言うだけじゃなくてやっぱりその地方を盛り上げるための何かイベントができないかということで今回その4つのセッションっていうのを組みました。そんなとこです <laughs> というわけで、えー、とノーマップスの方の、えーまあ、テーマということで楽しくなければ、えー、未来じゃないだろうということで、えー、ウェブ3もこのテーマでいきたいと思いますよろしくお願いしますありがとうございました改めまして皆さん本日はようこそお集まりいただきましたこれから4つのセッションを進めてまいります私総合司会を務めます UHB 北海道文化放送アナウンサーの広岡俊光と申します今日はどうぞ一日よろしくお願いいたしますそれでは早速最初のセッションを始めていきたいと思いますセッション1なぜ Web3 で地方創生なのか根源から思考する登壇者の皆さんをご紹介いたします株式会社アルヤウム代表取締役畑中博明さん 大阪大学大学院あるが落合翔吾さんよろしくお願いします株式会社ビットフライヤー新規事業開発部長金光緑さんよろしくお願いしますコーディネーターは株式会社ブロックチェーン戦略政策研究所代表取締役の日田圭一さんですではよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますありがとうございます えっとまずセッション1というところですごい緊張した僕挨拶しちゃいました、すいません。<laughs> えっとセッション1はですね、えーっとまあ、なぜ Web3 で地方創生なのか、まあ、よく最近ですね、本当に Web3、まあ、ブロックチェーンを使った、まあ、いろんな NFT とか DeFi とか、えー、ステーブルコインとか、さまざまなサービスがあるんですけども、まあ、それを総称して、えー、Web3、私自身は Web3 自身は、 活動まあ、技術を使った活動だと思ってますでそういう活動が都市部だけじゃなくて地方とかでやはりどういうふうに活用できるかで結構この、えー、まあ今日登壇される方々は地方での活躍をされている方々をえとセッション1に持ってきましたでそこでなぜじゃあ Web3 を使ってその地方創生なのかっていうところでえまあ話し合っていこうと思っております じゃあ一番初めはですねえっ、ー、とおちあいくんから一人あの十分ぐらいプレゼンをしてからえ皆さんで話しようと思っているのでまず皆さんのプレゼンを聞いてから行こうと思いますよろしくお願いしますはいやっていきましょうおちあいしょうですよろしくお願いしますカメラ位置的にここ大丈夫ですかまあいいやちょっと眩しいしはい座って大丈夫っ座って大丈夫、うん、すいません出たがりでした <laughs> はいえー、っとあこれ最後のページな と申します大阪大学に半分席もありつつあの、まあ、基本的には DAO を作ったりソリリティを教えたりそういうことをしていますで今日は、ね、DAO ビレッジ DAO 村ですねこれの作り方を教えようかなと思ってて DAO って何っていうと、まあ、中心がない組織ですねなので村長がいない村を ウェブ3の技術で支えるっていうところをイメージしてもらえればいいのかなと思ってますでまあ私鹿児島で生まれてですね今32歳に今年なるんですけれども本出しまして僕たちはメタ国家に暮らすことに決めたという本でしてでメタ国家って何っていうちょっとこうトレンディーな言葉があるんですけどこれ簡単に言うとダオの集合体ですでこのダオ村の集合体が国と同じぐらい みんなの暮らしをサポートしたりできる未来ってあるよねっていう本をリズムで書いた感じになってますでメタ効果ってそもそもベルギーで1860年ぐらいにド・ピュイっていう学者がですねパナーキーっていう概念を発表してでもね日本のウィキペディアではこの人植物の乱の学者として紹介されててそう当時で自由なんで複数の専門持つんですよ でまあ、この間、これ日本語に訳してくれるコミュニティメンバーがいて日本語訳されたんですけどそのぐらい知られていない概念として並列,並列国家論というのがあって、まあ、国の中に政府2個あったらそりゃ内戦を起こすでしょって思うじゃないですかでもウェブスリ3技術使ったら内戦が起きないんだよねみたいな話を本で書いててで実際僕はあの佐賀県嬉野市の塩田町に住んでてこれ塩田の6月の田園風景ですごい綺麗なんですけど。 で空き家を蘇生してです、ね、今3軒空き家が蘇生されましてで、まあ、こうやって開発者がです、ね、日々ソリィティを学んでもう学んだ人が2期生に教えるっていうのを始めたのでかなりサイクルが回ってきてる状態になっていて、まあ、特にその上場企業の方からこう社員を派遣していただいてそ彼らに教えるっていうのをするので収益性もそこで担保できているっていうところが特徴かなと思ってて。 でその収益を原資にして山開拓してこうも,うもろに道を作ったりしてこう土地を使える部分増やしていってるんですけど野菜も取れたりするわけですねなんでまあ実際にやってる側のスタンスで DAO とかの話をしてるんですけどでまあなんか基本的には DAO の村にソリリティ開発者が増えれば増えるほどメタ国家ができていくよねっていうサイクルをもうミクロからマクロにつなげるっていうのを常に意識して やってますですから、まあ、Web3 ていうのは地方創生に実際使えてるよね、ソリリティ教えまくることによって佐賀の1地方はまず活発になってるし、これを北海道でやることも不可能ではないっていう話なんですね。ですので、今日は北海道でこの村を発展させたいという人のお声がけを得るために来ました。よろしししくお願いいいまます、はい、ありりがととうございました多分いきなり、ね、ソリ,リティとか ラオとか言ってると多分今日来てる人全然分かんなくたんですけどダオってなんか最近ダオダオあのね政治家の先生とか言ってるけどな何でしょうねダオってあの、まあ、中心のない組織なんですけどそれってイメージできないじゃないですかななかなか町内会って村長決めなきゃいけないし村長じゃない町内会長決めなきゃいけないし、うん、会計役も決めなきゃいけなくて、うん、毎年探すじゃないですかこの役目の人。うん でも提案をブロックチェーンのプログラムに対して出したら、はい、みんなで投票して、うん、投票が終わったらお金がその担当者に振り込まれるってなると、うん、過去の全部の決済の記録ブロックチェーンに残ってるし誰かが議長とかしなくてもスマートコントラクトで投票すれば決めれるから役員決めなくていいっていう状況が発生すするるんですよねなるほどこれがあのもう DAO とか言葉忘れてよくてリーダーなくてもできるよっていうところが一番大事、うんまあ、システムだと、ね。<う> あの本当に今日いきなりあのトップエンジニアの持合翔吾君が出てくれたんですけど本当に今日はですねあの初心者の DAO 今解説しましたけど Web3 はとかブロックチェーンとはっていうのは解説しません。あのトップレベルで、えー、っと話をしてでなおかつそのまあ 今回の地方創生ということでこういう方向性でいくんだということは少し分かってくださればいいぐらいですなのですべてを理解するってうのは多分難しいと思いますなおかつこの配信というのはアーカイブが残るのでまた家帰って見返してあの言葉何だったかなと思うのを調べて進めていただけるとありがたいと思ってますという注意事項でした。すすまませんんははいいいじゃあ次にじゃあ金光さんお願いしますは はいえー、と私はです、ね、ビットフライヤーという会社であの仮想通貨の取引所の会社なんですけれども、えー、と個人として、えー、旧山古志村というところちょっとここもいわゆるダ a 的な事例なんですけれどもそれに取り組んでいますのでちょっとご紹介しますまずあの当社のご紹介なんですけれども、まあ、ビッ仮想通貨取引所ってあの我々です、ねえー、グループ全体でお客様が300万人ぐらいいて。 これって結構すごいことだと思っててその仮想通貨に触れる人が300万人いるって、まあ、結構すごいことだなと思ってます。で日本は2017年にです、ね、世界に先駆けて、まあまあ、暗号資産ですけどこのブームが起きたことで結構多くの人が暗号資産を持っている。 でなんかやっぱりその先ほど落、ね、合さんもおっしゃってましたけどいろんなことをブロックチェーン上でやるときにこの暗号資産を使えるって結構大きいことなので、まあ、あのこれ取引所の意義ってすごい私は大きいなと思って。 あの日々働いてますで直近私の新規事業っていうところをやってましてあの IO とかですねあの ICO っていうのが2017年に流行ってできなくなったんですけどその取引所が審査する形だったら、まあ、コイン使って調達していいよみたいなことをやってたりですとか。 まあ、あとは NFT をですねあの新しい NFT で面白そうなものをお客さんにプレゼントしたりですとかあと、今日もいらっしゃってますけれども内閣官房さんがですね、えー、地方自治体の先進的な取り組み夏のデジネン支援園っていうもので、えー、地方自治体さんを表彰されるときにその賞状を NFT で SB ソウルバウンドトークンの形でお渡しするみたいな取り組みもご一緒させていただいたりしていて、まあ、取引所なんですけどいろいろやることはあって、まあ、トークンベースにいろんな 社会を良くしててて活動ができると思って働いておりますそんな中で私が知ってすごく面白いと思って個人として参画しているプロジェクトが、えー、と新潟県の旧山越村による NFT のプロジェクトになりますで旧山越村っていうのはですね、えー、と新潟の一地方なんですけど、まあ、棚田棚池ので非常に美しい景色で有名で、えー、あと錦鯉発祥の地としても知られております。 ただです、ね、ここの地域は、えっと、自治体としては実はもう、えー、2005年に長岡市に合併して消滅をしてしまっていますと。 でえー、さらに2004年に中越地震があって人口減、えー、もともと地震の前2200人いた人口が今800人になってしまっていて高齢化率は55%という状態になってしまっていて、まあ、このままいくと消滅をしてしまうんじゃないかとで地震のあと、ね、近隣の住民の方々がもうほとんどボランティアでなんとかしてこの美しい景色独特の文化を残したいということで、まあ、いろんなプロジェクト試みをやってきたんですけれども。 やっぱりどうしてもちょっとうまくいかないと、でかつです、ね、やはりそのもう地方としては長岡市なんですね、公共あの自治体としては長岡市なのでこ,のここの地域にだけ特別に何かするということができないんですよ、なので、えー、そのその助ける周りのボランティア団体の方々はなんとかして独自財源を得たいということで、えー、NFT を発行されたんですね、でこの美しいアートの NFT を2回2021年の後半から発行されまして えー、合計ですね現在1500個の NFT が発行されていて保有されている方がグローバルで1000人ぐらいいらっしゃって41位差売り上げていると独自財源も手にしつつかつこの、えー、NFT を持っている人たちをですねデジタル村民と呼んで、えー、コミュニティの一部というような形で、えー、位き続けていますこれを山越ダオと呼んでいてでこれさっきの落合さんの説明よりちょっと若干レベルは低いんですけど私が発見した あの説明の中でまあまあいいかなと思ってる絵でえっ、ー、とガバナンストークンにより運営されている緩いコミュニティみたいな感じなんですよねで NFT をですね山越ダオにおいてはガバナンストークンとして使っていて 1NFT が1投票権みたいになってるんですねでこの NFT を使って何か決めたいことがあった時に投票を行って NFT を持ってる人が投票して決めていこうみたいなことをやっています 具体的に何やったかというと最初に行われた投票がこれですねえじゃあそのデジタル村民でいろいろ投票して決めていくということなんだけれどもリアルの村民を無視していいのかという議論がデジタル村民の中で巻き起こってでリアルの人たちにもこの NFT 持ってもらおうよとただこれ0.03インサあるのするので0.03インサ払わせられないよねっていう話になりましてじゃあリアルの村民の方には無償で配ろうよと。 いう話になりデジタル村民の方にその是非を問う投票がスナップショットというツールを使って行われましたで結果ですね100%賛成で可決されてこれ地域の方がですねデジあのリアル村民の方にメタマスクのダウンロード方法とか教えつつちょっとずつ NFT を持ってもらっていて今50人のリアル村民が NFT を受け取り完了して全体の保有率が6.3%と村の中ではかなり高いんじゃないかなというふうに思っております。 でこれによってリアル村民の方も投票できるようになってじゃあ何やったかっていうとデジタル村民による地域振興プロジェクトというのをやっておりますデジタル村民の方がこの地域を振興させるための案をなんか出してくれっていうふうに運営の方がおっしゃって12個の案が出,し出されてそれをリアル村民とデジタル村民がですね投票して4つのプランが選ばれて先ほど集まった41位差のうち3位差がこのプランに分配されてデジ選ばれたデジタル村民はですねこの、えー をを使ってプランを実行していると実は私もこれ選ばれた選んでいただいたんですけど山古志村に滞在してですね生き方とかをまとめたノートあのブログを作るっていうのと魅力をまとめたブログを作るというところであのちゃんと滞在して作ってきましたとあとはアーティストの方ですね高尾さんという方が山古志村からインスピレーションを得た アートを作って売り出すとかあとは NFT を集めて山古志村の財産にするとあとは VR の世界にバーチャル山古志村を作るというようなプロジェクトもあったりしております、まあ、これは実際私が行った時の写真ですね、えー、まあ非常に皆さん歓迎してくださいましたしあと,あとデジタル村民が NFT を飾るとですね村長の声で村長さんみたいな方がいるんですけどおかえりと言ってくれるマシンを設置したりとかもしております。結構これあれあ デジタル村民の人がの山越に行ってるっていうレポートがいっぱいツイッターとかに流れてて1000人いるうちのちょっと前に聞いたのは70人。 行っったって聞きましたね結構確率ですねあのそうです、ね、まだちょっとコロナで行きづらい状況ではあるんですけどかなり行ってるんじゃないかなと思いますね、はい、あとそのアートは、えー、と左上のものが、えー、実際高尾さんが作られたもので、えー、左下がですねあのユニカスクさんの NFT を買われて今後コラボしていきましょうみたいな話をしてたりとかこの右側がですね、えー、とクラスターとネオス v r というので、えー、バーチャル山越しというのを作って。 いたりしますでこの辺は予算がついてるプロジェクトなんですけど予算はついてないんだけど DAO メンバーが自発的にこの地域のために何かしたいよって言って民話の伝承を、ねえー、地域で語り継がれてる民話を何かデジタルの形に残したいであったりですとか、えー、地域にあるいろんな銅像とか石像とかアルパカとかをですね 3D スキャンして、えー、VR 上に残したいとかあとはその環境音が素晴らしいのでこれを残して、v、あの YouTube 上で聴けるようにするとか。 えー、あと景色が美しいところに、えー、ジャズの愛好家の方たちを呼んであの YouTube で生中継するとかいろんな取り組みが。 勝手にに行われててていいいるという状況になっていてでこ,れがこれらがですね2022年実はグッドデザインベスト1 0 0に選出されましたと NFT のプロジェクトとしては実は初めてなんじゃないかなと思うんですけど本当にすご結構、応募するとアプライするときにこれってなんか流行りものみたいに消費されちゃうんじゃないかなとかいろいろ議論があったんですけどはいはいでもこれやっぱりみんなの力があのなんか記録になるからぜひ応募しましょうよって応募していただいたんですけど。 非常に評価ポイントも厚くてですね山越の人たちが自分自ら考えてきたあのその地元の,もあの何でしょう土着の知識というのと NFT とか Web3 とかのデジタル技術が合致したコミュニティの輪が広がっているという、まあ、非常に的確な評価ポイントで評価していただいたと。 いうところですねで、えー、と私から見た私本当にただの運営の人でもなくただの一村民なんですけど一デジタル村民なんですけど今後の課題としてこの辺があるかなと思っているのが。 えと結局私たちが VR とかでキャッキャしててもリアル村民の方たちの生活って別によくならないんですよ。でリアル村民の方たちは伝統が切れたとか雪かき手伝ってほしいとかそういうニーズがあるんですけどこれにどうやって向き合っていけるか,なんか向き合うことの是非みたいなことも含めてみんな考えてるっていうところあとはその41冊集まったうちまだ31冊か使ってないんですけどこれどうやってじゃあ分配していくんだっけみたいなところですね。結局だおって で全部スマコンでいければいいんですけどスマホに何をかけるかとかって誰かが決めなきゃいけないんですよねその選挙に何をかけるかそこをどういうふうに決めていくかあとはこれがその税制的な不利益を被らない形でどうやって法人化、ダ a 化できるかっていうところも大きな課題。あとは あの先ほどのグッドデザイン賞もそうですけど結構あのまあ山古志村の事例って日本におけるこういった地域創生だをあの地域創生 ×Web3 の事例として結構有名になってきたので多くの方があの参加したいというふうにおっしゃってくださってるんですけど今二次流通ですとですね大体0 2イーサーとか0 3イーサーとかしちゃうんですねだからあのイニシャルセールを次もやってほしいよって言われてるんですけど。 そうすると第1回目と第2回目から古参ファンに対して何かちょっと恩恵ないのかみたいな話が出てきたりとかしてるのでこの辺が難しいいなと思っていますで。仙台でですねちょっと最近トックっていうのができてその d a をやりやすくしようみたいなのが出てきたりとかしているので。 まあなん何らかできるといいなと思うんですけど。今のところすごくその41社集まったのがじゃあいくら税金で持ってかれるのかとかっていう不安もあってなかなかやりづらいところがあるなというふうに見ています。すみません、すごいざっくりとお話をね、はい。ありがとうございました。で、ちょっと働く前にちょっと質問というかえっ、ー、と一言だけあの。 やっぱ一番今有名なその地方創生というか今回の,の Web3 を使った NFT ですけども使ったまあ地方創生で有名なのはこの山越なんですけどなぜ山越がこんなにうまくいったのかっていう点はどうこうだと思います そうですね。これも前も日田さんとお話をしたんですけど、結局やっぱこの山越の今中心になっている、結局運営メンバーがいるんですよね。うん、で、運営メンバーの方が竹内さんという方なんですけど、竹内さん、その0千四年の中越地震の時から。山越をずっと、その長岡市から、あのヘルプサポートしてきた方で、山越村の方々とももう絆がすごく強い。うんうん、で、かつディスコード運営もめちゃめちゃ。 うまい。やられて。ツイッターとかもうまいもんね。ツイッターも頑張ってるし、うん、ディスコード面も新しい方があの初めましてデジタル総務になりましたって自己紹介すると。うんうん、秒で返信して。秒はいいと言い過ぎですね。でも必ず二十四時間以内に返信して。してね、あのすごいですね。で必ずその、うん、ディスコード上って本当もう。う 何でしょうね、もう全然アクティブじゃなくなっていくディスコードが多い中で竹内さんとその上の方々っていうのは本当に常に何か発信されていて、はい、まあそれを受けてほかもう他の方々も自律的にいろいろ動かれてるっていうのがあるのでまあその地元民とのもともとのつながりプラスディスコードっていうかそのデジタル上のコミュニティ運営のうまさみたいなものがすごいマストな。<ー> <laughs> じゃなないかなと本当にそう思っていてあの僕なんかそのあ落合君とかだと本当にシステムでなんとかいけるだろうっていうふうに考えるんですけどまだまだそこはまだ途上のところがあって本当に人のそのコーディネーターがいかに住人の人たちと信頼関係を作ってコーディネートするかプラス今言われたようにそのデジタルのところにまあひょいと言ってくれるような人がサポートとしてコーディネーターとしていると非常にその。 うまくまっていうことがあっていっぱい人が集まってしまってるっていうことなんですけど、まああとでちょっとまだも課題点とかについてはもちゃい君多分言いたいことがあると思うんでいきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ次に畑中さんお願いします。あああえっとすみませんちょっと前の二人がかなりこうなんか本当にいい感じの話をしてくださってなんか自分だけちょっと血ナマグさい話になっちゃうんですけれどもまあちょっと。 ブスリ3産業による地方創生ということで、まあ、ツールではない産業の観点かというところでまあお話しさせていただきます、えっとまあ、自分、実地を自己紹介すると、まあ、宮城で生まれて東京で育ってで札幌にすごいあの引っ越したかったんですけど、まあ、周りに反対されて、まあ、別,のとこあの別の地域に引っ越してでそれで、まあえっと、4年間仮想通貨のトレードをしてお金を貯めて札幌に引っ越してきましたと。 でそれでまあ元々じゃなんでその札幌に進学できなかったのかっていうのを自分なりに分析したときにまああのここで言うのもすごい申し訳ないんですけどもやっぱこう札幌にいい企業がないから親がその北大連の進学を反対するみたいな構っはかなりあってぶっちゃけあの本州の人間からするとでまあそういうのはすごい悔しいですしまあ実際、札幌もまあ賃金水準あんま高くないっていうところで。 まあそういうのをまあぶっ壊すためには自分は会社を作るしかないので、まあ、会社を作りましたとで、まあ、そんなきれい事を言いつつも、まあ、最初はトレードもやりながら会社もやってて、まあ、会社って最初の方はあんまうまくいかないこと多くてで一方でトレードは当時仮想通貨バブルでめっちゃ儲かれて中で全然かあの会社のことあんまりなんかろくにやえてなかったんですけど、まあ、ある時 JPYC って会社に拾ってもらってでその JPYC の仕事を手伝いながら自分自身のビジネスについても考えていた。 タイミングでまあふるさと納税と NFT ってアイディアをえっと北海道の計算局のアドバイザーの方から頂い,いてあの自分のアイディアではないんですけれどもまあでもすごいいいアイディアだなと思ってでそれをたまたま出会ったまあスカイランドベンチャーズっていうさんとかまあいろんな投資家さんにまあ投資を受けてまあこの会社この会社とこのふるさと納税の NFT ってアイディアをえっと始めました。 でえっとまあ、いろいろな運用曲折あったんですけれども、まあ、半年後の2022年5月には、えっと、日本で初めてふるさとフ納税の返礼品として NFT を、えっと、提供いたしましたってとこです。で,、えっとまあ、ぼで僕自身の取り組みについてガチャガチャ言うよりは今回は Web3 から地方創生ということで、まあ、Web3 を産業として捉えたときにどういうふうにこう街づくりにインパクトが出るかってことについて語っていきたいと思いますと。 w e b 3る地方創生っていうと多分大きく2パターンあってまあ1つが Web3 ツールによる地方創生っていうところと Web3 産業による地方創生っていうところがあると思いますとでなんかまあそのツー,ルがツールを使ってその地域にいる人の生活を便利にしようって考え方と Web3 で逆にそのツールを作る側になって実際にそのお金の流れをちゃんと発生させてそれによってこう街を潤していこうって考え方はまあ2通り。 あでなんかまあ僕自身のなんか所感でしかないんですけれども Web3 ールの地方創生っていうとなんかピュアなユースケースとして消費されがちというか、まあ、なんかよくあるのはなんか自動運転の,、えーとまあその実証実験を大分のどこかの,あの地域でやりましたと。で,でもそのじゃあ大分の地域でやった実証実験のうまみみたいなのは、まあ、全部その、まあ、どこにいるか分かんないですけどまあその。 あの別の地域の自動車を作っている会社が持っていっちゃうわけですからなんかそれはなんかピュアにユースケースとして地方が消費されてるなっていうふうにまあ僕はまあ正直感じちゃってますとでまあ一方でまあウェブ水や産業による地方創生っていうところで言うと、まあ、あのこっちはもう産業なんで、まあ、とにかく銭湯稼がなあかんっていうところでやっぱりその生略をわせ込んでいく姿勢みたいなの大事だと思って。 で実際、やっぱりその、まあ、僕の会社は Web3 の、まあ、NFT の地方創生というのを掲げていて、まあ、いろんなこう問い合わせが来て、まあ、でもそのやっぱり収益性という観点からすると結構断らなくちゃいけない話の方がすごく多くてでやっぱ断るのもすごい心苦しいんですけれどもやっぱりそこはすごいその気合い入れて本当にゼリバー稼がなあかんという感じであの断っている感じでございますと。 でまあそのまあ、ウェブ3は、まあ、な,んかなんで産業振興、地域の産業振興を考えたときにいいかというところで言うと札幌、まあえっとまあ、で有利になりやすいって書いてあたんですけどこれ、まあ、いつまり遠隔地でもできる産業だというふうに僕は考えてますと。でまあ、なんでかというと 2C ビジネスの要素が強くてでデジタルで完結するところがあってクリエイティブの要素が強いというところで。す、えっと、ませ、あ、ん 2B ビジネスだと何らかんやっぱ東京とか大阪とか名古屋にお金持ちの企業が固まってるんで、まあ、難しいでしょうってところがありつつも、まあ、2C ビジネスだと、まあ、オンラインで全部完結あオンラインで完結できるような 2G ビジネスだったら全然そのあの地方のスタートアップにも勝ち目はあるのかなと思っていて、まあ、クリエイティブの要素が強いってところも、えっと、あのその地域地域にやっぱりクリエーターさんいらっしゃるんですよね。 で、そういった方たちとちゃんとコラボしていけば、別に 2c でデジタル完結で。まあちゃんとしたプロダクトは作れるんじゃないかなと思っております。まあ、なんかちょっと付け加えて言うと、そのブロックチェーンの中でもなんか抽象的な部分を提供する人たちと。まあ実際のその。 プロダクトとかアプリケーションを提供する人たちいろいろいるんですけれども、まあ、僕はアプリケーションを提供するって部分に限って言えば全然地方でもあのいいスタートアップができるんじゃないかなと思っておりますと。 でまあ、そのもう一方で Web3 が学生起業家向けだと思っています、まあ、Web3 とか、これ、正確に言えば NFT なんですけれども、まあ、でなんかそれは数名のチームでサービスが作れて、で学生起業家が最初に出産される金額に見合っててで、パターンが確立してないんですよね、本当に昨日もあもノーマップスのセッション出させてもらって、いろいろ喋ったんですけど、本当にみんな手探りでやってて、このビジネスを。で、まあ、何すればいいか分からないから、頑張って NFT と組み合わせて、頑張っていこうみたいな感じなんですけど、まあ、そういう そういうフィールドだと、まあ、ビジネス経験豊富なおじさんと結構近い土俵でやれるってところがあってでまたデジタルで完結しやすいっていところもあって、まあ、不確定要素が少ないっていうところもあって、まあ、学生起業家向きですとでここまではもうあくまでなんか概論でしかなかったんですけどここから何かなんていうのかなこう地方自治とか地方創生語る上で大事なのがあの 学生があの上京する前にスタートアップを作るので、まあ、これ僕も,そ、まあ、僕もまあ一応学生だったんですけど、まあ、あどういうことかっていうとあの人工のダム機能になるんですよね Web3 産業が、まあ、例えば、まあ、今まではあちなみに、うん、誰に聞こうかなあの平さん、北海道大学の、はい、なんか理系学部を卒業した人って、うん、何割くらい北海道に残ると思いますか、えー 割割割いいいななからでですす、ね、すねね正解さがだからその本当にそんな感じで学生として優秀な人は地方に点在してるんですけど結局それがまあ東京だったり、まあ、ってかまあ別の地域に捉えていってしまうっていうのは結構地方あるあるでこれは北海道問わずに、まあ、金沢とか新潟とか九州とか、まあ、広島とかいろんなとこがそうなっちゃってるんですけれども、まあ、そういうその学生で賢くってやる気のある人たちにウェブスクー 3であのスタートアップをさせることであの賢い人たちの人口をム機能を果たすっていうのが僕も町づくり的にすごく大事だと思ってますとまあなんか僕自身はなんかファドノーズ NFT っていうのをやってるんですけど、まあ、僕の将来の目標みたいなところで言うと本当に。 あのー、そういう地方の学生スタートアップをもういち早く作っていきたいなってすごい思っていて、まあ、本当僕はポスト1億1,000万特攻隊あの東京一国集中特攻隊って呼んでるんですけど本当にそういう,こうち小さなお金で頑張ってこうもういろんなこうスタートアップをガンガン作ってもう本当その何でもかんでも東京に独占されているのをいかにこう早くあの解消していくかっていうのが、まあ、少なくともこのここから12年121から3年くらいの Web3 だったらまあもちろん他の産業はまあ大体。 あれなんですけど、まあウェブスイナーできるんじゃないかなと思ってますと、なんか人口のダム機能みたいなところで言うと、これちょっとわかりにくいちょっとグラフになっちゃったんですけど、あのー、これひえっとこれ何書いたかっていうところね年収書いててえっと一番左が北海道の平均年収は40から44歳でまあ、510万円でで、えっと真ん中があの北洋銀行の えっとに勤めてる人たちの平均年収でこれ確か六百えっと四十万くらいかなでえっとでうちの会社の二十一歳の北大生のビズデブの人なんですがこれすっごい優秀な方でまあもちろんもっともっとあのお賃金払いたいんですけれどもまあその方がまあえっとだい,い年収換算で六百四十まあ六百三十万くらいかなもらってるっていうまあ現状があってまあ何が言いたいかっていうとあのそのまあスタートアップって結構割とその 大きい市場を狙いに行くので結構給料をこう下げてなんとか赤黒字化しろっいうよりは結構、その材料を持って起業家もその人のこと評価できて高い、えー、その評価もつけられてその分、給料も上げられてその分、大きい市場を狙いに行くっていうビジネスモデルなんで、まあ、そういうふうに捉えてもやっぱり地方の産業振興を語る上で、えで Web3 スタートアップは外,、ね、外せないよねと思っているっていう。まあ 現状でございます。以上で、はい、はい、ありがとうございました。<laughs> ちょっと質問させてください。約 <laughs> 束で、あまあ、なんかぼちゃいも痛い感じだけど、ちょっとだけ一つだけ、あの根源的なところをかん思考するというところで、あの鳩中君だって札幌出身じゃないよね。あ、そうですね。なんでそんな暑いの？いやなんか、自分はすごいいやなんかこう好きな場所に住みたいんで。 別にそれがたまたま札幌が好きなだけなので、うん、なんか別に何、うん、ていうのかなでも結構色直し的なこと言ってるよねえっ何ですか,かこの札幌とか北海道をどうにかしたいみたいなああいやなあ自分はやっぱりその <laughs> すごいその何ていうかまあこういろいろ捨ててきた捨ててまで札幌に来たって思うやっぱすごい強いのでやっぱりいろいろこう、はい、やっぱり親にも反対されて。 1>, でで1回目はまあほんと違う大学に行ってで,でもその大学はまあその全然いい大学なんでみんなそれ楽しそうにしててでも一方で自分はずっと札幌の賃貸情報を見てるっていうで当然話も合わないしやっぱ自分にとって学生大学生の時はすごいやっぱり楽しくなくて。やっぱ今でも本当に あのうちの会社はもう履歴書を取ってないんですよね、あの<ー>もう大学もう学歴って概念には本当に僕、憎んでてその、そんなものがあるから、好きな街で好きな勉強できないわけですから、本当にそれがすごい憎ん,憎んでるのがあって、だからそ,のだからそういうことをツイートしたらなんかめっちゃ考えて、僕、本当ブロックしないんですけど、たまにブロックとかしちゃって、そういうなんか、やっぱり好きな街で好きなことをしたいっていう、それだけですね。 いやでもそ,それでも結構セルフィッシュになりながらもそうじゃなくて全体的なことを考えているのはすごいなと思ってだから、それはもともとすごいまちづくりみたいなのがすごい好きだったのでなんか年がら年中、まちづくりのことばっか考えて生きてたのでもともと大学とかでも教育行政学とかそっちの行政の方を結構勉強してたので、うん、なんかそういうのは結構好きですね。 はい、わかりました、まあ、ちょっと聞きたいことたくさんあるけどありがとうございます。というわけでですね、お三方発表していただいたんですけども何か今聞いている中でお互いでなんか質問したい、落合君何かあるそうですね、なんかまあ、カウンターカルチャー感のある3人ですごく楽しいんですけど、<laughs> やっぱ地方でカウンターカルチャーやることの良さってバーンレート、生活費が低いことって挙げられると思ってて、僕自身もやっぱ佐賀で土地持ってて。うん でも家賃いらないよってっていろんな若い人、今10人ぐらいソリでティエンジニアいるんですけどもう生活の悩みっていうのは基本ない状態にしてあげたいなと思ってるしでそうなるとすごくクリエイティブになるんですよね人ってこう例えば山に今からキ切りキに行っていいですかみたいなことを言い出してそれ仕事になってるのっていうかまあ一応認めるというか業務委託とかで頼んでる人がそれをやっても別に止めることは僕はできないので、は。い でまあ、その自由度が余裕がやっぱりすごいこう、うん、いろんな新しい動機とか人間の熱とか、うん、発見を持ってくるんで、うんうん、この遊びすごい好きなんですよね一方の。結構その遊びっていうと山越すごいよねこれ真面目にかなりやってるけど遊びっていうかぎりだけど自分の好きなことでこう入っていって,るっていうでも、うん、本当におっしゃる通りクリエイティブな、うん、な,なんかあのすごいみんな頑張ってやってるんですけどこれ別に無償なんですよ。 なんか別にお金みんなお金がわるからやってるとかじゃなくて <laughs> 結構やりがい作詞とか言われてるねいやそうそう,そうなんか <laughs> あのすごいなんか <laughs> プロの方も手伝ってくれましたとかって言うとまたダオという名のやりがい作詞をやってるやつがここにいるみたいな <laughs> <laughs> ツイッターで戦ったりするんですけどはいはいでもなんかその あのほ本当になんかク,クリエイティブを発揮できるというか、うん、その場所も何でしょうね場所が田舎だからなのかあれなんですけど、うん、みんな,なんかやりたいことをやって自分ができることを持ち寄ってなんかこの地域のためにただのネット空間ではなくて場所に根、ね、付いているからこそ出てくるクリエイティビティみたいなものってあるなってすすすごいいいい思まねねでよクリエイティビティ上げてたよねさっきね。 あクリでもなんかやっぱそこは、まあ、僕はかそのスタートアップで立場があってこうなんかクリエイティビティとこうなんと収益性を結構両立させなくちゃいけない立場にいるのがちょっとなんか大変ですねあの実際あのさっき落合さんが言ってたその地方にいるとバーンレートが低いっていうのは本当間違いないと思っていますね。あの なんだから、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 地方にバンバン出資してほしいんですけれども、まあ、それ分かってる、ベンチャーキャピタルが少ないっていうのを、この間、平さんとポッドキャストでしゃべりました。まあでも、本当に、地方はバネット少ないですプロトコルの開発って、すごい技術レベル高いので、普通にあの僕、サンフランシスコから年収4000万のオファー飛んできて、そんなん出せるわけないじゃないですか、日本の会社が。年収でしょ年収で。だけど、地方だったら、なんかもその、ライフスタイルが好きだからっていう理由で。 定着するんでそ年収じゃなくてもそ<う>っていうねサンフランシスコに行くってなるとやっぱりその生活水準に合わせていろいろとこうお金で我慢するっていうところになるんで高騰しちゃうしそこになんかアービトラジージって言ったら聞こえが悪いんですけどなんかこう合気道的な何かを感じるんですよ。 NFT の,の収益性のところは本当に難しいなと思っていて山古志村のすごい気軽なところは収益性とか誰も考えてないところなんですよ、それなんかある意味、逃げでもあってなんかあの結構、それはそれでどうなんだろうなというか拡張性がないなというかと思っていてだそこで収益性を追求している働かさんはすごいなと思うんですけど。 なんか難しいですよ、ね、でもただ一方でそのグローバルからお金が飛んでくるみたいなこともあるんです、うん、やっぱり国境はないのでこのカープの絵綺麗だねみたいな感じでとてくこうお金が来たりとかもするのでうまくやれば国境がないのでできるんじゃないかなとかも思いつつも、うん、まあそんな簡単じゃないよなというか、うん、あまあそうですねなんか収益性の部分について言うとまあなんか自分 会社で言えばやっぱり本当シンプルな話になっちゃうんですけどその自分の会社のこう作ってるもので喜んでくれる人たちに向けてものを作っていくっていうか、うんとまあ、このイベント誰が見てるか分かんないんですけど、まあ、せっかくなんでちょっと突っ込んだとこを話すとやっぱり。 その最初僕自身トレーダーだったこともあってトレーダー向けにふるさと納税の返礼品を作ってたんですよねでもこちらはこれはやっぱりトレーダーの人ってそのい目利きがしっかりしてて目利きがしっかりしてるからこそ生き残ってる人たちなんであんま簡単にお金使ってくれないんですよねでも一方でじゃあ NFT を始めたばっかりで NFT のこの NFT を資産形成じゃなくてお祭りとして楽しんでる人たち うん、そういう人たちに対してファドノージの返礼品としてじゃあ一緒にこのお祭りを盛り上げていこうみたいな立て付けであのその提供をしていくと実際お客さんにも喜んでもらえるっていうところがのすごい肌感として結構あってだからその,なんだろうその今 NFT でできることで確かにあの発展途上で少なくはあるんですけれどもその発展途上自体を楽しんでもらえる人に向かってっ提供していくのが大事なのかなっていうふうに思ってます。 今すごいいいこととっしゃられたなと思っててその祭りっていうのはやっぱり外せない人間の要素でいつもそばにてるね祭りが大事だって金目さんの言ってた NFT の話も関係人口すごい増えるじゃないですか、うん、これは僕がまだできてないんでぜひ取り入れたいなというか一緒にやりたいなと思っているところなんですけどあのそこに住んでる人以外も参加できる余地って今まで意外と作りにくかったなと思ってて。 そこのコストすごい安くなりましたよね。めちゃくちゃ安くなりましたね。ななんかそうなんですよ。で、いやなんかね、あのすごいこれ私も実際自分で買ってみて思ったお思うんですけど、うん、そのイーサリアムって公共財じゃないですか。うん、その公共の掲示板に私は山越村の NFT 持ってますって書いてあるだけなんですけど、うんうん、そのことがこんなにも人に貴族意識を生まれ生まれさせるのかっていうのはすごい発見ですね。そしすごいコスト安いんですよ。はい、でもみんなめちゃめちゃ貴族意識持って っでいて本当にあの自然体でみんなお帰りあのただいまって言って山小島に来るんですよね。多分<す>本当みんな来ますよ。<laughs> <laughs> 関係人間、ね、つなげていきたいですよね。そうですね。うん、それは本当に大,大きなことだなというか。でもちょっとだけあの言うと多分山小はやっぱりそんだけ人が集まってるから人が来るっていう人が人を呼ぶっていう形があるんでこれはだからその。 2>, 2番線時3番線時になってくるところだとなかなか集まんなかったりしないっていうようなところがある可能性があるだけどそれはやっぱりそういう祭りのところが結構必要になってくるっていうふうに思ってるんだけどそうですよねなんか2番線時って見るからに分かると熱って人間生まれないですけど <laughs>、うん、僕のところソリディティ村っていうふうに一つ絞ってやってる状態で10人ソリディティエンジニアいるんですけどそんな1箇所にソリディティエンジニアがいる場所ってないと思って。 ててそうブロックチェーン企だ、ね<う> e、から、うん、そこって行ってみたいっていう人はやっぱり一部のマニアは来たがると思うし、うん、ですからまあなんかそういうふうに一箇所一箇所色があると面白いなっていうのは思いますし、うん、それこそやっぱりそのいかに次の祭り盛り上げるかっていう頭の使いどころかなって思いつつ、うんうんうん。いいやほんほんとそうであのいかに あの異なる種類の祭りを作っていく行くかなんですよ、ね。そのなんか尖ってないと多分地方ってだダメで、そ山越もなんか。 ぜひ,ぜひお茶屋さんも畑中さんも聞いていただきたいんですけど道、普通に歩いてるじゃないですか横になんか池があって鯉が泳いでるんですよ、養鯉池ですけどすごい、あと綺麗ですしあの普通の商店何もないんですよね自然の音しか聞こえなくて電気も何もないみたいなちょっとあの住まれてるところも今、そんな感じかもしれないですけど <laughs> 自然、ね、キツネとかいすすごい尖ってるんですよね <laughs> あの。地方の横のつながりっていうのを大事にしたいなって思うエピソードが1個あって。うん あのす。 苫小牧って野球のすごい強いチームあるじゃないですか北海道の野球を強くしたって、うん、これ完全にタクシーのうんちゃんから聞いた話をそのまま言ってるんで佐賀から幸田監督っていう人が来た時から<ー>要は冬って野球の練習ができなかったんだけど<ー>グラウンドを雪踏み固めてそ,、ね、そしたらノックの球,球のスピードが上がるから普通の時よりもめちゃくちゃ速いんで練習になるっていう話を持ち込んだらしくて佐賀からすごいなそれでそれを他の高校も真似したって本当かどうかちょっと野球詳しい人から怒られちゃうかもしれないけど <laughs> そう なんかこうやっぱり違う地方同士でこうやったらいいんじゃないかっていうのが生じるといいし実際に駒台の話で苫小牧の話で起きてるんで、うん、いやーどんどんちょっとつなげていきたいなと思って来た次第でございますこのあと声かけてください皆さん。<laughs> <laughs> はいてなわけで、あのーまあ、一つなんか方向性っていうかその地方でのダの、まあ、尾村とかもそうだけどなんですけど ちょっとな課題感的なところを少しまあ中時間なんで話したいと思っていてさっきそのみんなやっぱりお金のことをすごい話をしていて管理をどうするんだっていうところから言ってるんですけどもちょっとだけそのレベル下げていって言うとやっぱ DAO を使ってトークンでみんな金集めてでそれを運営してうまく回るんだみたいなところを簡単に言う人は言ってるんですけどそうじゃないよっていうところを体験している人たちなのでちょっとその辺のリアルなじゃあ仕組みぐらいからいってみましょうか。 そうですね、まあ、会費を町内会として集めるとかをすると基本的にはその持ち回りで集める役の人が月々変わって、うん、で月1000円ぐらい集めて貯めるんですけど打オ、うん、関係ないリアルな今の僕の町内会で1500万円ぐらいたまりっぱなしで。えそんなにあるの あるんですよえ町内会そんなある,のあるんですお<ー>まあ神社積み立てとか納税組合の積み立てとかも使い道が分かんなくなっちゃったら何十年もの,ののがいっぱいあって<笑><笑>何十年ものなのそ<う>すごいねしかも JA バンクってすごい強くてあ,<ー>あの j j f だね相対 <laughs> が町内会で口座開けるんですよ <laughs>、うんはい、個人じゃなくてお<ー>すごくないですか金融機関の人からしたらね <laughs> ミラクルが起きてて はいでまあ、そんな感じで通帳6枚ぐらい持って運用するみたいなのがデフォになってるんですけど動かせないんですよね、要はえどういういことですかそれはもう動かすコンセンサスを取るのがだるすぎてたまるそうあそうっていうのが今の現状でですからその、いかにしてその使うことに許しを与えるかみたいな話もあるし。うんうん あの仕組みとしてはですよ仕組みとしてはお金貯まってる目に見える、うん、ディファイで運用しようと思えばできる、うん、投票で可決すれば出てくる理想的じゃんって思うかもしれないけど田舎のリアルな部分ってやっぱりその、うん、例えば亡くなりお亡くなりになられた方が意思決定の場にいるみたいなこれ、分かりますこのニュアンスまるさんがこう言ってたからやっぱちょっとっていう。 あのたたコンセンサスがね、そのオンチェーンに書いてるものだけじゃなよて正雄さんが言ってたみたいな話ですよ。いろいろなアナログの部分が絡んでくるんでやっぱその土地土地で実際に回しながら調整入れなきゃなっていうのはもちろんあるんですけどそれがじゃ DAO になったらどううっていいのはいやでもね、これは、ね、DAO はあくまで摩擦を減らすためのツールであって。うんあの まあこれからねこう、みんな75歳とかの集落になっていってるわけで、うん、あの負担はなるべく減らすべきだっていうベースがありつつもジブリで柳川掘割物語っていうアニメ作品があって柳川って福岡なんですけど。あの 街に流れてる水路が蚊が出てきて健康によくないから埋めようって話があったんですけど、うん、市役所の職員さんがそれ埋めると地盤沈下起きてよくないから埋めずにきれいにしようっていうのを説得するんですよ。ですけどこれは別に何かこう学術的だったり形式的な話し合いじゃなくて、うん、飲み会100回やるっていう。<laughs> そう そこでやっぱりコンセンサスでできていく側面はあるので DAO が導入されようが飲み会の重要性は下がらないみたいなことあるの柳川でもコンセンサスが100回飲み会でできていると。そうです ね、だしこれ僕も体感として思うのはもう言ってる内容どうでもいいんですよもはや同じ日本酒が好きなこいつが言うんだからもう間違いないみたいなあ、まあ、そうういギャザーですよねてっやつよ、ね、そ,<う>それがすごい大事まあそれでなんかちょっと違うぞってとこがあったら後から言えばいいしみたいなのがあると思うしそこはダウンになっても消えないなってのは思ってますねはいありがとうございます 金ささんっっき言ったそうですねだから先ほど皆さんもあのオープンシーで錦鯉でてやっていただくとそれがどれぐらいその売り上げてるかって誰にも見れる状態になっているんですよね。ちょっとこれどう管理してるかとかはあまりこういう場で言うことじゃないと思うんですけど、まあ、とある方法で管理をしているんですけどそのとある方法で管理しているものがこのままだと税金取られちゃうよねみたいな話を、うん、じゃあどうやって税金を取られない形を模索していくんだっけみたいな。 みたいなコンセンサスをどう作るか <laughs> みたいなのはすごい難しいです。 あの内谷さんがずっとおっしゃってる別に今、運営の方いらっしゃるんですけど、うん、別に彼女がリーダーではないし何でも決めていいわけではないんですよでそ,、ね、そこを意識していて、うん、決めようと言えば決められちゃうけど決めてるわけじゃないと、うん、でその集まったうち3位差を使うことはみんなで決めたでも、うん、じゃあ残りどうすんのみたいなところを、うん、決め方が決まらないとい <laughs> だかそのうか聡中本はすご,くすごいなと思うんですけどもう全部最初に作って消えて まあその後いろいろとインプルメントをやってますけど、うんうん、そ,そこに至るまでっていうのはて至れんのかなって思いますね <laughs> 普通の人間の生活の基盤として難しいだから何かお題があってはい、はい、お題について決めましょう投票しましょうこれはできるんですけど、うん、じゃあそのお題に何を選ぶかお題でそれでどこまで決めていいかみたいなのは、はい、DAO ができたから全部解決する話ってやっぱないですよね。難しい やっぱりそ1,500万貯まってるやつも神社が燃えた時絶対使うんですよ、はい、それって保険じゃないですかうん、うん、なんか日頃の暮らしのリズムっていうのは絶対変えたくなくてそこに保険がたくさんあると嬉しいっていうのが基本構造だと思ってて。うん、ってなるとその山越の余ってるお金って攻めのお金の性格強いと思うんですよ。うん でも、公共として、攻めの投資するって、あんまり慣れてることじゃないなっていうところを感じてて。なんか、そこに起因する話な気がしました。あ、そう、そうなのかもしれませんね。なんとなく、せっかく、だから、やっぱり、結局、みんな独自財源が欲しいって、ずっとストラグルしてきた人たちで。やっと得た独自財源なわけですよね。長岡方、独立した形で、もともと独立して、だから、作りたいと。独立した形での独自財源を作りたいってなった時に、やっとできたものをど、どう、はいはい、そんな、確かにおっしゃる通り、おい、それと使えないみたいなのは。ある のかなという気がしますあでも今でもプロジェクトには使ったけどまた残ってるものはあるってことですねだか,らだから3位差しか使ってないんですよ41位差中お,お結構残ってるかなり残ってます <laughs> まあまあいい感じですしかも二次流通もどんどんしてるのでどんどん増えてってるんですよね溜まってるものが、はい、なるほどねそういったところでまあち,、まあ、ちょっとまあ 助ける形ですよねコミュニティを助けていくシステムとして一つ DAO が可能性としてあるんで,でまだ本当に人が入って使わなければできないというところがあったところなんですけどもなんか急にまた畑中君に振るんだけどなんか例えばその今、まあ、学生をどうにかしてこう東京に行かせるのを止めてあの札幌の方で。 止め置きたいっていうところもあったんだけどこういうところにもやっぱり同じようにまあコミュニティーはもうできていると思うんだけどやっぱ一緒に仲間で一緒にやろうよっていう子たちが増えていくとするとそこでやっぱり行かなくてもここでできるっていうことがまあ仕組みを使ってでもいいんだけどもできると思うんだけど今のところまあも,うちょっともうちょっと全般的に言うとやっぱ札幌ってやっぱ出ちゃってるんでしょ9割ぐらいらうんそれはやっぱ稼げるからってことなの何があって。 うんいやえっと多分そのびえっと稼ぐっていうのは、うん、まあその一要素でしかなくてまもちろんすごく大きいんですけれどももう一方でなんかえっと楽しそうかつそこそこ稼げる仕事であるかっていうのが大事であると思ってますえっとそれはあの先ほど地方にクリエイティビティがあるっ話はしたんですけれども、うん、あの地方 でそういう人材を雇っている人はそのそういうクリエイティビティな人達のあのなんかなんていうのかな謙虚さに甘えてもう最低賃金ギリギリで雇うんですよね。うん、そうするとはい、はい、じゃあ賢くてクリエイティビティがある人ではい、はい、まあ別に俺はなんか年収1000万じゃなくてもういいけど、うん、じゃあ200万はやだみたいな。<laughs> うん、話なんですよねだと、えっと、思ってて、うん、かなり話しうちゃったんですけど、うん、だからなんかそういう人たちに、まあなんかまあ、スタートアップなりなんかいろんなテコを使って、まあ、そ,のそ,それなりにまともな待遇で楽しい職業を提供すること,あ提供することが人工ダム機能において大切なんじゃないかなと考えてます。なるほどね さっきの落合君のにつながりねサンフランシスコ4000万エンジニアの、ねそうですね、特に今、円安ですから海外の仕事を受けた方がお得じゃないですか、うん、で、やっぱりその空き家ってどこの地方も今増えてると思っててだから僕、空き家専業でずっと蘇生してるんですけど、うん、やっぱ一軒300万とかでそこそこの見た目にはなるんですよ。うん、ですから、まあ インフラがどれだけこれから向こう10年で衰退していくかを逆算しながら場所選定するみたいなのが大事なんですけどかなり公的地ってまだまだ日本中に残ってるなと思ってて。いい個の空き家を あのまずオフィス用に改築して、うん、であとはその個室完備な感じの空き家を1軒ぐらい用意すると 2>,、うん、まあ2個でワンセットみたいな感じで作れるんですけどう1都市600万の投資で地方創生できるんで皆さん、どうでしょうかみたいな。ここでで <laughs> <laughs> でもそれは結構すすごいですねいや本当に多分 あの移住とか一人当たり普通に多分200万とか300万かけている自治体さん結構多いと思,と思いますので全然刺さ,り刺さりそうな気がしますね今の話はいや実際僕自身も最初の一人目で移住した時大変だったんですよんなんか農地付きの古民家を買う時の手続きの多さであの、まあ、佐世保にいたからまだ良かったんですよ佐世保と下がって多少は行き来できるんでん東京から地方って多分無理で一人目でやると。だから最初に温めて おかないと来れないないいっててのはすごい感じやそれは本当そうだと思っていてだから、うん、なんか落合さんみたいなその東京あ海外とか東京含めてそういうなんか地域の外からお金を稼げる人たちと一方で行政職員の人たちはそういう手続きにはすごい非金銭的なメリットのをすごい提供してくれる人たちなので金を稼ぐのが上手い人たちと非金銭的なメリットを提供する人たちが上手い人たちをどう こうなんか融和させていくかというかそれは本当大事だと思いますねでなんかそのちょっと突っ込んで言うとそのお金を稼げる人たちがコーナーとかでリモートになって結構いろんなところに行けるようになったから多分今後もうその落合さんだったり僕みたいな人がどんどん増えていっていろんな地域盛り上がっていけたらいいなと思ってますねそうですねなんか円安も大きなイベントですしあとはその エクイティマーケットの頭打ち感っていうのがすごいこう別の方向に行こうっていう向きを作ったなというのは感じてて特に僕もやっぱそのエクイティファイナンスよりも売り上げ中心でいく方向に今、強めててまあ向こう2、3年ぐらいはちょっとそういう縦構えながらつくみたいな感じのスタイルなんですけど <laughs>、うん、<laughs> まあそう言っていかなければこの冬の時代は過ごせないみたいな感じで守りながらって感じなんですけど。 なんかでも本当にあのリモートの畑中のさんとか落合さんとかは人としてその稼げるというかそのリモートでどこでからでも稼げるみたいなところなんですけどあのすいません山越の話ばっかりしてあれんですけど山越もすごい稼げるんですよ。何が持ってるかというと恋を持ってるんですよ。 これすごくて錦、うん、鯉っで私もあの入って初めて見てびっくりしたんですけど想像の3倍ぐらい大きいんですね。<ー>で <laughs> のこれを買いにあの多分今ぐらいの季節だと思うんですけど世界中の富豪の人が恋、ね、の展示会に来るんですよ。日本作っちゃうううう。でしょ、絶対そうそうそうだから何かやっぱそういう本当お茶屋さんがおっしゃる通り私はあの。 父と母のいなんか広島で広島のあの辺をよく車で走るんですけど、すごく全部自然は美しくて綺麗なところなんですよ。やっぱ人口減ってどうしようもなくて、あのどうしようもない。もうなんか絶対にインフラが保てない地域ってあるんですよね。ありますよね。だから運転しててすごい切なくなるんですけど、絶対無理なところってあってなんかでもそういう稼げる。 ものがある場所って絶対あるのではいはいそこにこうやっぱりおっしゃる通り選んで投資していくみたいなことが今後必要なんじゃないかなっていうのとそれかけるウェブ3みたいなことでその地域の独自性を強めていくみたいなことをすれするとより効率的なんじゃないかなと思いますね <はい S 1> やっぱりその一人当たりの自然資源の割り当ては増えたなって思うんですよです嬉野だと嬉野温泉っていう温泉がありますけど、うん 北海道もね間違いなく自然資源の宝庫だと思うんですけど混、うん、むと全然楽しめないんですよね<ー>駐車場もなかったりするし、ねうん、ご飯屋さんも待たなきゃいけなくなりますから、うん、そこがいい塩梅になってるとしでもちゃんとと見ればあるなと思うのではい、はい、観光とかで有名なやっぱり京都とかがやっぱりその本当に人口が観光客が増えすぎちゃってもう一毎回今年も何回か行ってるんですけどやっぱりすごいバスの。 どこでもバス停で並んでる状態っていうのは本当に大変で多分観光客だけだったらいいんですけどそれ市民の方も使う普通の市民バスなので,で真逆なことが多分過疎の,の村とかとは違うところが起きたりとか一極集中しちゃう本当に世界でトップクラスのブランドなのでなってしまうっていうのもあの快適性を損なう一つの要因になってるっていうところはあると思うんですけどもそういうところでやっぱり。 まあでもそれがテクノロジーで本当にすべてが解決できるかのようにですねえ以前からインターネットもそうですけどまあまあブロックチェーンもまあ今本当にこう今回のカンファレンスやってるんであの持ち上げてるところなんですけどやっぱり今この話してる中ですべてを変えることはできなくてやっぱりそこには人がいてでやっぱりそういうコモンズ自然的なものがあってそれをうまく生かすっていうところだというふうに思っているんですけどもなんか本当にその この自然の多い北海道ってもうちょっとなんか生かせるものって何かありますかっていうのは嫌い急にってるけどあいやまあそれは多分たくさん結構あると思ってまして <laughs>、うん、まあその。 まあえっと、NFT と相性いいの先ほどちらっと話だったんですが例えばあのユニカスクさんっていうウイスキーをっその先物、ね、ウィスキーをなんか早く売れるみたいなその熟,熟成する前に熟成したする予定のウイスキーを先に売るみたいなことをやってる会社さんだったり、うんまあ、そういうい一次産品い一時産品で高付加価値なものは、うんうん、NFT にすごく相性がいいと思っていて。はいはい それであのその発展する余地あると一方で、うん、あとはあのそ,の、まあ、そ,それほど強い,意味では強い意味ではないんですけれどもそのやっぱあの個人のバーンレートの話をさっき落合さんがされたんですけどやっぱ会社としてやっぱバーンレートも会社としてのバーンレートはやっぱ地方の方が低いのでああ同じようなビジネスを同じようにできれば自然と地方は勝つというか、うん、あとあのバーンレートよりも。 コミットメントの意識を会社に向けてくれるんですよね地方の人の方がこれはすごい 僕の会社でもめちゃくちゃ重視していることで僕はもうあのちょっと本当語弊あるんですけどあの首都圏の学生のインターンは絶対にいらないっていつも言ってて <laughs> すごいね結構これ画面の向こうで見てる人東京の人とか多いと思うんだけど喧嘩売ってるよね弊社に興味ある首都圏のインターンとかちょっと申し訳ないんですけどでもと, <laughs> とりあえずじゃあ札幌に住んでこようみたいな感じ,いやいやじゃなくてなんかやっぱりその目移りしちゃうんですよね いろんなものに。で、それは僕も、<ー>それは僕前職 j. P. Y. C. にいて。はいはい、やっぱり明らかに、うん、東京首都圏の社員さんよりも。うん、僕とか、まあ、すごく覚えた、その、あの、広島の社員、その、社員さんとか。あの、愛知の社員さんとか、めっちゃ活躍して、なんか、すごい、やっぱり。話をちゃんとまとめていくんですよね、そういう。うん、地方地方に人たちの方が。うん、これ、やっぱり、もう、目移りしないのは、やっぱり、その。うん まあその何て言うかやっぱやっぱ人間やっぱりいろんな選択肢あったま迷っちゃう人な物なんで、うん、なんかすみません最初何触れたか忘れちゃったんですけどとにかくあの <laughs> いやあの何か採用には気をつけてますて北海道で行かせるものは何かなだから目,目移りしないっていうかいい資源があるっていうのとで <laughs> ほ、まあ、北海道だけに限らないんですけどやっぱ目移りしないっていうのが集中してビジネスができる、うん、これは代表個人もそうだと思っていてやっぱりそのはいはい、はい なんかすごい上場企業の社,員あの社長さんとかと飲み会できるよって言われると、うん、つい行っちゃうって面白いんですけど <laughs> はい、はい、面白いんですけど冷静に考えたら、うんうん、多分長期、すごい長期的に見たら自分の人生にプラスなんですけど短期的に見たらやっぱり会社の成長にプラスではないんですよね、はい、あそので状態で考えねだからその時にやっぱりそういうい逆につながりがないからこそ集中できるっていうのは。はい 結構のやっぱり、えー、と都会だとその刺激物がたくさんあるのでそれに目移りしてしまう常にであってでもそれが欲しいから地方から都会に来るっていうのもあるんですけどそうじゃなくて逆に言うと地方,じゃな地方の方に住むことで刺激が少なく集中力が上がってコミットメントが上がる落合君のとこそんな感じ、まあかっ でですね土地と建物をもう安泰じゃないですかそれって自分のとこはねはいこれでかいんですよ全然構えが変わるんで勝ちに急がなくなるんですよまあそれはそれはだめだっていう人もいると思うんですよそのスタートアップっていうスピードが必要な時にけど攻めなくていい時に攻めなくて攻めなくなるんでもうここでしょっていうだめ押しが出しやすくなるしんか 投資家としてはそうでしょう。投資家としてはやっぱりいつも責めてるとありえないじゃないですか。そ <laughs> れまた突っ込む話していいですか。<laughs> はい。どうぞ。なんかそのまあその投資家としてそのいつも突っ込むのはダメなの当然として、やっぱりそのちょっと自分の会社ががはあの初めて余ち町でやった時に結構ぱっと見うまくいってるっぽく見えて。 めっちゃ追加出資しとしたいって言われたんですよ。えー、既存投資家に。で、なんか自分自身あんま自信持てなくて、まだまだって思って、で、なんか半年貯めて、ちょっと待っててくださいって半年行って、で、今ようやくちょっともうちょっと可能性が見えてきたんで、やっぱ貯め貯め大事ですよね。<laughs> なんか安売りしないっていうところですよね。自信があればね、だってまあ自信とお金があれば、うん、あのいや今じゃないんですってこう。 釣り上げが <laughs> それトレーダーダとして金さんどう釣り上げまではいかなくてもやっぱり本当にタイミングって本当に大事じゃないですかまあね売り時、投資家の、ね、仕事何もしないことが仕事の時もありますからね<あ>それはあの私の尊敬する投資家の方も言ってました <laughs> そ<う>何かしたくなるけど何もしないっていう時これ地方のバリューです、はい、何もしないが最高 <laughs>、うん、だって東京で何もしないと焦るじゃないですか。<laughs> うん ここです。うん、それはあるかもしれない。あの私ロッミッドタウンに普段住んでるんで何かしないと常に焦りますね。<laughs> ですね。ち <laughs> ょ話変わるんですけどやっぱ、はい、ユニカスクはすごいいいよね。あのなんかヨーチのウイスキーとかはすごいね。ユニカスクについてもうちょっと多分説明した方がいい、ね。ユニカスクは <laughs> あの。 ウイスキーって10年から30年醸造できるにかかるんですけどそれまで売れないんですけどはい、はい、ユニカスクはウイスキーを区分所有する形で NFT 化して、うんうん、でかつその一個一個なんかそのまあ 割と人気のあるアーティストの方のラベルを付けて、えーとうん、区分所有で売り出してですよね。で1個5万円ぐらいで売ってて、はい、で10年後にボトリングしてウイスキーあげますねっていうふうに言ってるんですけどその間は NFT を持っていてその NFT でなんかゲームしたりできますよみたいな感じなんですけど。うん 今までってそのでしょうアートとかに QR コードつけてアートが点々流通してもこの QR コードで追っていけるよみたいな発想があったんですけどやっぱそれってあんまりうまくいかなくて現物と NFT の紐付けみたいなところが難しかったりとかしたんですけどあの最近の事例だとやっぱノット・ア・ホテルとかそのえっと不動産の区分所有もやってるところなんですけどとユニカスクは動かないものの区分所有を NFT にしてるっていうのが結構これは NFT の使い方として面白いなと思っていてそれがだからよいち とかのウイスキーとかでも絶対やってほしいなと思って今日はそれを伝えたいなと思って <おー S 1> <laughs> 伝えたい、伝えに来た <laughs>。<laughs> なんかそれでとか、なんか良市はだからさっきの選択と集中のところで話で言うとなんかワインに全部振ってて、なんかウイスキーはもうなんか象徴的にはもうなんか武器になってるからわざわざ改良しなくてもいいのかよくわかんないんですけどでもすごい良い市の人たちはワインがまあ多分ワインも同じようなスキーム方もできるとは思うんですけれども、うん。 まあ、唯一の人は、象徴はワインもすごい押し出してますね。はでも話は、話を戻すと、その。ユニカスクは本当にすごい,良いソリューションだと思っていて。そうですよね。で。そうです、ね。だから、その、ゆり、なんか、ユニカスクが。一気に全国に広がっていくのか、それとも。えっと。ユニカスクを真似する業者さんが各地方に出てくるのかは、個人的になんか興味がありますね。すいません。なんか。 だらだら喋ったら結構時間がですね。あともう少しなってきてしまいました。で、えー、せっかくなんで会場あそここんなに集まってきました。ありがとうございます。えっ、ー、と一二問質問を受けたいと思いますが、誰かいますか？<laughs> いたらってあげていただきたいんですけど。あどうぞ。ありがとうございます。あ今あのマイク持っていくんでマイクで喋ってください。すいません。 できたらお名前ください。あ、えー、っと。ハンドルでもいいです。はい、えっと、佐藤女性と申します。北海道大学の博士一年生です。はい。えっと。今のお話の中で、えっと、ちょっと出てきたこともしれないんですけど。その地方創生とか。っていうと、結局その地方の行政の方とどういうふうに協働していくのか。っていうのがすごい大事だと思うんですけれども。うん、はい。 なんだろう結構その僕は全然本当に詳しくなくて本当に今日初心者なのでなんか勉強しなきゃなと思ってきているんですけれども、はい、多分その NFT とかそういうところってすごい利益を埋めるものだと思うんですけどそこで何か生んだ利ざやみたいなところをどういうふうにその地方の行政の方とタッグを組んで何か実際の、まあ、さっきもえっと。 えと金水さんでしたっけお話の中でそのリアルに住んでいる人にどうやって還元していくかみたいなのがあったんですけれども、うんうん、そういうところをなんか実際にどうその現地にいる方にそのだろうまみみたいなところを残していくのかなみたいな、まあまあ、シェアしてどういうふうにその点とかって考えてらっしゃるでしょうか結構それは難しいポイントだと思っていてで結構行政というのもいろいろ法律とかで縛られているところがあって。で山越の場合は 全然、もう地方自治体ではないので。そうですね。うん、でも、ただ、えっと。 これ本当におっしゃるとおりすごい今後の課題だと思っておりまして私は全然運営でもないのに勝手な一村民としての意見なんですけどただですねやっぱり長岡市の一部なんですよで長岡市の方々もこの取り組みすごい面白いと思ってくださっていてその市の中の特色のある一地域がこうやって独自財源を得て何らか住民に還元できるかもしれないという試みとしてすごい応援してくださっていて実はあの私明日 長岡市に行くんですけど長岡市の,あの皆さんにですね、うんうん、NFT とは何かとかの説明をしに行きまして <laughs>、はい、そこでかあのどういうものか知っていただいてどういう取り組みが起きているよとでどういうふうにお金が詰まっているよっていうところをお話をして多分これからそので彼らはすごく応援してくれてるんですあの、はい、何かっていうのはすごく厳密に分かってるわけじゃないんですけど応援してくれていてじゃあ今後どうやってその行政として取り組んでいけるかっていうのを一緒に考えていけるみたいな関係値ができているので。うん <laughs> まずそこが大事なのかなというふうには思ってます。あの、お茶屋さんのところとか行政とどうやって付き合いされてるんでするかね。あ、そうだね。すごい気になります、はい。<laughs> あのー、ちょっと保留してるんですよ。実は。あえてあ<ー>。なんでかっていうと、村レベルでのダオの利用をちゃんと回した後に、僕は自治体にダオ使って、うん 欲しいいと思っててそこに至るまでに変なインプットをこう雑にしたくないなっていう思いがあって <うん S 2> ちゃんとストーリー組んであのしかもステークホルダーとして国政の方とか行政の方とか民間とかちゃんとバランス取って話進めていきたいなと思ってるんでははいはい雑なやり取りはまだしてないっていうのが正直なところで。<うん S 2> なるほどで、まあ 実際に行政と関わってるなって思うのは山切り開くときとか田,田んぼの農地を雑誌に変えるときとか相談に乗ってもらったりとかしてるんですけどはい、はいまあ、コンタクトはちゃんとあるけどねそうですね市長とはもうあのワイヤードの雑誌に乗るときにお話させていただいてああ選挙のたびになんかこんなのしに来るんですけど <laughs> <laughs> そうなのねリ,リアルだね完全にね、はいはい、というわけでありがとうございます。 えっとで、ね、時間がおっしゃってしまいましてえっ、ー、と本当にまだ名残惜しいんですけどもまだ話したいんですけどもえっ、ー、とセッション一はこれで終わりにしたいと思います、えー、本当に一言もらいたいんですけどもこれで終わりですありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。 皆さんセッション1からかなり熱量の高い皆さんの話の中で、えー、この後さらに3つ今日はセッションが続いていきますまだまだお付き合いいただきたいと思いますさあそれではセッション 2Web3 地方創生政策セッション登壇者の方をご紹介いたします江差市長町長照井之さんよろしくお願いします 内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局、内閣府地方創生推進室ビッグデータチーム企画官、菊田一平さんどうぞよろしくお願いいたします <laughs> 公益財団法人国際文化会館アジアパシフィックイニシアティブ主任客員研究員、向山淳さん。向山ですすよろししくお願いします コーディネーターは株式会社デジタルベースキャピタル代表パートナーの桜井俊さんです。よろしくお願いします。はい、えー、それではですね、ウェブ3地方政策セッションということで始めていきたいと思います。あの本日モデーター務めます桜井です。よろしくお願いいたします。あ拍手もらっていいですか。<laughs> すみません。ありがとうございます。 であのちょっとセッション入っていく前にあの今日結構たくさんの,あの方が来場されてると思うんですけどあの北海道以外北海道の外から今日来られたって方ってどれぐらいいらっしゃいますか手を挙げていただいておお半分ぐらいあすごいですね半分ぐらいいらっしゃいますありがとうございますで今日って参加されてる方ってどんな方が多いのかなっていうのをちょっと気になってて、まあ、いわゆるベンチャーとか起業してたりとか、まあ、そういう,そうスタートアップに関連する仕事をしてるよっていう方ってどれぐらい いらっしゃいますか？おお、これも3分の1ぐらいですね。で、あの大企業とかまあいわゆるあの大手の企業だったり、あの就職して働いてるって方はどれぐらいいらっしゃいますかね？あー、なるほど。今ので分かりました。属性大体結構新しい取り組みをされている方が多いということでで、実はあの何をちょっと話そうかなと思ったんですけど、今回 web3 っていうのが、まあテーマにあのなっている中で。 あの先ほどのセッション、私もちょっとお聞きしてたんですけど、まあ、DAO とかガバナンストークンとか、難しくてよく分かんないですね、僕だけですか。だって、僕はデジタルベースキャピタルって会社やってて、なんかいかにもそのデジタルで最先端のこと、詳しそうに感じるじゃないですか、いや、分かんないです、ほぼ何も分かんない。で、あのそういうなんか難しい横文字の最先端のことは、セッション1、3、4の。 皆さんにお任せするとして、今日ちょっとこうメンバー的にも、まあ、いわゆる現場でそのルール作りだったりまさに政策作りをしている方たちなんでそので現場の課題とか今後どうなるかなみたいなところをです、ね、話せればなと思うんですけどいかがでしょうか ちなみにねもう事前打ち合わせがほとんどしてなくてあの何でも聞いてくださいって言われてるんでそういう進め方でいきたいと思うんですけど拍手頂い,いてもいいですかすいませんねもうほぼ強制的にいつもこうやってやってるんでありがとうございますじゃあちょっとそれぞれあのお三方のご紹介していただきたいんですけどまずちょっと簡単に私の自己紹介させていただきますデジタルビュースキャピタルの桜井と申します私あの2019年から今の会社やってましてあのデジタルってついてるんですけど産業変革とか規制改革に絡むまあ新しいその産業づくりみたいなことをやりたいなと思って 持っててましてあのベンチャーに投資するベンチャーキャピタルっていうファンドとあとコンサルティングの仕事をしますでコンサルティングっていうのは何やってるかっていうと例えば直近だとあの水産業界とかでこういろんな規制改革とか、まあ、新しい取り組みっていうのをこう進み始めているんですけどそういうところで漁業者の方とか行政の方とかあるいは最近だと例えば地方創生って文脈だと。 釣り船の船とかですねレジャー船とかいろんなその海を活用する仕事って増えてきてるんですけどそういった人たちって実はお互いにあんまりつながってなくて相互理解が進んでなかったりするのでそういう人たちをきちんとつなげて合意形成しながらまあ施策に落としていくっていうところの,あの事務局をやったりとかっていうのをしておりますなので最近よく言ってるんです僕釣りがすごい好きであのマグロ釣ったりしてよくこの青森とか北海道とかも来たりするんですけど漁師系 VC っていうふうに。 言われてまして、あの魚釣ったりもしてるし、まあデジタルのこともある程度はやっておりますけれども、今日はどっちかというと地方地域ってところなんですそこに特化してやりたいと思うので、よろしくお願いいたします。はい、えっとじゃあ、えー、それぞれお三方にですね、今の取り組みとか自己紹介いただければと思います。これ順番決まってましたよね確か。ごめんなさいこの。 この順番通りでいいんですかすみませんの本当。じゃあえっとてるいさんてるい町長てるいさんでいいんですか呼び方ははいじゃあてるさんからちょっとご紹介いただければと思いますお願いしますはいみさんこんにちは伊佐市町長のてるいと申します、えー、先ほどセッション一のお話を聞いていてですねあ間違えてやったなとここに来て良かったのかなとリアルな町長が来ていいのかなというふうに思ってきました、えー ぜひ皆、えー、さんのお話も聞きながらですね勉強させていただきたいと思います。よろしくお願いします。少し我が町のことと私自身のこと、また地域の課題について取り組みについてお話しできればなと思っております、えー。私の自己紹介をさせていただきますと、今38歳で東京で生まれて横浜で育ちました。ででまあ、そう聞くとですね、えー 都会の人間かなと思われがちなんですけども父親は岩手母親群馬の田舎出身でそれが東京に出てきて私が生まれたということでたまたま東京で生まれて横浜で育った立場で,で大学卒業までは東京にいて就職で北海道に2008年に来ました。なぜ北海道を選んだかとというとですね 父母が地方の出身ということもあって地方への憧れが強くありましたそういう中で小学校3年生の時に地域横浜の小学校 小学校だったんですけども地域学習の中でこの中で30年以上この地域に住んでる世帯がどれくらいいるかといったときに2世帯しかいなかった30何人のクラスだったんですけど2世帯しかいなくてですねあこういう地域なんだなということがど,どっかで引っかかっていてですね、えー、まあふるさとが欲しいなという思いでいましたそういう中で、えー、課題やあるいは可能性があるのは北海道か沖縄だと。 いうことを感じてですね新聞記者をやりたいと思ってたんですけれども、えー、新聞記者として北海道に移り住んでいきましたで2008年から14年間北海道に住んでど参考になったつもりなんですけどまだまだあかなと思っております。 で今、町長としては3期目、9年目でして29歳の時に当選をしてこの立場をやらせていただいておりますわが町、江差町との出会いは転勤で行った先がたまたま江差しだった札幌と江差しと帯広この3か所で住んだ中で江差しでこういう立場をやらせていただいております。 で江差市という町なんですけれども人口が7,000人ぐらいの小さな町ちょっと比較で函館さんを出してちょっと比較するのはちょっとあれだったなと思うんですけれども。 人口減少は進んでいて大変厳しい状況ですで高齢化率65歳以上の人口に占める割合がもう40%ぐらいに迫っているという中でどう地域を維持していくのかまた可能性をどう課題を可能性にどう変えていくのかということに取り組んでいます我が町はですね道南にある南の北海道の南にある日本海側の町で北海道の中ではかなり古い歴史を持つ町でして北海道三大祭りと呼ばれるお祭りがあったり民謡の王様といれる 言われるうー民謡があったりということでそういうものを大事にしている地域でありますで今日お話しするここに座らせていただいている一つはさつらのとの連携だというふうに思っています、えー、富山社長と出会ってから我が町は劇的にまちづくりが変わってきています、えー、連携協定包括連携協定を令和3 2年の3月に結ばせていただいたんですけれどもその ことからの始まりでいろんな取り組みに今つながっています、それがまあデジタルとか Web3 には直接つ,つ,つながらない部分もあるんですけれども、社会を良くしていく、地域をよくしていくという取り組みをさつらさんとタッグを組みながら今進めて、現状打破に向けて頑張っています。 携帯ショップも町にはあるんですけれどもど,どっちかというと商業ベースが強くてですね敬遠されがちなところ高齢者にこそこういうものを駆使していただいて使ってもらって生活豊かになってもらいたいということでさつらさんの協力をいただきながらスマホ教室をこれまで開催しています非常にですね住民の方からは大変好評いただいていてですね次いつやるんだいというような話もあってですね 特に孫と LINE とかで、えー、通話をしたりですね動画を使って、えー、面と回っ,ってお話しできるというものをすごく楽しみにしている高齢者がいてですねそういう便利なものはこういう高齢者にこそ伝えていきたい駆使してもらいたいなということでやっています。で、えー 次に始めたのが地域ポイントカードというものを導入しましたこれエゾカという桜さんの傘下の企業さんが発行しているポイントカードなんですけれどもエゾカというものこれを地域版のエサシエゾカというものを令和3年5月に導入をいたしましたこれポイントカードなんですけれどもチャージができてですねお買い物ができるというようなものでしてエサシ町内に桜は2店舗あるんですけれどもその桜で使えるポイントカードエゾカと それまで江差町にあった商店街や飲食店で使えるポイントカードがまあ既存のとてもこう古いこうピッて入れるとハンコみたいなのがポンと押されて返ってくるようなまあかなりこう古いシステムのものでしてそれを更新しようということでえこれをゾカにえ統合する形で。 新たに40店舗ほどのもので今、進めています。で、9月現在、今年の9月現在で6450枚を発行しています、人口が、ね、7000人ぐらいですから、まあ、全員が持っていただいている方全員が町民ということではないですけれども、かなりこう多くの方に所持をしていただいている、まあ、今、国の方ではいろいろマイナンバーカードの普及も進めてますけれども、 我が町ではそれ以上に多分普及してるんではないかなと、まだまだあのマイナーカードを進めていかなきゃなというふうふに思っているところでございます。で、その使ったポイントカードの一部が江差商に還元されるというふるさと納税形式でして、昨年は74万円ほどいただいております。で、これをですね、現地にまた我々行政がいただいたものをまた住民、 ままたそのポイントをを利用者に還元すするといいう仕組みをやっています例えば健康診断に来た人にポイント100ポイント付与するとかあるいはボランティアに参加した人防災訓練に参加した人そういう人たちにまたポイントを配ることによって、えー、社会のそういういろんな活動に参加してもらえるような地域づくりに今取り組んでいるところでございます。 でそののを使ってて今度は新ししいい公共ス,マースの導入にも活用しています。このカードを持たないと乗れない仕組みになっていましてこれは我が町鉄道がない町でしてバスとタクシーこの2つでやっているんですけれどもなかなかバス停まで遠いというようなエリアもあったりしてでじゃあタクシーを使うかというと一 600円700円か、えー、初乗り料金がかかってしまうなかなかそれが日常的に使うことができないということを解消するためにタクシーよりも安価にバスよりも利便性の高い新たな公共交通を今導入しようと取り組んでいますそういう中でこのエゾカを使ってお買い物にも使ってもらう交通にも使ってもらう。 まさに地域の通貨としてこの江底を活用して地域内の商業行為あるいは移動などに活用しながら地域循環型のまちづくりを進めていきたいなというふうに思っていますでこの今取り組みをしているマース新しい公共交通の仕組みには LINE での登録をお願いをしていますで大体 えー、高齢者の方が使うんですけれども、町のライン、えー、公式 LINE はです、ね、2年前の4月、コロナの情報を発信するために導入をしました、でいろんな、まあ、毎日の感染者数とかを発信していたんですけれども、現在は、えー、だいたい2400人ぐらい登録をいただいているんですけれども、そのうち、えー、最初の登録のときにアンケートで,です、ね、餌市町民ですか、それ以外ですかっていう質問で、餌市町民だというふうに答えた人だけで1700人。 います人口に割り返すと25%の方がですね町の公式ラインに登録をしていただいているというところですえ、こういうものを使いながら情報発信をするそれだけではなくて行政サービスの効率化簡素化やあるいはあ できれば双方向のやり取りができるようなツールにして、役場に来なくても、わ、ま、ざわざ足を運ばなくても、行政サービスあるいは行政手続きがですね、簡素的にできるような取り組みつなげていきたいなと思っております。今あの先ほど前段のお話の中でいろいろお話ありましたけれども、我々まあ私行政の立場で調査という立場ですけれども、いろんなデジタル技術ものそういうものを使いながらですね、社会をより良くしていく。 暮らしなくしくくていく特に困っている人たちの暮らしをどう改善していくのかというふうに思っていますそういう意味からすると子どもであったりあるいは高齢者であったり過疎地であったり。 そういうところからしっかりやっていかなきゃいけないし私は東京で生まれましたけれども地方にこそその可能性我々の街7000人の街ですけれども一生懸命我々が行政が動けばですねできるところっていうのはたくさんあるとそしてそれが実感できるそういう街づくりができるというふうに思ってやっております。今日はよろししくお願いい申し上げまますすありがとううございますもう最後ね 思いが乗るとなんかあの選挙の演説かと思いました。最後。<laughs> <laughs> ありがとうございます。今日一応政策セッションってことじゃないですか？あの僕は本当にちょっとアホな質問をするんですけど、今日まあ国の方も来られてるとで、まあ国よりというか国の政策づくりをされてるって。時に照井さんはその長長って立場って法的な。何ができる方なんでしたっけ？この社会的な。もう社会のなんか教科書みたいな話なんですけど、一応ちょっと立場を確認しておきたいなと思ってて。 そうですね地方自治法によるとですね、はい、そ,うそういうやつですそういうやつです <えー S 2> いやよくわかんないんですよその国と地方がっていうのは, <laughs> はいまあその 国からお願いされてやる仕事と自ら自分たちのことは自分たちで決めるという範疇があってそれは国の法律とかは超えることはできないんですけれども、まあ、その超えられるのは特区とか別の枠組みがあるんですけれども地域のことは地域で決めるという、まあ、特にまちづくりという意味では非常に大きな権限をいただいていて地方自治法上は国と地方は対等だという立場ということです。はい でまさにそこがどっちかというと今日の地方創生のメインになってくるところで、辻、まあえー、さんはそこで大きな権限を持っているという理解だってますかそうですね、まあ、議会の議決をいただかないと、予算も政策も通せないですけど、そこをしっかりくぐれば、はい、そここのってことですねあ,ありがとうございます。では、えー、続きまして えちょっともうねお二人とも肩書きがちょっと長長くてあの難しいんで菊田さんお願いします。はい。と <laughs> あすみません。あポインターですかね。はい。ありがとうございます。あありがとうございます。えっ、ー、と私はあのデジタル田園都市国家、えー、長いんですよここからが構想実現会議事務局の菊田です。 えっと、まずすみません自己紹介皆さんされてるんで私もあの両親はですね石川県金沢生まれでもともと流れてる地はあの金沢ですでただあの両親とも、まあ、金沢で仕事がないのでえよくあるパターンですね私も実は横浜にずっと住んでました幼稚園からあのずっとあの、まあ、高校卒業まではあの横浜に住んでおりまして、まあ、その後あの、まあ就職してえ私あの経済産業省に え就職をしましまてその後あの経済産業省の中ではあの地域経済産業グループとかあるいはの中小企業庁とか、まあ、地域中小企業の振興をメインにしてずっとあの働いてきましたで、えっと、3年ほど前にこの内閣官房デジタル伝園都市国家構想あのこれ前の名前が町人仕事創生本部事務局という名前だったんですがここにえ移動してきまして 今、まあ、のデジタル電話都市国家構想事務局の,あの職員だということでございます。で簡単にですねあの国が今までどうしていたのかということをちょっとあの頭の整理をさせていただきたいと思います。あのここはあまり書いてないんですけどずっとこれよりも前あの小泉政権の時ですね 2003、4とかそれぐらいの時にやっぱり地方創生は大事だということで三味一体の改革ととというここをやったことがありますそれまで国がです、ね、いろんな予算を自治体にお渡しするその時に各省庁が間に入ってあれやこれや指導していたんですがこれ良くないということでこういったあのいろんな補助金を一括して取り上げて総務省が交付金という形で自治体にどんとお渡しする。 自治体はそれであの自分の創意工夫でやるということの改革がなされました。でえー、そこでもかなり権限維持ができたわけですけれども、えー、さらにちょっと時が下りまして2014年ですね、このとき増田さん、増田博彩さんあの、えー、総務大臣、えー、岩手県知事の方ですけれどもこの方があの、まあ、センセーショナルなレポートを出します。それはですねあの消滅可能性都市このままいくと 2040年には5割以上の自治体で人口がもうなくなっちゃうと存続しえなくなる消滅するということで消滅可能性都市に、まあ、名前が具体的にあのリスト化されて挙げられて、まあ、日本全国すごい衝撃を持って受け止められました。ここれはまずいということとうで、えー、日本本、えー、町人仕事創生本部が まあ、形成されまして、ここからですね本格的にあの地方創生というのを旗印に掲げて、国としても取り組むことになりました。でえっと、ずっと下に下がっていって、昨年のですね11月、まああのえっと、9月、10月、岸田総理がですね新たに政権を立てられまして、デジタル田園都市国家構想というものを掲げられましたので、 えこの、えー、構想を実現する事務局として実は町人仕事創生本部事務局を衣替えして今デジタル田園都市国家構想事務局というふうになっているとこんなような流れでございますじゃあ岸田政権が掲げるデジタル田園都市国家構想これって何なのかということでございますえこれはですねまず新しい資本主義の重要な柱の一つですえ地方の社会課題を成長のエンジンへ転換して、えー、まあいい 地地方社会地域のの生活とというう実現しようよとここでですねあの大事なことはやはりこうあの民がすすごく大事だっていうことこですよねあのやはり課題を解決する時にですね国があるいは自治体がですねお金をずっと供給しながらやっていくことではなかなか持続可能性がないお金の,あのなくなったらそれでこうあの事業が回らなくなるようだとそれは意味がないということでありましてこういったところで 地方の社会課題を民の方々に事業化していただくことができれば、これは非常に大きいんじゃないのか、それこそ新しい資本主義だということの1つの哲学があります。で、2つ目ですね、デジタル化の恩恵を国民や事業者が享受できる社会、まあ、全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会ということでありまして、まあ、国はこういったことが実現するための基本的なインフラを提供せねばならないと、その恩恵はあの国民、または事業者が得るんだということです。 で3つ目、ですね国は基本方針をこう通じて構想が目指すべき方向性を提示して地方の取り組みを支援する、これはですね一番最後の行ですね、地方は自ら目指す社会の姿を描いて自主的、主体的に構想の実現に進めた取り組みを推進する、<laughs> 何が言いたいかというと、国が何もかも手取り足取り、これはこうした方がいい、あれがこうした方がいいということはよくないと。 地方の主体的な意思主体的な取り組みというのをこれを徹底的に応援するという形にしなければいけないよ決してあの我々は指導するということではないはずだということのこういった概念で今も進んでいるということでございます。 で、えー、っとまあ、現状今どうなってるのかと。あの実際ファクトとしてちょっと簡単に見ますと、あの状況はあまりその変わっていないということがあります。まず、あの少子高齢化はもう全然進んでます。あの、この上の青の青い棒グラフはあの子供の数生まれる数ですけれども、ずっと減ってってえ減りやまないということですし、下の方を見ていただきますと。とまあ、なかなかやっぱ老年人口というのが増ええ、それすらもですね。えー。 それすらもですね。あの減っていくような要は人口が本当に減っていくような社会がまあ、目の前に迫っているということです。で、ただ、あのちょっと我々事務局としていいなと思うような傾向もございまして。それは例えば、これは東京へのあの人の流れですね。引っ越しです。えー、これ2020と2021のところを見るとポコッとあの下がってきていて、まあ、コロナの影響ではあるんですけれども、東京一極集中というのは、もしかしたらターン濃いとか超えたのではないのかと。 そう期待したいともう少しあの地方に人がいてくれるような世界が実現できるような雰囲気は出てきたなということまたこれはですねあの地方を取り巻、ま、くインターネットトラフィックの上昇とともにテレワーク、えー、まあ東京を中心にしたテレワークがすごく多いんですけれども地方でも着実に広まっているとあまりあの地域に縛られない働き方ができるようなそういう新しい社会になってきたんじゃないのかなこれはすごくおいしいぞと。 ぜひこういうことをあの我々は進めたいということを思っていると、で最後、ですねこれ、地方を取り巻く現状もあるようなんですが、若者を中心に、東京でもあるいは地方でも、地方で暮らしたい、そういうふうに思う方が結構増えているということでございます、あのこの上の方の棒グラフですねで、下の方の棒グラフは2つありますが、まあ、ちょっとあの関心がある人の懸念としては、やっぱり仕事がない。 稼ぎとしてちゃんとしたものが得られることが地方ではできないんじゃないのかという懸念があるということでして、まさにあのまあ先ほどのセッションでもありましたけれども、地域でちゃんと稼げるような産業というのをしっかり作っていかないとあのもうまあ画平に期するようなというところがまあ問題だということです。えっ、ー、とこれはですね、あの各地域で例えばあの教育、例えば医療、こういったところでもデジタルの力を使って便利に暮らせるような遠隔医療、遠隔教育の取り組みも広がっていると。 まあこういうような状況を鑑みてえ今年の6月にです、ね、あのデジタル田園都市国家構想の基本方針を、えー、まとめました、えー、長くなる細かいかマ曼荼羅文字って言われてみんな読みにくいんで,です、ね、非常にもうどこが基本なのかっていうそうなんですよね <laughs> 非常にあのちょっと文字が多いので,です、ね、<laughs> あれこれアーカイブ残るんでしたっけ このグラフは、はいあのまあ、じっくり見ていただいてもいいと思うんですけど、そんな時間も皆さんないでしょう、ズバリこれ4つありますということです、えっと。一番上のですね、大々色の箱をやっぱり国としては実現するんだ、あの自治体と一緒に、二人三脚で実現するんだということで、まあ、デジタル化による、まあ、社会課題の解決、地方に仕事を作る、人の流れを作る、結婚、出産、子育ての希望を叶えるということだろうと。 えいうふうふに思ってますこれをやるために国として環境を整えようとしたの3つですね、あの一つ目、この水色のですね、あの一つ目はハード、ソフトのデジタル化ということであのデータセンター、あるいは光ケーブルとかこういったの基本的な,本的なインフラを整えようということ、2つ目はですねデジタル人材をちゃんと育成するような取り組みをやろうということ、3つ目は誰一人取り残されない。 え、これもすごく大事だから、やっぱりそこでデバイドが放置されるような事態だけは絶対避けようとえこういうことでやっております。えっとちょっと長くなってきました。ですね。で、えっといろんな取り組みをやっております。これ、ちょっとあの一例のあのいくつかのご参考なんですけれど、もえ。例えば地域経済分析システムリーサスというのはちょっとあの聞き慣れないかもしれませんけど、地域の実情をまデータで可視化してご提供するようなサイトをこう出したりとか。 ここにはすみません、今回はちょっと挙げなかったんですけれども、あのデジタル田園都市国家構想交付金、昨年は200億円要求あの、執行しましたが、今、概算、予算、要求中、1200億円をです、ね、あの地域のいろいろなその創意工夫の取り組みに充てていただくということで、制度をです、ね、今、作っていると、こういうような段階です。でえっと、もうう一つです、ね、あの構想実現に向けた今後ということいこ我々です、ね あの戦略というのをもう一つ作っております、具体的な施策メニューをたくさん並べて、自治体の方が使いやすくするような戦略を作り、かつあの今年の春から、ですねその戦略、まだあのこの戦略をこの冬に作り、その戦略に基づいて自治体の方々に、えー、自分の戦略を春頃に作っていただこうと、えー、こういうのは目論みであります。でもううつあの我々ととしてですねあのデジタルの地方実装が進むようにと いうことで夏のデジデン講習園というものをですね実施をさせていただきました。もうこれ我々デジタル電頭市国家構想あの官邸総理挙げてですねやってますので総理のあの強いご意向ご支持でですね一番まああの地域でデジタル実装でまあ、良い事例というのをどんどん表彰してみんなに真似てもらおうと。 ということで始まりまりした、まあ、総理が野球好きだから更新ということなんですけれども、あのえー、夏にですねあの表彰して、まあ、このようなあの団体があの今、総理表彰の対象となって、もうあの表彰式も終わったんですけれども、あの動画で1分でですね取り組みの内容をこう、概括できるような、そういったようなあのサイトにもしてますので、もしあのご関心があれば、ですねちょっと見に来ていただければ、ささっと各地でどんなことをやられてるのかということがですね分かるので便利かなというふうに思います。 でこの時にですね、えこ,これはちょっと今日ぜひ言わないといけなかった <laughs> あの、はい、あの夏のデジデン甲子園ではですね我々もどういうふうにしたら盛り上がるんだろうと、えー、いろいろなあの工夫をしたんですがその一つですねあのぜひ NFT でしっかりとあの受賞された方々をあの、まあ、そのトロフィーに代わるようなものをお渡ししようということで, <laughs> とことで NFT のデータでですねあの表彰状その他を あのお渡しするような取り組みをしましたでえっ、ー、とですねあのこれあのまさに、えー、我々事務局の中でこういうことをやろうよということが始まったときに誰も知ってる人がいなかったさすがにあの NFT ってなんだっていう人がほぼほぼ9割5分ぐらいで、えー、困ってですねあのそ,れそれいつ頃だったんですか今年の夏ですね あ夏、夏7 8月ででそその状態うす、もう何にも分からないということでいろんな人に、まあ、あの事務局内で聞き回ったところたまたま一人あの金融庁から出向されてきた方があの仮想通貨の市場創設に関わったという<ー>そういう企画官がてですねこて笹尾さんという人にあ適切な人がいるよということで金光さんご紹介いただきまして<ー>ですごいなんかその道の専門家がいてこの方にちょっとお話をまず伺おうと。 なるほど。ということで言ってですね、はっきり言ってもう都特区権です。こういうことしたいんですけどと言ってですね、なんか最初にあのトロフィーが作りたいってなんかトンチンかンなことを言ってですね、うん、NFT でしょうとよう、えー、なことも言われたんですが、まあ、あのトロフィーも NFT もですね、もう全部我々の要望をちょっとまとめてですね、あの金井さんにちょっとあのさいていただきまして、<ー>はい、やりましたテルイさんとサツドラさんのパートナーの。はい 中央版みたいな感じだったですね。はい、内閣府と大変お世話になりました。なるほど。はい、まあでもまあ確かに我々あの実を言うとあのさっきあのご指摘の通りほとんどウェブス3.0とか知見ない中でですね。まあこうやっていろんな人に迷惑かけながらあのそれをこう実装してなんとか盛り上げようということで。といや2、3ヶ月でやったってことですか。ええとですね。2、3ヶ月でやってくださったということですね。えー、すなるほど。はい。特幹工事でございました。 急になんかスライドも分かりやすくなったなそういうことだったんですよ <laughs> なんかね、さっきのスライド、全然違うなと思ってこの冬もです、ね、あのこのデジデン甲子園やろうということで,です、ねあの、総理も非常に乗り気でありまして、デジデン甲子園とかって皆さん知ってるもんなんですか、僕は結構初めて聞いたんですけど、もう全員知ってるよみたいな感じなんですか。 分の1ぐらいいいでですす、ね、すごいありがたいです、ね、やり結構、やっぱ岸田政権で批判されてるじゃないですか、そうですね、検討します、検討しますっていうこう何もある、こういうのって、なんかあんまりニュースに出ないですよね、素晴らしい取り組みにもかかわらず、はい、全然検討どころか、めちゃめちゃ実行かつ実装してますよね、なかなかあの頑張っても、人の目に触れるような広報がやっぱりすごく苦手。 やっぱり記者さんに電話して、すねここにやってるから取り上げてよみたいな、こういう努力ぐらいしかできてない、普通やっぱりプロモーションは一般企業だと、それなりの広報予算を取って、がっつりやるもんだと思うんですけれども、国はですね意外とそういったところにちょっとあまり支出しないので、そこら辺が弱いのはちょっとすね素晴らしい取り組みだし、スピーディーだし、そうなんです冬もやりますので、ぜひ皆さん、応募。 かつ、あの投票、これ国民の投票というのも入ってますんで。えー、はい、あのぜひぜひご参加いただけると嬉しいなというふうに思います。すごい10月末に公募開始の予定です。<お>どうぞよろしくお願いいたします。すいません、最後は宣伝になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、拍手お願いします。<laughs> 一応、あのまたちょっと質問なんですけど、菊田さんは、まあいわゆるぞ、俗にというか、一般的に官僚っていう立場ってことで良いんですよね。あ。 おっしゃる通りです、官僚と言われる人間です、ですね、はい、でこれも僕がよく分かってないるんですけど、確かその官僚と言われる方って、中央官庁っていれ省庁にお勤めだと思うす省庁って確かなんか十何個かあってで、今は内閣府にいらっしゃるってことだったんですが<あ>内閣府って何をやってて、何の権限がある方かって、一応確認しておいてもいいですか。 はいそうですね、はい、あの内閣さっきなんかトックがとかって話もちょっとね、<あ>出てきて、ね、えっとですね、はい、実はトックもうちの事務局の担当でございます、うんうん、えっとですね、ちょっと複雑でして、あの私ですねあの、内閣官房デジデン事務局兼内閣府地方創生推進室という 2>,、うん、あの2つ看板がございます。<laughs> えー、内閣府の方では、あのいろんなあの事業をやっておりまして。 あの特区もその一つでございます、なんで私の担当ではないんですけど、うん、特区もあの隣の部署でやっているということです。で内閣官房というのは、事業はやらない、うん、これはです、ね、官邸を補佐する、要は官邸機能ですので、いろいろな旗振り役として、さまざま各省庁に指示するという形になっています。 ええ、うん、総理ええ官房長官の直属組織です。でその下に省庁の一段上の取りまとめ省庁として内閣府があり、うん、その一段下に各省庁が並んでいると、うん、こういうような形です。じゃあ日本の経営企画部みたいな感じですか。うん、おっしゃる通りだと思います。ああ内閣なるほど。は特にはい、はい、あの我々内閣官房はあの官邸ですので、うん、えー、例えば国交省とか、うん、そういったあの事業系官庁で地べたに足がしっかりついているようなところと違ってですね。うんうん もうあの政権と命運を共にすると。 うん、政権がちゃんと仕事ができて、われわれもちゃんと仕事ができるという前提になってますので、でねはい、いわゆる各省庁が戦車みたいな地上部隊だとすると、われわれは航空部隊ですね、いつでも撃ち落とされる、うん、極めてフラジャイルなこれ大丈夫か、このセッション、真面目に僕が振っといてあれですけど、<laughs> ってことですね、なるほど、じゃあ、あれなんですか、内閣府にいる方って、基本的にはその各省庁から出向してこられてるんですか。 はいえーとですね内閣官房はプロパーの職員からはいませんえ私も経済産業省から来てますしあの全員多省庁から来てますなのである種現場とか自分たちで持ってる産業の状態とか政策とかを知った上で経営企画部に一時的に移動してきてるってことですよねその通りですなるほどはい終わりましたありがとうございますすみませんね僕はもう全然わかんないんで聞きながらでじゃあ続いて、えっと向山さんお願いいたします。 向山と申します。よろしくお願いします。えっと先ほど桜井さんが、えー、自治体国,国によりみたいな <laughs> あのお話をされまして、まあそもそも立場がどんな立場やねんっていうところが非常にわかりにくい人間ではあるんですけれども、まあそこから少しご説明をさせていただきたいなと思います。い全然大丈夫です。なんなら僕な何者なんだってもう全然お願いします、ね。はい。えっと独立系シンクタンク に所属ししてていいますとううような立場で,してでそれってどういうことかと申しますとあの政府が、えー、いろいろ施策を打っているとであの行政が、まあ、実行しているという中で、えーとまあ、自分たちだけでやっているとなかなかあの知恵が詰まってしまったりとか。 あるいはまあ毎年毎年予算のことを考えていると長期的な失点がなくなってしまったりとかもしくは何かが起きたときにそれまあ国会ではいやいやいや皆さんあの突っ込んでおりますけれども第三者的に検証する人って必要だよね。 っていうまあ、そういうことで、えっと、海外では結構多くある業態なんですがシンクタンクということで、えー、日本はシンクタンク小国というふうには言われるんですけれどもそういう立場で外から政策を見るというような役割を担っておりますで私自身はですね、えー、と行政のデジタル化とかスマートシティまたその政策がどう作られていくのかっていうところで官と民がどう連携するかとかですねそういうところを、あのー、研究領域としておりますで デジタル化とかデジタル行政とかになぜ関与することになったかといいますと私どものシンクタンクもともとは3.11の原発事故が起きた時に事故を検証する民間の人が必要だよね当時は国会事故庁っていうのもできたんですけれども私たちのシンクタンクは民間の立場で検証をするっていうことをしました。 それと同じようにです、ね、今回、新型コロナの感染症のパンデミックが起きたときに政府の対応、まあ、第1波が来て第2波、第3波ってどんどん続いていくよねっていうことが、まあ、明らかでしたので第1波が終わったタイミングで政府の何が良かったのか何がいかんかったのかみたいなのをです、ね、検証するチームっていうのを新型コロナ対応民間臨時調査会とコロナ民間臨調と呼んでるんですけれどもそういったものを立ち上げて検証したと。 でコロナの対応の時に一番言われたのがデジタル配線という言葉でしてもっとデジタル使えてたらうまくマネージできたんじゃないのというのをあの当時の厚労大臣の加藤さんが言ってたりしたんですけれどもじゃあ何が。 いいいいかんかかんったのかみたのみなことを紐解いていく例えば10万円の給付皆さんの手元に届くのに結構時間かかりましたとそれってこうデータが共有されてないからなんじゃないのとか自治体がもう夜中まで頑張って手作業で突合しなきゃいけなかったとかそういうことを紐解いていくというようなことをしている立場であります。で私も38歳であの てるちょっと同じ同い年でございまして、一応ルーツだけ申し上げると母方が広島の府中市。上下町というあのアンガールズの田中さんが出身のめちゃめちゃ田舎隣の家まで100メートルみたいな。ところ。なんか今無意味にアンガールズ田中さんがダメージをしてした <laughs> です。受ああ、売りにされて。あ<う>、売りにされて。るドラム缶のお風呂とか入っちゃうなる。入 <laughs> で、えっと父方は、えっと。父の生まれは埼玉なんですが、もともとは、宮城県の、今でいう南さん。 陸の静とというところですで私自身あの10年ぐらい商社マンをやっていたんですけれどもちょっと行政のことをしたいということで3年前ぐらいに政策の世界で外からあのやんや言うというような立場になっていますで私のもっとを勝手に書いてるんですけれどもあの未来に投資するっていうことであの将来的に必要な長期美人をちゃんと持ちたいよねっていうのと分野横断的なものっていうのに私はすごくあのシンクタンクの意味があるということとあと構造を 解決したいみたいな思いがあるのでそれをちょっと3つテーマにしているという中で出てきたのが Web3 でございまして本日のテーマということだと思うんですがあの先ほど菊田さんの方からいろんな省庁のお話がありましたけれども Web3 っていうのがこう典型的にい横断的な新規分野だというふうに思っていましてその最近デジタル庁というのができました。 ということとかあとまあ経産省北さんのご出身の元はまあ経済エンジンとしていろんな産業政策やってますっていうのとあと ict っていうのはまあ総務省がやっていますとで、えー、アートとかですね先ほど錦鯉の話もありましたけどそういうものは文科省が見ていますとですねでえっと暗号資産ということでいくと金融庁だとで取りまとめとかで事前とかあのー 政府の方針になってくると内閣内閣官房が出てくるということでめちゃめちゃいろんなところでいろんなことをやっていてなかなか温度を取る人いないんじゃないですかということだとか例えば自分がプロジェクトをやっている時に誰に相談すればいいねみたいな話になりがちだよねということでえまさに私が検証していたデジ,デジタル化の DX の敗線の原因の一つに陥りそうな分野だなということでえ非常に注目をしていますという中でですね えー、今回その、政府から NFT のホワイトペーパーというのが自民党の政治家から出されてそこがどん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 ん、えー、国の方針の新しい資本主義の一部として閣議決定をされて経産省でウェブスリ3推進室ができてデジ庁にも研究会ができて,ってどんどん国に昇華されていくという過程が非常に面白かったので、えー、ちょっとご紹介をと思ったんですけれども。 あのやっぱり省庁だけで取り組んでしまうと自分の範囲しか見えないっていうところを誰が解決するんだろうなと思っていたら今回はそれがあの政治家の皆さんだったということで、えー、初代デジタル大臣の平井拓也さんが 本本部部長として、まあ、デジタル社会推進本部でここにいらっしゃる方でも何,何かお話しに行ったりされている方もいらっしゃると思うんですけれども、えー、が、まあ、立ち上がってそこで論点ををままととめたペーパーパ作りますとでこういう時って大体その官僚の皆さんがドラフトをしてそれを寄せ集めて、えー、ペーパーにするんですけれども今回はかなり業界に深く入っている弁護士の方々がチームを作ってそれでかなり横断的にいい確認をしながら作っていったっていうことで非常にいい面白いプロ でで進んでいいいっったなとううふうに思っていますだからこそいきなりなぜか岸田あの首相のスピーチの中で新しい資本主義の中で Web3 が位置づけられるみたいなところまで登っていくっていうようなことになったという流れですね。で今回その NFT のホワイトペーパーというのが去年の3月ですかねにできてあこれ反対ですいきすぎました。えー 今年の3月にできてで政府の方針として夏ぐらいに位置づけられたわけですけれどもそれをまた年明けにかけて最初は NFT のところから手をつけたけれどもここから Web3 全体についての論点整理をしていくということになっているので私自身もその政策を外から見守っているということになっています。 でまあ、海外でもです、ね、同じように新しい分野なので皆さん試行錯誤されているということでアメリカの事例ですけれどもアメリカでもです、ね、今年3月に大統領令でデジタル資産全体について方針をまとめるんだというような大統領令が出されてで10月にこの間です、ね、ホワイトハウスからリリースが出ていてアメリカとしてはきちんとリーダーシップを取ってそのビジネスを加速させていきますよということとあとアメリカではだいぶその 特に暗号資産のバブルがはじけたっていう状態になっていることで Web3 is a Ponzi スキームってそのネズミ講だみたいな議論も非常に出てきているのでそういうしっかりと規制をしていく取り締まっていくということの強化っていうのも今回新たに言われています。ということで、えっと、私もすみません長くなりましたけれども。えー なかなか Web3 ってまあ政策としても取り組むのがすごい難しい分野なんですけれども私がすごくその日本の Web3 の文脈であの期待をしているのはまさに今日やっているような地方創生の文脈でしてなぜならアメリカでは結構あの本当に さっっき言ってたネズミ講だとか騙されるとかそういう文脈が多いんですけれども日本はむしろ社会的な意義って何なんだろうかこれをどうやってうまく使っていくんだろうかっていう話がすごくされていますのでえそういったいわゆるあの流行りものの厳密期みたいなものを超えてきちんとしたユースケースを出していってそれに沿った政策っていうのをこれからあの実現していかなきゃいけないなということで私自身の課題感を持っていまますすす以上ですありがとうございい拍手お願いします。 運営さんさっきのスライド出しといていただいてもいいですかちょうどいいなと思ってこれをこのままちょっといくつかあの拾えると良いなと3時20分25分ぐらいまででしたっけ何時まででしたっけ3時半はい半はい OK ですありがとうございます じゃあちょっと早速あの議論に入っ,てきたと入っていきたいと思うんですけど一応、なんか地方創生と今回まあ政策まあそれに加えてあの今日だと Web3 のがテーマになってると思うんですけど地方創生ってまず皆さんの中での認識って一言で言うとどんなものっていう,ふうに捉えてますかそこだけ一応ちょっとすり合わせておきたいな地方創生って何ぞやって言われた時にいろんな観点があると思うんですけど照井さんはいかがですか地方創生でこれだっていうのはどういうふうに伝えてやってるんですか そうですね、地方創生。我が町、餌市町だからできるまちづくりを進めること。隣町ではなくて、我が町だからこそ取り地域の活性化につながるような取り組みっていうのが地方創生だと思います。やっぱ地域の魅力を軸にしたまちづくりみたいなイメージですね。ありがとうございます。久佐さんはいかがですか。 はいえー、とち,ょちょっと硬く聞こえるかもしれないですけど <laughs> あの我々はやっぱ東京一極集中がすごい無駄だと思ってるんですよね<ー>高い家にずっとローン抱えてアクセス働き、うん、通勤時間毎日12時間ずつ無駄にしてると、うん、非常にあの豊かじゃない地域で暮らせればもっと幸せだったんじゃないのか、うん、土地とかいろんなインフラがあるいは自然のこの いろんな資産が有効に活用されてないんじゃないのか。うん、地域でもっと便利に暮らせるような社会ができれば、みんなもっと豊かな生活が得られるはずだと。うん、この今の非常にその、あの一極集中することによる無駄をなくして。うん、地域のいろんなところが活性化すれば、うん、みんなが幸せになれて、もっと国全体が豊かになる。これがあの、うん、私の地方創生です。ああ、なるほどです、ね。はい、それって、その国民っていうか、一人の人間を主語にした場合だと思うんですけど、国って。 国全体でで見た時って実際はどうなんですかそのある程度やっぱ集中していることによって効率性が高まるっていうのも現にあると思うし言うて僕らは東京に住んじゃってるわけじゃないですかあ私は今東京に住んでて今日来てるんですけど <laughs> 国力っていうか国の国全体の成長を維持、まあ、日本ってこれから本当に今成長力がずっとあの低下しててあの少子高齢化も加速してて中でそのあの国っていうのを主語にした時ってどういう捉え方になるんですか えーとですねこれはすごく難しくて、ですね、はい、あの集積のメリット、集積ってすごくいいことなんじゃないのか、シリコンバレーを見てみろと、日本にシリコンバレーができないのは集中させないからだと、渋谷に IT 人材を全員集めてこいと、そうすればきっとアメリカにかなうんだ。 っていうようよな議論も昔はあったんですよねただあの他の国も含めてあの世界中でいろんなところが同じようなことをやったんですけど、うん、結局物にならなくて地理的な近さというのは、うん、実はあんまり関係ないんじゃないのかなというふうな雰囲気にもうすでになってます。そういう意味で言うとあまりそのあの、まあ、地域で集積した方が便利なこともしかしたらあるかもしれませんコンビナートとか典型ですけどねでももうそんなもので稼ぐ時代じゃない。 今はやっぱり地域でいろんなところに仕事があることの方が結局最後は国力につながるんじゃないのかなっていうこういうふうな、まあ、すみませんあの明確な,なんか文章で書かれてるわけじゃないんですけども大まかなイメージはあるところです大丈夫です菊田さん個人の見解で大丈夫です <laughs> はい, <laughs> いや私も大体そうだと思って,てなるほどであまり集積してもしょうがないのかなということを、うんはい、思います、ね、ありがとうございます今一方でその地方自治体っていうか地方の自治体単位で見るとその地域内での過疎化とか こう要は天才化が進んでて山間部とかに高齢者の方がいらっしゃってなんかちあのその県庁所在地とか駅の市街地に若い人がいるけどそれがすごい非効率だから地域内を集約みたいなのもあの論点としてあると思うんですけどさっきおっしゃってたその東京一極集中を分散させるその分散っていうのはもう津々裏日本ってことなのかある程度その南大都市って呼ばれるとこをやっぱ軸にしていくかみたいなののイメージとかだっ,ったりするんですそれっっっってて実はさっきさきんがおっしゃってた 魅力ある地域の魅力がある観光資源とか自然的資源的な魅力があるところを軸にしてそれを発展させていくってところとすごくあの関係すると思ってて私が結構今日話したかったのは一方でその日本の今政府としての政策はその誰一人取り残さないとか要はみんなが平等にっていうのはあるもののじゃあ実際現場に目を向けるとそのまあ集中と分散っていうのをどの流度で やっってていくかって私結構いろんな方とお話ししてるとそれぞれ皆さん思いがあってそういうところをちょっと今日深掘れたらなと思って菊田さんのイメージ的には一極集中を分散させるその分散先っていうのはどんなイメージなんですかえと非常にあのクリティカルな問いでですね正直言うと多分答えにくいんですけれども <laughs> あの,、えー、あのそうですね「さっせん広福」「札幌<う>、えー、仙台広島福岡」うん、ここら辺ってもう、うん あのここら辺って結構人口増えていて今でもあのかなりこう活気があってですね,ですねここに集中してきてるなと、うん、東京もそうだけれどもというのが実態だと思うんですよねでそのままでいいかというと、うんまあ、そうではないと思っていて各地域に人が広く分散している方がいいんじゃないかと私も思っています、うん、でデジタル田園都市はですね、うん、さっきおっしゃって言ったような過疎地に老人がちょっとあの取り残されて。 非常にあの不幸な目に遭っているということが、うん、あのドローンとかあのいろんな遠隔医療でこれが便利になってそのままでも大丈夫じゃんという世界にするということが願意されているのでえ実はあの本当にあのつつうらうら分散するということが あの我々の多分今の基本的な理だと思います<ー>でただ、いやこれ、理想論だと批判されます、ね、なんかドローンで届けないでみんなで集まっちゃうよって普通に考えると思っちゃうん、えー、でいや介護、医療とか教育もそうですけども、うん、特にあのコンパクトシティである程度集まらないと、うん、あのインフラの維持がままならないとこれはまさにその町長があの現場で悩まれていることなんで私はもう口で言ってるだけなんですけど、うん、おそらくそういうことは確かに現実としてあると思うんで。うん そこをどういうふうに折り合いつけるのか、うん、あのそこのグランドデザインというのは、うん、あのこれからやっぱりちゃんと議論していかないといけないと思います要はコンパクトシティも必要ではあると思います反発がかなり大きいんですけれどもありがとうございます向山さんはいかがですか地方創生とはというのはどんな形で捉えていますかそうですね地方創生とは まあ非常に難しい、先ほどの,あの集約していくべきなのか、地方のそ,のそれぞれの地域を重視するのかっていうのは、すごい難しい問題だと思うんですが、スマートシティなんかをあの研究してきたという立場から言うと、やっぱりなかなか日本もス,マー,スーパーシティの選定ずっと決まらなかったと思うんですがスマートシティとスーパーシティって何が違うんでしたっけ <laughs> <laughs> スーパーシティーはあの政府が決めた言葉ああま、ねまあ、ほぼイコールと思っててい,いんですか今日イコールなんですけど、えっと、規制改革を一生懸命やる特区というれは何が難しかったかというとやっぱトップダウンでここに先進都市を作りたいとかここに何かやってほしいというのは非常に難しいということがかなりそこの混乱の中で私が感じたことですとで、えー。なので やっぱりその地域の主体性というのはすごく重要な要素でその人たちが何を個性だと思っていて何をしていきたいかということは重視されるべきだというのが1点でもう1つはやっぱり先ほど菊田さんがおっしゃっていた限界コストをでも超えられるかどうかというそのやっぱり超えられるところしか生き残れないんじゃないかという現実。 を感じていますとそれはやっぱりインフラの老朽化にどこまでえ耐えられるかっていうこともそうですし病院とか基礎インフラが整えられるかっていうところスマートシティなんかを見てると3万人以下の都市とかでもやっぱりすごく一人の人があの起爆剤になって大きなこう活性化したりっていうのはありますのでその規模だけではないと思いますけれども諸条件でその限界を超えられるかっていうのはすごくシビアな問題なのかなというふうに思います。 ありがとうございます。まあ、地方創生って何なのかって言うとやっぱりその地域の資源を活かしてあるですあれですよねある程度やっぱり収益を自ら得られるっていうのはこれはマストになってくるんですよね。国全体の収入が減ってる、働く人も減る、税収も減る。はい、そういった中で地域は自ら稼ぐことも求められてってるっていう理解であってますか。 さっきあのまさに伊佐町で独自通貨を、まあ、あの流通させてそのうちの0.2%を取ると素晴らしいですよね。ああいったものがあのいろいろな形で各地域で自走するようになるとおそらくすごく強いんだろうなと思うのでまさにそれをこうできるような環境を国として整えて、うん、各地域の需要にちゃんと応じるということだと思いますよね。うん であの前のセッションでも、うん、あの NFT をこうあのまあ売ってあのマとしてお金というかあのまあ仮想通貨を集めてそれをこう次のプロジェクトに生かすみたいなお話がありましたけど、うん、確かにああそこでもですね金融とかこういったところあのまあ税制とかの問題があの残ってるってお話がありましたあのまだですねすみませんそういう意味で事例が本当にあの先端的なんであれなんですけれどもこれがあのいろんなあの市で取り組まれるようになれば。 そういうふうに言ってはいけないんですけどまあそういった需要が発生すればやっぱりそこにちゃんと国として制度を整えてやろうとしている方が迷わないようなそういったものをご提供するということが多分すごく大事なんだと思いますそれによって地域で自立してお金の流れが生み出されるようなそういう社会がどんどん生まれてくるということかなと。 なるほどですね私、地方創生ってもう本当になんかちょっと硬くなっちゃうんですけど真面目に取り組まないとやっぱ日本全体っていうのはどんどん縮小していってて本当にこうふわっとした僕みたいなのをこうペラペラ喋ってると進まないなと思って結構現場に向き合う必要って今出てきてるかなっていうのを思っていてで特にあの今、向山さんが書かれてたこの出された論点を着実にまあ履行を実行するっていうのはすごい大事だなと思って,てちょって最近すごい感じるのはこの政策と 重要ななのはやっっぱ人材だなと思っててこれって僕らが普段仕事してる例えば大企業とかも今 DX って言われてるじゃないですかデジタルシフトするとでデジタルシフトする時に結局みんな何が一番大変かっていうと組織変革組織改革で誰がプロダクトを作るのかそれを形にできるのかでかつ形にしたものを ききちんと運用でるこれってこの地方創生と政策ともう全く一緒だなと思っててルール作り政策を作る人でかつそれを着実に実行して運用する人で実はちょっと今日アーカイブ残っててあんまり言えない僕これだけで23時間話せるんです例えば僕がやってる水産とか農業の世界って日本って本当に法治国家なのかなっていうぐらいあのですねルールある。 規制あるでもじゃあ運用されてるかって現場見ていくと運用されてないこといっぱいあるんですよ。で僕これ見てるとものすごい危機感を感じてて中央官庁にも今人材が枯渇してきてるで、まあ、政策だったりあの規制を作るじゃあそれを地域自治体の皆さんに伝えて運用を実行するってなるとですね中央で作る側もそれを実行運用する地方の,あの優秀な人材もどんどんいなくなっていっててもうほとんど 本当に法治国家なのかっていう状態で法運用がされてないと。でも一方でさっき照井さんにもお聞きしたのは結局政策とかルールがないと企業だったり組織だったり人の行動を制限したり盛り上げることっていうのはできないんでいわゆるそのデジタルシフトを会社がする時のなんかこうプロダクトマネージャー的なプロデューサーみたいな人たちがきちんといないと政策も施策も 打っても結局、実行されないし実行されてもそれを維持する運用ってどうするんだっけとでそうなったときに結局は収益を得て稼げることをやっていかないといけないかなといううに課題感としては思ってるんですけどさっき照井さんちょっとお話してたのはこれも本当にちょっと失礼だったりなんです僕も地方自治体の方々って仕事ご一緒する機会があって照井さんとか例えば菊田さんとかってこういうところに来てて超異色だと思うんですよ異端児。 で僕が何かあらぬことを聞き出して誰かに叩かれたりして出てこなくなっちゃったら本当に本末転倒だなって思うぐらい貴重な人材だと思ってて地方自治体の方って本当によくも悪くも全く仕事にモチベーションない方っているじゃないですか <laughs> 実際そういうねなんかリアルに僕目向けの大事だなと思ってでこれ僕めちゃめちゃいいことだと思ってるんですだってなんか地元の高校とか大学出て例えば ここにいる人たちってやっぱ仕事とかそういうのがやりがいだと思ってると思うんですけどでも人生の価値観として家族とか友人とか趣味に費やしてそれがきちんとできればいいで定時でしっかり帰って残業も別にせずに職場の環境はもう本当に仕事だけうこれね全然いいと思うんですでもそれの割合があまりに高くなって全員になっちゃうとじゃあ政策作,作るの誰がやる運用誰がやるっていう話に。 なななっっってていっちゃうなというののを思っているのが課題なんですけどテリーさんって実際にエサ師を盛り上げるしかも外から出てきてるわけじゃないですか実際の,そのチームビルディングっていうか組織の中とかって今お話しできる範囲でいいんですけどどう,どういったこうなんか課題とかちょっとこうハードルみたいなのある捉えてますか はい、えー、うちの町、組織、行政の組織でいうと、正職員が百数十名ですごくちっちゃい、えー、組織です、そ、え、う、ー、いう、ね、はい、でもトップダウンでできるところはたくさんあるので、うん、それは私があ職員をにしっかりその意思を伝えて、それを実行してもらうということです。 を徹底すするようにしていますただじゃあそれが全部私のトップダウンでできるかというとそうではないのでじゃあそういう部分どういうモチベーションで皆さんが働くかというのは大変難しいところなんですけども一つやはりこうリクルートその採用の時に難しさがあるのは優秀な人に来てもらいたいで採用します、うん、地域に関係ない優秀,な優秀だなと思った人を採用しますそうするともっと条件のいいもっと面白いというかまあ ある意味ででは大きな町に転職してしてまうんですよねそうなると非常にこうコストとしてまた採用しなきゃいけないというような悪循環になっていてリクルートの部分で私はエサ市になぜ来たいのか公務員になりたいんじゃないエサ市で何で働きたいのかってことを聞きながらその意欲をしっかり持った 人材をリクルートしてでそれを育てていくってことを地道にやっていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうにそういったときにその自治体ごとに職員の人たちの交流とかあるいはじゃあ週2、エサ市週3、他の自治体とか要は今、ベンチャーとかスタートアップの業界でも人材の取り合いで。 みんな自社にいかに囲い込めるかがまあ成長に直結してるわけなんですけどそもそも人の数減ってってるじゃないですかでモチベーション高い人たちは言ったらじゃあベンチャーとかに行く可能性がやっぱ高い時にそこの地域とかこの街がすごい大好きでどうにかしたいっていう人を見つけたり、まあ、仲間にするのってもうハードルは上がっていく一方だと思うんですよそうなってた時に実はその地域内でのシェアとか交流みたいなのも必要にはなってくると思うんですよもうエサシフルタイムでじゃあそういう人たちが取れるのかというと別にエサシだけじゃなくてみんな 大変になっていくと思うんですけど、そのなんか採用の工夫とか他とのこう交流みたいなのってあったりするんですか。そうですね。なかなか難しい質問でそういう事例というのはちょっと思いつかないんですけど、本当にですね、小さい自治体になればなるほど専門性を持った職種の、うんうん、確保は難しくなってます。例えば保健師っていう人たちとか、うん、あるいはドブック建築の技術系の方とか。うんうん そういう人たちをどうやって確保するかってなったときにもう本当に奪い合いになっていてで、ねうん、で少し議論に出てるのはそういうのを周辺の自治体で採用して使い回せるような人材を置いたらいいんじゃないかっていうような議論も出てるんですけれどもなかなかそこが一歩踏み出せないやはり自治体同士の壁というのが超えられないのかなっていうふうに思っています。 僕らもそのあの仕事やってる上でとにかく水産でも農業でもコテ、まあ、コテというかこうゴリゴリの IT のスタートアップでも,もう大切なのは人材でしかないともう僕らは本当に人にしか着目しなくてその時 Web3 って私すごいなと思ったのが。 地方創生の取り組みって僕らも地域金融機関の皆さんとかと結構やったりしていかに若い人優秀な人を巻き込めるかってやってきたんですよほぼ無風だったんですよそれは Web3 のおかげで地方創生の頭に Web3 ってつけるだけでやりたいですっていう人が増え,増えるんです実際にですごい若い人たちが問い合わせをもらって僕これはすごいチャンスだなと。 ウェブ3をこうフックにして結局地域でその課題に向き合えば最終的に別にウェブ3だったりそれに付随するものを使う、使わないはさておき現場はやっぱ知れてそこにやりがいを感じれる人をこれだけ巻き込めるチャンスってもうなかなかないなと思って,てなんてさっきの,あの山越の例とかもそうだと思うんですけどそういういデジタル村民だったりバーチャルな関係性の人たちを地域の仕事地域のルール作りだったり産業作りに なんか,活かせる組織づくりができた方がいいかなと思っててそれがなんかもう制度上難しいと思うんですよねやっぱ公務員っていう立て付けがあるんで,でこれはちょっと菊田さんにお聞きしたいんですけどそのやっぱ人材の流動性を高めたり優秀な人たちを地域で働いてもらうときに一極集中をまあ分散させるって時にそのなんに人材のこういう組織設計その採用の仕方とかそもそもの公務員の制度とかも含めたその辺の,そのなんか人材を 活用する仕組みみたいなところでなんか今議論されたりしてるんですか。ちなみにこれも全く事前打ち合わせしてないんで、いきなりこの内閣府の人にね、<laughs> もうほぼほぼなんかいきなりドッスルへと投げつけてるみたいな感じで、本当答えられるところだけ大丈夫ですか。はい、はい、あのなかなか答え難いところもあるんで、あのもう個人的なということで,で個人的なところでお願いします。私があの省庁を見てましてですね、後輩たちもすごいたくさん転職していきます。ですよね。<laughs> 昔とやっぱ全然景色が違うと思いますね。うん、で。 あのそれに合わせてですねやはり途中で中,中東で採用するとかこういったあの結構努力もしてますんで、まあ、だん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 もうそういうふうな社会になりつつあるんだろうなと思いますし、えー、我々もですねあの、まあ、私のこれ個人的感想ですけど、まあ、あのやはりそうしなければあの日本の次の産業をこう生かすという時にもあのやっぱりこれまでみたいな一回入ってそのままずっと と、あのその組織で奉公するような形だと、もしかしたら成長しないのかもしれないという風うにも思います。これはでも全然あのなな決,ま決まってるというか、その、うん、そういうようなあの哲学があるかどうかもわかんないんですけれども、はいはい、あの雰囲気はもう完全にそっちに移っています。はい、ありがとうございます。はい、やっぱりその流動性大事だなと思って。さっきのた例えば、じゃあ内閣府官房内閣府で nft やるとあたまたま金融庁で。 仮想通貨やってた人たちがいるとで知ってるでそこであの金光さんたちともつながってできるこれってやっぱりその近しい範囲内だけでも人材がやっぱり行き来してチームビルディングされた結果だと思うんでなんかそういうのやっぱ地方にあの持っていければなと思います。<laughs> それについて言うと、ですねあのおっしゃる通りです、あのうん、私のいる事務局は、ですね3分の1のメンバーが国から、3分の1が自治体から、うんああね、3分の1は民間から来られていましてそう、民間はどうやって採用な、何の職種っていうか、どういうあいそれはそれぞれあのお企画官だったり、補佐だったり、基本年齢に応じてますけれども、どうやってるかというと、あのまあ、私とかがあの企業に出向いていって、うん、頭下げてですね。 これはやっぱり技術の分かる人が今必要なんですって,ってあすません、ほとんどやっぱりこれ難しいのは、うん、弱手弁当的な感じで来てもらうことになっちゃうんですよ。我々のお支払いがすごい薄いんでですね頭を下げて一緒にやっていただけませんかとお願いして OK が取れればおいでいただくということをやってます。はい、じゃあ常にこうウェルカムだってことですね ウェルカムですけれどもあの全然制、まあ、度としてはまだやっぱり弱いと思ってまして、うん、将来的にはちゃんとあのアメリカ流のリボルビングドアですかね明、うん、の人が缶の,の中に完全に入って、うん、も転職して、うん、しかしあのちょっと時間が経てばまた転職して外に出ていくみたいなまさにはい。 私とこうチェンジしていただくというようなことができるのがアメリカ型だと思うんですね。ういうふうになるのが多分まあ将来の姿なのかなと想像します私もこれ最近聞いた話なんですあなんか日本すごい未来あるなと感じたのはワクチンあったじゃないですかでワクチンがなんか接種が遅いとか早いとかすごいこう叩かれてたきに実はなんかあれってこうあの匿名チームみたいなのを作られたんですよね政治家の方々、中央官庁の方。 自治体とか結構もうこうよ、まあ、りすぐりというか選抜されたメンバーでこう集まって世論にめちゃめちゃフルぼっこにされながらあの一緒にこうプロジェクトやったからすごい絆が生まれて今それがまた仕事に生かされてるだからよく言われてるこう縦割りの組織構造みたいなのって実はなんかあんまり報道されてないけどすごく。 先進的というかあの革新的な取り組みが進んでいってて人材の交流がなんか起きているのかなという気はしました。という意味で言うと、まあ、時間なくなってきたのでちょっと締めに入ってきて向こう山さんたちがあのやられてたそういたうシンクタンクの機能みたいなのも先ほどその自民党の NFT のペーパーですかああいうのも多分今までの縦割りの仕組みだとできてなかったと思うんですけどそういう,こう民間を巻き込んだ形でのプロジェクトってやっぱ結構進んでってるんですか 本当にそうだと思います、あのー、私自身も NFT のホワイトペーパーちょっと手伝っていたんですけれどもそ,それとも単純に自分がシンクタンクの時のあのー。 検証をまとめたのが塩崎昭久衆議院議員で彼が NFT ペーパーの取りまとめをやっていたから引っ張り込まれたっていう話だったんですけれどもでもコロナの時もあもデータサイエンティストをいかに外からっていうので会社からあの参与っていう形で引っ張ってきてチームを作ったりっていうケースもありましたしその特にデジタルの分野は専門家がいないとできないっていう意識が高いのでえそういうチームがどんどんできているっていうのは本当にあの変わってきているところじゃないかなと思います。なるほどですね ありがとうございますじゃちょっとだいぶ時間が迫ってきたんであの締めに入りたいんですけど、あのー、今日はやっぱりちょっと一番感じたのはそのいかに仲間をプロジェクトベースで集めるかってことだと思ってて今日参加されている方々、まあ、結構たくさんいらっしゃいますけどなんかイベントやっぱりこうやって飛田さんとか事務局の皆さん素晴らしいのやっていただいていかにこれを形にするためにチームに落とし込むかってところで僕がなんか一方的に皆さんに関しているのはいわゆる中央とか地方とかあるいは公務員と。 民間とかっていう垣根は実は志がある人たちほどすごくなくなってきていて開かれてるんでもうすでにそういった方やそういう取り組みしている方も今日会場いっぱいいらっしゃると思うんですけどこれ視聴している方とか会場にいる方でもどんどんそのコラボして各地域で取り組みをやっていただきたいなと思いますっていうのも含めてじゃあちょっとえ照井さんから会場の皆さんにそういう仲間集めも含めたメッセージを一言いただいていいですかはい 人口7000人の町ですけど本当に危機的状況です、んえなんですけども、この地方にこそ、私は魅力があり、可能性があると思っています、それをどういかに現実世界が良くなるか、地域が良くなるか、そういうことにいろんな技術、民間の皆さんのお力をいただきながら、地域を盛り上げていきたいなと思っています、皆さんといい出会いができ,たできて、こういう場に入れたことが大変光栄です、ぜひ今後ともよろしくお願いしまます今日はあありりががととううごござざいいしたます。 やっぱ町長ていうとなんかすごくアクセスしにくいイメージなんですけど、照井さんにじゃあちょっとこういうことを提案したいとかこういうのを知りたいといっと時はどうやってコンタクトしたらよいんですかそうですすかそうねフェイスブック、ツイッター各 SNS であ、はい、これもすごいことですよね、やっぱ今の時代って、はい、エサーが好きでとかこれを機会にエサシ調べてこんないいとこなんだっていうので、はい、若かったりウェブスイートの力をって方がいたらウェルカムってことではい大丈夫ですありがとうございますでは菊田さん、最後一言お願いします。 あの今日は本当にあのありがとうございました。あのやはりあのこういう場に来てあの現場の話聞くとですねすごくやっぱりこうあの考えることいっぱいあります。あの人材のところは私ちょっと理想論を申し上げましたけれども、町長が言う通りですね。やっぱその地域に愛着を持ってずっとそのあの継続的に関わってくださる人をどうやって見つけるのかっていうのはすごい。 大事な問題で、そこに注力されている、その、やっぱ努力があるんだなということを、あの、思いました。あの、ちょっと、そういうのを含めてですね。今からも、あの、皆様、あの、民間の方々。あの、自治体の方々、意見をしっかり受け止めて。いい、まあ、あの、地方じ、えー、地方創生、えー、デジタル伝統し進めたいなというふうに思いました。引き続き、どうぞ、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。あと、デジデン甲子園は。10月末から、また、公募開始と。<laughs> はい、まだ、あの。 オフィシャルには言えてないんですけど、10月末から始まりますので、はい皆さんぜひよろしくお願いします。ね、ますお願いします。ありがとうございます。じゃあ向山さんお願いします。はい。えっと私自身もずっとサラリーマンでビジネスの世界にいて、そこからどうやって公共、社会のために働けるんだろうって思って、 で,会社を辞めてでも官僚に今からなれねえなという気持ちもあってで中間的なところっていうのでシンクタンクに行きました多分キャリアパスとしてもいろんな関わり方があるプロジェクトベースでもあると思いますし外の専門家っていうのもあると思いますし様々な公共への関わり方っていうのが出てきているのかなっていうふうに思いますので是非あの公共に進んでみたいぞと思う方はもう副業でもあの兼業でもシンクタンクでもお待ちしております。はい はい、ありがとうございます。じゃあ皆さん、あの今日はありがとうございました。ご登壇の皆さんありがとうございました。 あの星野です。よろしくお願いします。ますます <laughs> あのまあかなりあのすごくボリュームのある <laughs> あの話で、あのいろいろ疲れもあるかなと。<laughs> 早いね。ま, <laughs>、まあ、まだあと二セッションあるんだよ。まあ、あと二セッションあるんですが、はい、まあえっとちょっとその間の、えー、まあ予告としてですね、あのこんな感じであの NFT をまあ配布するえっとサービスをうちでやってまして、あの Q R コードを読んでいただくと。 あの特別な NFT を今、配布していて、まあ、あの特に仮想通貨とか暗号資産とかいらずに取得できるものなのであのもしよかったらあのここで NFT を取得するという体験をして帰っていただけたらとまだです、ね、まだネッション残っているのであれなんですが <laughs>、はい、まあちょっと余興として楽しんでいただければと思いますのでよろししくお願いいます、はい、ありがとうございます。 あの本当に星野さんとは、さっきの写真に実は入ってたんです私の一番初めの2014年の写真あったんですけど、2014年から一緒にやっていて、今もこの NFT だけじゃなくて、ウェブ3に関しての、まあ、技術的なサポート役というか、本当にエンジニア集団なので、それにお願いしてるんですけど、実言うと、これを使って、皆さんも知ってるかもしれないですけど、自民党の岸田トークンと言われてるものは、これで作られてます、<laughs> 実は。 でそういう仕事も一緒にやりながらということで、えー、今進めておりますあのハザラのベースあの簡単に作れますのでぜひ試してみてくださいありがとうございましたさて皆さんここまで四つのセッションのうちのまだ二つ終わったばかりということでようやく折り返し地点でございますここからさらに加速してまいりますここからはセッション3コミュニティツールとして Web3 を考えると題しまして進めてまいりますそれでは登壇者の方をご紹介いたしますサナジー株式会社代表取締役菊池恵さんよろしくお願いします SBI NFT 株式会社セールススペシャリスト SBI VC トレード株式会社経営企画部竹森圭之介さんよろしくお願いします 株式会社ガイアックス西村たまきさんよろしくお願いしますそしてコーディネーターはニャウ CEO 山峰純也さんですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします じゃあですね、あのーまあ、私、えー、ご紹介に預かりました、えー、山峰と申しますけれども、まあ、のコーディネートということでここからあの進めさせていただきたいと思いますで、まあ、皆さんと、ね、できるだけあの長い時間楽しいディスカッションをしていきたいなと思うんですけれども、まあ、まずはちょっと自己紹介がてらそれぞれやっていること、えー、興味を持っていることというところをまあ紹介していくという流れでさせていただければと思いますじゃあまず私からトップバッターをさせていただきます。 ニャウインクという、まあ、ふざけた名前をしているんですけれども別にあの猫好きだからというわけではありません、まあ、いろんな事情があってなったんですが私はあの多分この中で言うと相当変わったポ,ポジションというか経歴でもともとはあのキュレーターという仕事をしていますで、えっと、キュレーターさてキュレーターとは何でしょうというところなんですけど。あの 東京都にあるまあ、東京都写真美術館というところと、あの金沢21世紀美術館と水戸芸術館という現代美術を扱う。美術館で、えー、キュレーターという仕事をまあ10年以上やってました。キュレーターって何やる？仕事かって言うとまあ、展覧会を作ったりして。 アート作品がこういう文脈でこういう意味があるんですよみたいなことをまあ説明していくようなまあ仕事をやってたんですね。でところがまあなかなかこう美術館を取り巻くようなあのエコシステム文経済が悪くな,るなれば文化予算どんどんへこむのであの頑張っても頑張っても伸びないあのそういう予算が増えていかないみたいな現状に対してまあ あの不安を覚えて、まあ、独立して自分で会社やったりとか暁、えっと、というゲーム会社があるんですけれどもそちらの代表と一緒にアートファンデーションを作ったりっていうようなことをやっていて ANB っていう六本木のスペースをアートスペースをまあランニングさせたりとかベックさんと一緒にアートフェスティバルを作ったりとか。 あとまあテレビ番組とかまあのフォーブスさんとかとえーアート特集アート番組を作ったりとかっていうところのまあ視をしたりとかっていうこともあればあの文化庁さんがえっと ABEX さんじゃないやえと文化庁さんがサマーソニックさんがやってると組んでアートのプロジェクトをやりたいっていうところのパブリックアートとえーキュリエーションとプロジェクトをやったりとかっていうことをやっておりましたでまあこんないろんなことをまあやるようになっていった僕なんですけどもあのこれ えー、ニューニューアーカイブエコシステムフォーカルチュラルアセットって何のこっちゃしかもニューがついてるこれ間違いです失礼しました <laughs> であのこれただの間違いですでまあ新しいアーカイブとえっ、ー、とまあエコシスアーカイブがを作って文化的な価値のあるものを集めてきてそれでマーケットがあの届かないようなものも、えー、に対するエコシステムを作っていきたいなというふうにまあ思ってますで最近 アートアートマーケットがすごく。まあ注目されていて、投資価値のあるものとしてアートがすごくまあ言われているな。何々の作品がいくらだったみたいな話とか、オークションでどうなったみたいなことが起こるとでこういうことを続けていくと。とまあ、文化がえっ、ー、と経済価値にこう。偏重していってしまうということが起こると何が起こるかというと元々その。 え文化価値が高いけれどもお金にしづらいものっていうのもたくさんあったんですねでそういうものがなかなか注目されなくなってくるっていうことがありますでそういった折りの中でやっぱりその例えば日本の伝統産業っていうのは結構あの厳しくなってきていて、まあ、伝統工芸の領域でいくと、まあ、昭和59年のピーク時に比べて生産額が5分の1にまで落ち込んでいるみたいなデータが出ていたりとかっていうのもあれば、えーとまあ、美術館の作品の、えーと 収入っていうのがあの博物館もそうなんですけど非常に厳しいところがたくさんあるっていうところだったりとか資料を購入する予算がないと資料を購入する予算がないっていうことは何かっていうとあの僕らのあ博物館の仕事っていうのは資料を集めることで年表を書き続けるみたいな仕事なんですねつまり年譜が続かなくなるわけですよ歴史が止まるっていうことなんですこれ大大問題なんですけども日本の美術館や博物館っていうのは観光,あの観光集客 授業とぐらいいにしか思われてない側面があるのでこういったことがあると歴史の担い手がなくなる歴史が担い手がなくなるっていうのはそういうあの国家としての,あの何かを失っていくってことになるわけですね文化を失っていくとで,で最近あった事例でこれなかなか大きなイベントだなことだなと思ったのはえっと日本の近代建築家の中ですごく重要な篠原和夫という人がいますでこの人が作った「からかさの家」っていう非常に重要な あの建築遺産というのがまあ日本でえっと誰も住まなくなって守られなくなってまあそんなにねまあ民家なんでそんなにたくさんのコストをかけてかかるような話ではないんですけれどもこれをわざわざあのビトラという家具メーカーが持っているビトラキャンパスというまあ建築のたくさんのアーカイブがある研究施設があるんですけどもそちらにわざわざ移築してるんですよ数億円かけて。で こういうことをやってでもやっぱり価値があるものに対して日本でなかなかそれを守ろうというの力になっていかないっていうのが結構大きな問題だと思います。でまたこれはまた別の角度なんですけど丹下健三が建築した香川にある体育館があるんですねでこちらも取り壊しが決まっていますとで次はサーナーさんがやるんですけどもあのこういったものが失われてしまえばもうそこでデジタルアーカイブも作ることができなければどんどん,どんどんなくなっていってしまうと。で そういった丹下、まあ、建造の仕事を将来の日本人が見れなくなっていくみたいなことが起こっていったら一体どういうことになるのかってことをまあ考えなければいけないということが我々の課題としてあるなというふうには思ってます。で全然関係ないんですけどこれ何だと思いますかあの ご覧通り一角獣なんですけど全然関係がない話をするとここにあの僕すごい「イビンランドサーガー」っていうバイキングの漫画が大好きなんですけどここのそういうシーンの中でこの一角獣の,の角の部分ってめちゃくちゃ高価で取引される万能薬みたいな役割だって言われるんですね。でそれでめちゃくちゃ高価なものだからその主人公が資金調達をしなきゃいけないっていう折にそのちょっと意地悪なその資本家の方が。 これを大量に渡すすんで,すでただこれ難点があって何かっていうとその、えー、バイキングの話なんでしかもアイスランドの話なんでアイスランドでそれをも,れもらいますねでそれを高価で買い取ってくれるのはギリシャまで行かないといけませんみたいな話でむちゃくちゃ大変な話なんですよ。でマーケットのない文化資源をお金に変えるのはそれぐらい難しいっていうだけの話をしたかったんですけど。 でこれ何,で何をし、えー、その後にねあの僕らがしていきたいかっていうふうに考えるとエコシステムそのもののあり方とかマーケットの構造自体をちょっとハックしてずらしていくことによってあのそういったあのお金にならなかったような文化資源を守っていくっていう観点を作りたいなというふうに思ってますと。でそれがさっき言った何のこっちゃって「ニューニュー」ってついてたもののまあ正体なんですけど例えばあの文化財を持っている人だったりとかその著作権者あるいはアーティストっていう人たちが えっと、デジタルその人たちが持っているアセットをデジタルアーカイブしたりとか、えー、していくデジタル化をしていく例えば建築物だったらデジタルスキャンをしていくとかっていうことをしたりとかあるいは伝統技法だったらそれをその技法のメソッドをそのまま、えー、あの記録アーカイブしていくとでそういうものからインスピレーションを受けたクリエイターがその一次創作に対する、えー、と二次、えー、流 創作をして、それを NFT コンテンツにして NFT マーケットに市場に出していって、でそのえっとリターンをえっと全員に返していくっていうようなことができないのかなというふうにまあ思ってます。でまあこれでもちろんすべてのことをフォローアップできるわけじゃないんですけども、こういうことをすることによってその問題 がができるるんじゃなないいかかっっててうとところがあるかなと思ってますでそれをまあ方法論として考えていった時にはあのどんなことがあるかと伝統工芸だったら刺繍のパターンとかっていうのは非常にこうジェネラティブアート的なところもあると思うのでプログラミングベースでクリエーションをやっているジェネラティブアーティストと組んで作ってもらうとか。 まあ先ほど言った建築遺産だったらスキャンしてメタバース用のコンテンツにしていくで踊り手だったら例えばまあそのモーションキャプチャーをするでそのモーションを使って CG コンテンツを作っていくみたいなことってことができるであるとで例えばまあさっきの,あの今までのトークセッションの中でもたるをシェアするみたいな話とかもありましたがパブリックアートの共同保有みたいなこともまあできるような。 気はしておりまして、まあそんなようなことをやりたいななんて思っていたら、まあ日田さんにこうご声掛けをいただいたので、という状況です。はい、一旦私の方はこちらで終了したいと思います。それではですね、あの私が聞いている順番通りにいくと、次は菊池さんとなりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 えとまず自己紹介からさせていただくとサナジ株式会社のもともと、えー、出身が旭川で、えー、と大学からえとです、ね、ずっと海外に行ってアジアとかアフリカで国際協力の仕事をした後、えー、DMM のアフリカ事業部の立ち上げをえて旭川に3年4年前ぐらいに U ターンして。 今はローカルプロデュース的な地方の地方創生の仕事だったりとかサステイナブルな街づくりという文脈でお仕事をさせていただいてます。で今回多分登壇者の中で一番ウェブ3に疎い詳しくない代表だと思うんですがブロックチェーンとの関わりとしては当時 DMM にいた時に家から近いところにあのキャンプファイアーの家入さんがやってたゼニハウスっていうブロックチェーンのシェアハウスがあってですね、えーまあ、そこに入居してた つながりもあって、まあ、国際協力とかアフリカでのブロックチェーンのユースケースとかで勉強会を開いたりして、えー、その時に企画者の飛田さんが来てくれてたりし,てしたんですけどそれ以降は特に関わりがなかったので、まあ、今あの地元の旭川で U ターンしてからですね誰もが新しい一歩を踏み出せる街へということで旭、まあ、川も北海道全体的にそうだと思うんですけど結構おとなしくてですね 何かやりたいけどなかなか一歩を踏み出せないみたいなところがあるので、まあ、そういうスペースをこう作れたらそういう人が行き交ったりとかするようなスペースが作れたらいいなっていうことで、まあ、NEST っていうコミュニティを立ち上げて、まあ、地域の今中学校の子とか最初小,小学5年生でまあ学校の当たり前をぶっ壊せみたいな。 最初も学校でもやもやしてたけど今なんかこう自分でワークショップとかを企画し始めたりして今度神山高専に行きますみたいな子だったり結構インターナショナルスクールの子だったり外国人だったりアフリカのベンチャー企業で働いてる人がこうワーケーションに定期的に来てくれたりというような、まあ、コミュニティをちょっとやってる側として結構こう山古志の成功事例とかもあると思うんですけど、まあ、地方の小さなローカルコミュニティが。 どうう Web3 関係あるんだろうかみたいな人がほとんどだと思うのでちょっとそういう視点でちょっとお話しさせていただければなと思いますなんでどう、えー、実装されていくんだろうみたいなみんなワイワイ騒いでいくけど関係あるのかなみたいなですね声が結構あの知らない人にとっては多いと思うのでちょっと今回事例として私も、えー、講師として関わったりさせてもらっている東川町ょ旭川の隣町の人口8000人ぐらいの でも結構今地方創生とかではすごいよく取り上げられるような街なんですけれども、えーとまあ、東京から移住した2人の女性が、まあ、デンマークのフォルケ・フォイス・コーレというなんか人生の学校みたいなところをですね、まあ、立ち上げて、えー、今やっているところがあってもう2年ぐらいかなちょっと待ってくださいねで、まあ、実際今定期的にあの東京とかいろんなところからですねこう1週間とかだいたい3ヶ月とか長期で来て、まあ、皆さんこう 学校、まあ、ちょっと学校っぽいところもあるんですけど対話だったりとか、まあ、いろんな体験、えー、と木工で何か作ったりとかして、まあ、長期的にこう共同生活しながら滞在していくので、まあ、すごくファンコミュニティがめちゃくちゃ強くて私も今参加させてもらったりしてるんですけど LINE とかで、えー、こんなことやりたいねみたいな大体いい1回の参加者十何人とかなんですけど年齢は大学生から4五5 0代の方までいらっしゃって。 でそこのコミュニティがどどんどん,どん,どん今増えてきていてきい一部の人はやっぱ町のファンになるので、まあ、ふるさと納税で東川町はあの株主制度っていう制度をやっていて、まあ、結構 NFT の,のメンバーシップみたいなところにも結構似てると思うんですけれどもそういうコミュニティの貴族館だったりとか、まあ、実際にワーケーション施設とかですね投資先を選択して支援できたりとかで実際に今令和3年度で9.5億円で株主が 9.5万人もいるっていう結構巨大なコミュニティなので Web3 じゃなくても結構こういうところは仕組みは今まあふるさと納税っていうスケールしてどこの市町村もやってる仕組みでできてるんだなっていうところをちょっと今回改めて見ていてただもう少し小さい規模でここの LINE のやってるこんなことやりたいねってなった時にえ今,今のところなかなかちょうどいい仕組みがないのでまあそういったもうちょっと行政区より小さいところでまああのできたりとか。 あとはさっきも山古志の事例が出てましたけど旭川市も人口35万人ぐらいで結構盛り上がってる自治体って旭川市とかじゃなくて旭川市の中の丹別とかそういうなんか独自のエリアがこう盛り上がってるんですけどふるさと納税とかだとどうしてもそういう小さい地域なかなか取り上げられなかったりとか意思決定ができなかったりするのでそういうなんか小さいところをのリソースを、まあ、形実装していくのには一つ使えるかなと。 あとさっきの東川町の事例で言うと結構日本語学校とかもあって外国人の人がたくさん来てるのにふるさと納税だとまあ日本の制度なのでなかなか外国人とかの関わりしようがないかなっていうのが、えー、今ちょっとウェブ3で行くと可能性を感じているところであります。あとは身近な例で言うとたまに大雪山国立公園あのすごく美しいところに登るんですが結構こう。 海外の方もスキーに来たりとかすするる場所でではあるんですが、結構山の整備が大変で地元の NPO さんとかがすごく地道に活動していて多分寄付したい人は結構いるんだけれども外国の人も含めてなかなかそこの資金集めのところにつながってないっていうのがあるので今アメリカでも国立公園の NFT とかがあるんですけれども、まあ、そういうのを発行したりとか、まあ、結構大切断みたいな強いコンテンツがある時っていうのは意外とやりにくやりやすいのかなと。 ちょっっと思ったり妄想していますであとちょっとこのトピックがすごく抽象的で難しいコミュニティーツールとしての Web3 を考えるってことなんですが、えー、今、まあ、NFT も含めてあのオンライン上のコミュニティすごくまあコミュニティって大事だよねみたいなこうマーケティング的な要素で盛り上げるために結構大事だよねみたいなところは言われてるとは思うんですけど、まあ、ローカルコミュニティとこう NFT とかオンラインのやっぱりコミュニティを比較した時に、まあ、リアルなものって なののですごく実生活とかに関係あるもの、まあ、一方で NFT とか結構バーチャルなので、まあ、やっていく中でそこの何て言うんだろうなこうハレーションというかが出てくる可能性があるのかなとあと人数的にも結構違ったりとかいい質の高いコミュニティってやっぱり結構ある程度ローカルだと数が限られているからいいコミュニティみたいなところもあるので、えーまあ、あとはスケールしたいようなコミュニティとそんなにスケールよりも質を高くしたいとか。 まあオープンネスとか、まあ、インセンティブも山越みたいな例はすごくいい人たちが集まっていてここの街面白いよねみたいなところがあるんですけど今、ね、結構他のコミュニティとかだとどうしても金銭的なところがインセンティブになっているので、まあ、ローカルでもうちょっと自分たちの街よくしたよねとかワクワクしたよねっていうところとのこう差をどう埋めていくのかみたいなところは、まあ、Web3 みたいなものをこうローカル、まあ、リアルな生活があるところに導入していくところでちょっと気になるというか。 ところだなと思いながらですね、いろいろ妄想していたりしています。はい、こんなところでちょっと私はあまりウェブ3には詳しくないので、詳しい方にですね、この後お話を聞ければなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では続いてもうとても詳しい方にバトンをたお願いしようかなと思います。はい、えっ、ー、とじゃすみません、えっ、ー、とよろしくお願いします。 森ですえー、とじゃあコミュニティツールとしての Web3 を考えるというところで、えー、と簡単に資料を作ってきましたなんですけど、まあ、自己紹介って感じになってます。はい えっとまず経歴のところの話です。えっと、現職が SBINFT の営業企画部というところにおりますというところと、えっと、SBIVC トレイルという暗号資産交換業のところも経営企画部に属しておりましてどうやってあのこの Web3 をです、ね、一般の人でも使えるようにしやすい、主役するかみたいなところをです、ね、総合的に実はやっています。もともと実はこれ職歴としてこれ書いてあるんですけれどもあの地方銀行で新卒で入った後に でえっと、愛知県の一宮市役所っていうですね実は自治体の方で6年以上実は働いてましたみたいなところであのどうやって町おこしできるんだろうだったりとかどうやったらいろんな人を金融で救えるんだろうみたいなことを昔から実は経験して実は今の現職にいるというふうなところだったりとかしております、えっと、Web3 歴というか、まあ、あのブロックチェーンを触っている歴というのは2017年の頃から触っていますというところで、まあ、あのいろんなところですね Web2、Web3 Web の垣根だったりとか 関と民の書き入れだったりとか、金融引き入の課金だったりとか、こういったものを超えていきたいなというふうなところを進めておいております。はいでえっと、会社の紹介の方に入ります。えっと、SBINFT という会社でございます。もともとスマートアプリというスタートアップで2015年に設立されました。でえっと、2021年の9月に、ねえっと、SBI グループ入りしましてですね、 ナナクサという NFT マーケットプレイスをやっておりましたけれども、えー、今年の3月、SBINFT マーケットというところでリブラウンディングをしておりますといったところです。で、マーケットプレイスを運営しているんですけれども、あのまあ当社の強みみたいなところでいうと,、えー、と、技術力のあるエンジニアだったり、ブロックチェーンエンジニアが大多数抱えているといったところと、あと SBI グループシナジーを活用して、Web3 の社会実装を進めていくというふうなところでございます。 でえっと、うちの会社がやってることは、えっと、3つあります、えっと、結構皆さんのイメージであの七草というか SBINFT マーケットのイメージが強いんですけれども、えっと、それはあの実はあの、まあ、軸の中の1つですといったところでございまして、1つが NFT マーケットプレイスの SBINFT マーケットをやっているというところ、でえっと、もう1つはその社会実装のお手伝いを支えあの一緒に企業様とさせていただいているといったところでございまして、えー、実際にローソンエンターテインメントさんだったりとか、 レコチュクさんだったりとかっていうところで表に出ているあのプレスだったりとかにもあるんですけれども、そういったところをやらせていただいております。で、えー、と先ほど申し上げたとおり、エンジニアの方を多数抱えているといったところで,ですね、事業者様が Web3 事業をです、ね、やりたいといったときに、えー、と我々の方でですね、エンジニアリングの支援の方をさせていただいているという3つ目の軸がございます。と、はい、いうところで、えー、とここから先えっ、ー、とコミュニティーツールとして NFT の可能性みたいなところですね、えー、と図で書いたものでございます。 こちらの資料は、えっと、総務省のですね今年の情報通信白書のところに、えっと、あるものなんですけれども、えっと、今、実はこの NFT ってどこで活用されてるんでした、どこでどういった今、プレスリリースが毎日、だいたい20とか30ぐらいですね、実は NFT で検索すると出てくるぐらいですね、いろんなところがやっています。で、じゃあここのところ、今、どこで動いてるかっていうと、このコンテンツ、サービスのところで、今、実は事例っていうのがたくさん出てきています。 でえっと、じゃあ実際に NFT どういうふうに今使われているかみたいなところをです、ね、書いたのがこちらになります。であの最初に出てきていたところというのがこの一番下の,このデジタルコンテンツというところで、えっと、アートだったりとかそういったものをデジタルコンテンツにしようみたいな文脈が出てきました。でそこに合わせてです、ね、あの今回の話の中で出てきている山古質の事例だったりとかで例えば投票権の事例だったりとかコミュニティのアクセス権だったりとかそしてクラウドファンディング。 経歴証明こういった形でですねいろいろな事例というのがどんどん増えてきています。はいでえっと、これ、当社の事例になりますけれども、えっと、これあの、先ほどの経歴証明のにまさに該当するものになってきます。で、えー、コミュニティーツールという文脈として説明させていただきますと、いわゆるその学校と卒業生をつなぐ絆としてのコミュニティーツールみたいなところの文脈だと思っております。えー、専門学校のバンタンというところにですね、 あの卒業生に対して、えーと、譲渡不可能な卒業証書 NFT を付与するというふうな取り組みを、えー、今年の3月にさせていただきましたというところ、実はあの多分今年あの3月にやった、こういう取り組みをやったっていうのはもしかしたら国内初かもしれないんですけれども、あのまあ、実はやってましたというところがあります。で、えー、とこの NFT をですね、えー、と卒業生の皆さんにまあ配布をしまして、で実際にあのその NFT の卒業証書の画面は、 その,の NFT を持っている人しか見ることができないというふうな設計でやらせていたりしておりました。はい、で、次が、これが、えっと、実はつい最近の事例でございます。えっと、これは地域と観光客をつなぐためコ,ミコミュニティツールというふうな文脈での NFT でございます。えっと、広島県のです、ね、竹原市という、えー、自治体がございましてですね。 えとこちらのです、ねえー、と街歩きをすると NFT アートがもらえますよというふうな、えーとこちらですね、取り組みの方をさせていただいております。こちら、あの実施期間がです、ねえー、とまさに来週10月の29日の土曜日から1月の3来年の1月の31日にかけてというふうな形なんですけれども、まあ、こういったこの期間に、えー、と実際に、えー、広島県竹原市に行っていただいてその街歩きをしていただく中で,です、ね、NFT アートを手に入れてもらうと。 でもらった NFT アートを持っていると、街の中でさまざまな特典を使えますよみたいなところで,です、ね、いわゆるその地域にです、ね、あの人にが来てもらうためのツールとして、この NFT を活用しているみたいなところでございますというふうなところでございます。といったところで、コミュニティーツールという文脈のところでも、本当に幅広い文脈で、えっと、いろんな使われ方があると思うんですけれども、まあ、あのうちとしてはあのこれをやるみたいなところで特に決めてはおりませんけれども、 あの本さまざまなユースケースでですねどんどん事例みたいなところを作っていければなと思っておりますというふうなところがうちの紹介ですでえっとまあ最後に SBI グループの Web3 戦略についてと VC トレードっていうところですね私の方が SBIVC トレードというところでアナゴシサコ環境のところにもおるんですけれどもまあ今やっぱりそのメタマスクだったりとかそういったところのツールがないとアクセスできないというところがかなりのハードルになっているみたいなところがあると思っていますと。 でえっとそういったところで,ですね一般の人がどうしてもウェブスルーに踏み切れないっていったところをですねえっとまあグループの力を使ってですねあの超えていきたいなと思っておりますといったところで,ですね私の方の紹介とさせていただきますありがとうございましたはいありがとうございましたでは続きまして西村さんお願いいたします皆さんこんにちは株式会社ガイアックスの西村です。 よろしくお願いします。私自身ですね。えっとガイアックスの会社で45年働いていて、学生の頃からあの働いてます。で、ブロックチェーン。実はあの最近でして、始めたのは半年以内とかなので、菊池さんの次に詳しくない人です。<laughs> どうだろう？菊池さんの方が詳しいかもしれない。 そうでですねであの私、ブロックチェーン触る前はですねあのインバウンド旅行者がたくさんあの海外からの旅行者がたくさん日本に来ていた時が2018年、19年だったかなと思うんですけども彼らに対してツアーを作ったりあとガイドを育ててああとですねあの箱根の方にえっと芸者さんがいるんですけど芸者さんの日本文化 守るためにというか日本文化をこうあの海外にプロモーションするために一緒にイベントをやってあの海外のお客さんに見てもらうみたいな事業をやってたりしたんですけどやっぱりコロナの影響があってもう事業が全然ダメになってあったんですよね。でつ面白いのがブロックチェーンで主催者である飛あ田さんにあのそれこそブロックチェーンのいろいろ教えてもらって。 あのよくブロックチェーンの世界だとラビットホールっていう言葉が言われるかなと思うんですけど面白さに触れた時にもうウさぎの穴に転がり落ちるようにあこれは面白いと思ってあの走ってきた半年間ですちょっと弊社の,あの説明をさせていただこうと思います、えっと、人と人をつなげるっていうのが私たちあの弊社のスローガンになってます私たちがよく社内で言ってるのはあの人間が 幸せに感じる時って自分自身を幸せにすることもそうなんですけど周りの人を幸せにするっていうのが幸せを感じる瞬間なんじゃないかなとで何に困ってるのかっていうのは家族で例えばお母さんお皿洗ってほしいかなとか洗濯物畳んでほしいかなとかちっちゃい子から大きい子供まで家族であればすぐに助けようと思うんですけどじゃあ赤の谷になった時にすぐ助けれるかどうかっていうとそうではない時もあると思います。 でその時にソーシャルメディアっていうものが現れた時に目の前の人とのコミュニケーションだけではなくて世界中の人と一緒にコミュニケーションすることが可能になったその次に私たちが今あの取り組んでいるシェアリングエコノミーに注力して事業を作ったりとかあの投資をしてるんですけどシェアリングエコノミーの世界はすごくて赤の他人の車に乗ったりとか赤の他人の、えっと、家に泊まったりとか一緒にこうスキルを学ばせてもらったりとかそういうことが可能になるんですよね。 1で一つ事業の,あの内容でちょっと面白いなと思ったのが AIBNB さん代表となるようなシェアリングエコノミーの事業だと思うんですけどウクライナの戦争が起きた時に泊まりに行かないのに過去にそのお家に泊まりに行った人たちがそのお家を買ったんですよね体験を買ったんですよね。それっって過過去にに泊またたことがある一緒に時間を過ごした人 を助けたいいいっっていう思いがあったから自分は使わないんだけどお金をそういうふうにこう目の前の人だけじゃなくて赤の他人でももう助けてしまうような世界が増えることで幸せの総量って大きくなってくるんじゃないかなと思っていてシェアリングエコノミーに注力していますとあともう一歩踏み込むと DAO 今日たくさんキーワード DAO で出てきてると思うんですけど DAO ってもっとすごいなと私自身は思っていてまだシェアリングエコノミーって ゲストトとホススなんですよねなんかステージの劇場とお客さんの状態なんですでも DAO の世界だとお客さんも劇場のこうステージ上に上げちゃって一緒に劇作っちゃうみたいなそういう世界観なんですよねなのであの課題感を持った人たちが同じテーブルで議論し合うことで社会がより良くならないわけがないと <laughs> 私は思ってます、はい、ちょっとふわっとした話ですみませんこんな感じですね で私たちはシェアリングエコノミー協会というものもやっていて代表が代表理事を、えっと、務めているんですけども北海道の方でも自治体さんとあの手を、えっと、協業させていただいていますいちょっと話は変わるんですけども私の一番最初のブロックチェーンの取り組みを紹介させてください。 渋谷の方でですねミライインスティュートという会社があのシ,ェアシェアオフィスを東京の方でいくつか展開されている会社さんがガイアックスの投資先の会社さんなんですけど彼らと一緒にクリプトベースという、あのー、コワーキングスペースを立ち上げましたここがですねあのクリプト特化の人たち向けのコワーキングスペースになっていて、えっと、上の写真がラウンジのスペースになっていますねあごめんなさいすべての写真ラウンジのスペースですねで3階がここになっていて45階が入居スペースになっています でこの3回ではあの勉強会がやったりやっていたりとか、あとイベントがクリプト関連のイベントが毎日されている状況になってます。でこういうようなですね。で一例のあのイベントはこの女性のキャリアを考えるっていうイベントをやったりしていました。はい。この着想を得たのはですね、あの6月にニューヨークのマンハッタンに行ったんですけど、それが NFT ニューヨークというあの NFT の世界最大のカンファレンスがあった時に行ってきたんですが、そこで見た Web3 特化シェアオフィスがあって結構ですね Web3 クリプトってあんまりふうんですか、ね、普段会う人と話すってあんまりないん <laughs> ですよね。であのオンラインではたくさんコミ,ュニティコミュニティがあったりとかコミュニケーションがなされてるんですけどオフラインだとなかなか話しづらい。でもこういうここの場所に行くとみんな話してる内容がクリプトだったりとかしていやこれは面白いと思って東京にもこれはあるべきなんじゃないかなと思って作りました。はい、でここ面白いのが やっぱりオンラインってテキストコミュニケーションなのでみんな精査してからこう投稿したりとかなんとなくちょっとプレッシャーに感じちゃってるところはあると思うんですよね。 ですけどオフラインのこの場所だとこう肩ひじら離ずにというかちょっとあのゆったりした形でこういうアイディア考えてるんだけどとかこういうとことからないんだけどみたいなあの会話がたくさん生まれる場所になっていて今 Web3 特化と言いつつも、えっと、昼間は Web2 というか、えっと、全然関係ない企業で働かれていて勉強中ですっていう方々があのたくさん集まっている状況になっていて面白いなと感じてます。 で皆さんがそういうふうにディスカッションをこう自由にする場所なのでそこからたくさんプロジェクトも生まれるような場所にできたらなっていうふうに思っていてまあここはあのビルダーたち Web3 のいいところって中央集権に頼らなくて良いところ個人がみんながビルダーになれる世界だと思ってますなのでそういうビルダーたちが集まって新しいプロジェクトが生まれる場所にしていきたいなと思ってますでこの入居の人たちもあのクリプト特化の人たちもいて その中でもあのスカイランドベンチャーズさんという VC のあの Web3 に特化したファンドを持っている VC が入居していたりするので、もしかしたらその場で出資が決まるかもしれないっていうような面白い場所になってます。もし東京にお越しの際は来てください。であともう一つですね、私の方で今構想中なので、ちょっと夢物語りみたいなところもあると思うんですけど、またフィードバックもいただきたいなというふうに思ってるんですが、取り組んでいる。 プロジェクトがありますプラネットダオっていう名前です何をしてるかっていうと今資本主義の悪いところ 開発がどんどんんされてしまってしかも商業的な開発がされちゃって文化の面とか環境の面とか全く考えずに利益目の前の利益だけ追いかけて開発がされてしまっているっていう状況があると思うんですね、まあ、その結果京都だったりとか東京だったりあのセッション1でも話が出ましたけどそういうところにも富が集中してしまってじゃあ本当に文化的価値のある地方はどんどんされていってしまうというような状況が起こってると思います。まあ、その価値分配 をするようなダウにしたいなと思っていますちょっと抽象的すぎる話なので例をお伝えしたいなと思うんですけどイギリスの方でナショナルトラストっていう運動があるんですよね聞いたことある人はいるかもしれないんですがこれがどういう運動かっていうと国民が募金をするんです年間1万円ぐらいの募金をするでその集めたお金でイギリスってやっぱり歴史の長い国なので文化 財だったりとか、まあ歴史的こう遺産物件がたくさんあるんですよね。そういうところに保全をするんですよね。お金を投資する。で、払った人たちはそういうあの観光地だったり物件に泊まれたり滞在したりできるっていうような仕組みになってます。で、実はこれ日本でもナショナルトラスト運動っていうのがあって、1960年ですね。あの鎌倉のえっと一番大きな神社、鶴岡八幡宮っていう神社があるんですけど、そこの奥に森があるんですよね。 で森があるからこそ神社がきれいに見えるんですけど森をマンションにしちゃおうっていう動きが、まあ、一部大手デベロッパーの中から出てきてマンションにしちゃいますっていうことが決まったんですよねでそこで市民が立ち上がっていやそれは良くないと森を守りたいっていうことで募金活動をしてその土地を全部買収して市民森を守ったっていう話がありますこの段はそういうことをしたいと思ってます、はい、なので守るべき環境だったり歴史を DAO のメンバーで所有をして独自の基準でちゃんと開発をするとか環境に良い開発をして運用をするっていう DAO にしたいと思ってます。で独自の開発基準の導入ってところなんですけど一番最後に利回りがくる一番最初は環境に開発環境の良い開発ができてるって,いうかっていうかどうかっていうところが一つ目。 あともう2つ目はたくさん今日の選手の中でも出てきたと思うんですけどやっぱり地域に住んでいる人たちに一番投票の比重が多くなるように共存を考える一番最後に利回りが出ますよっていうような仕組みにしたいと思ってます。今ね、あのー、じゃあ自然に優しい 生活をししてててみましょうとかって結構ハードル高くて私もやっぱり関東から離れ,れないっていうところがあったりするので結構ハードル高いなと思ってますただブロックチェーンで今持ってる資産の一部をここに預けるだけでこういう環境保全の運動に賛同できますよとか推進できますよ一緒に実験できますよっていうような手軽にというか気軽にあの環境保全に関わることができますよっていうようなダ a を作りたいなっていうふうに思ってます。 <laughs> これはまだ構想ばかりで、あの今日のセッション1、2、さっきも話出てましたけど、じゃあ、地域の人たちとどういうふうに共存するのかとか、どういうふうに、ね、あの運用を実際したらどうなるのかみたいな話もたくさんあると思うので、この後のディスカッションでも話せればなと思ってます。よろろししししくお願いいままます、はい、西村さんありがととううございましたいや僕もちょうど最近手島っててころに行きまして で、手島はあのアートプロジェクトでも有名なんですけども「手島事件」という日本の歴史に残る大汚染問題がありましてでそれを、えー、実はツアーそっちのツアーに参加してたんですよね。そそれでその戦地域を見てきてき非常にもうあの 浄化されてきててきき普通のの下水水レベルのあの水質になってきたとただもう何十年もかけて市民が運動を起こして行政を信用せず自分たちのパワーで地域を買い取ってそれでまあ浄化を作業をしてきたということを考えるとまあもしかしたらまあでその組合っていうものの在り方が当時まあそういうダオみたいなものが使えてたらもっとより良い形でコミュニケーションを継続させるようなものができたのかもなっていうものを見ながらあの考えていたんですけれども。 そういったこう、まあ、自然環境も広い意味ではそのみんながね必要なものですよね。でその今日のまあ話をこう聞いていくとそのコミュニティっていうことをどういうふうにまあ捉え直すかっていうことが一つのポイントなのかなっていうことをちょっと思ってきてでその先ほどの,あの西村さんの話の中で生、まあ、き過ぎた資本主義の弊害みたいな話で。で まあその誰かがまあ資材をこう伸ばして増やしていこう個人の資産を増やしていこうあるいは組織の資産を増やしていこうっていうプライベートな方のパワーっていうものがこう伸びていく代わりに何かが失われてきたでそれがまあ,あるとで,でもそれはこう共通財共通な資産ですよねでそれはもう自然環境もそうですし地域の文化もそうですで失われてしまうとそれを取り戻すのにものすごい時間がかかるとでも壊すのは簡単だと。 った時にそれが失われないようにえとみんなで守りながらそれを愛してそこにいられる環境というものをまあ楽しむある種のそ,のそういったものとのライフスタイルの変化とか価値観の変化ということが非常に大きいなというところの中でまあそれはまあ常にまああの問われ続ける問題だとは思うんですけどまあその中でツールとしてそのこの Web3 というものがどのようにまあ機能をしうるのか。 ということを、まあ、それぞれの角度からご意見があるのかなというふうにまあ思っているんですけれどもあの例えば旭、まあ、川でも実践されている中で、えー、とあるいはまあ東川の事例を見たりする中で、まあ、こういうことができるとあのいいんじゃないかなというふうに思ってることだか例えばいかがでしょうえちょっと私ピュアに、まあ、これができたらというかプラネット DAO とかも今まだ、うん。 疑問としてあるのは、まあ、コミュニティトラストとかも比較的そんなに中央集権じゃなくて市民草の根、ね、市民活動的なまあダオっぽいっちゃダオっぽい差があるもので今だったらいろんな多分、まあ、国だとしたら、まあ、森林環境税みたいな国でやっているでまあ森林とかに斎藤しているものもあるし、まあ、今だったらクラファンとかもまあ出てきたりしているのでなんか実際こうちょっと質問を振っちゃったりですけど Web3 <laughs> <laughs> を。 使ったらここがいいんだ、まあ、価値の交換とか、ね、世界中から資金が集められるとかあるんですけど実際こうどこがいいんですかねその既存のものもと比べて一つ劇的にやっぱり違うと思うのはそのさっきお伝えしたステージの上にいるものとお客さんっていう立ち位置がなくなる同じテーブルで議論が可能になるっていうところだと思うんですよね。 で結局誰かがこう有識者だったりとか誰かにその権利を委託した方がうまくいくよねみたいな話はあると思うんです実際実験してみたらそういうふうになるっていうのはあると思うんですけどそもそもじゃあその権利が私たちにあるっていうところが劇的な違いなんじゃないかなっていうふうに思ってますでなんか先週ですね、えっと「滑らかな社会とその敵」の本を書いた、はい、あのトークショーに参加してたんですけど それを聞いたとき民主主義って一番最後に最新版が出てきたのって200年前とからしいんですよねだから今そういう民主主義最適化の民主主義って何だっけっていう実験をしてもいいんじゃないかなっていうふうに思っているしその実験自体が楽しいなって思ってます答えになってますから <laughs> ありがとうございますちょっととと朝日かの事例とかで言うと 実は結構34年,年前にコミュニティ的なものを始めてでやっぱりまあ山越のねあのすぐディスコード返す人って言ってたんですけどやっぱコミュニティ運営とかマネジメントすごい大変で私はちょっと多分34年経って若干、まあ、コロナとかもあって今,今若干コミュニティとしてはちょっとげ自分ももうちょっと今お,お休みじゃないですけど小休憩状態みたいな感じにあって。<laughs> でまあ、最近隣のコンパスさん東川ですごくいいコミュニティが育っているのでなんで今日挙、まあ、げさせてもらったんですけど、まあ、やっぱり求心力とコミュニティってなった時に、まあ、Web3 っていうツールよりもやっぱりその求心力だったりとかその何のためのコミュニティなのかっていうところがやっぱりすごく大事な気がしているので今はちょっと自分自身でこれみたいなのは実はないことはないんですけどやりたいなっていう思いもありつつやっぱりすごく。 こう大変だなっていうのが分かってるので <laughs> すごく実は腰が重いただまあ今こういうなんだろうな Web3 みたいな文脈もあることでやっぱり仲間を作るきっかけになったりとかいろんな外の人をこう巻き込む結構自分で抱えがちだった気がするのでなんかそういう意味で Web3 とかこういうものでま,あまた新しいチームができてまあこう一緒にやっていくみたいな流れができればすごくいいなと思ってますかあの マスメディアがずっと長い時期続いてきてで、そのまあウォルター・リップマンっていうメディア論者が,が学者がいて、彼が戦時中。あの戦第2大戦。まあ、以前に言ったのはその民主主義というものは理想論に過ぎなくて。なぜならあのそれは。 全員が賢き人々であるということを前提にしているから、大概はその迷える子羊たちを、ステレオタイプという網をかけて、そこに引き込んでいかなければ、民主主義というもの、システム自体が破綻するということを言っている、だからこそ、マスメディアを使って、少数な賢き人たちが人民を導いてあげる必要があるのだということを言っていたと。 でそういうものに対して、まあ、あのやっぱりそのフリーカルチャーだったりとかそういう自由主義の人たちというものが、まあ、あの未来を信託したものがインターネットだったとでそれで、まあその、彼らが情報がそういうふうにまあ開かれることによってライゾー的状況が生まれるだろう,あろうという期待があったとしかし、まあ、本当にそうなったのかということとここからコミュニティの話に向かう。 ですけどそのコミュニティっていうふうに言った時にライゾーム的なコミュニティってなかなか難しいとこで、絶対に水平性があって透明性があってピアツーピアでこう物事が起こっていくでそれで自由にいい方向に行くかっていうことがなかなか難しい例えばそのファンコミュニティとか、えー、でも結局まあタレントだった人とかがこう行くことによってそこでまあ何かができるとじゃあこれを ただやっぱりここの、えー、議論の中で言うとそのみんなでその例えば地域であったりとか あの文化であったりとかこういうものがあるといいよねっていう共感をまず持ってる人たち同士が集まってそれでそこの中でま議論をしながらこう進めていくことができるのかっていうところがこれが Web3 のまあ一つの実験というか挑戦なんだとした場合にそういったこうツールっていうものを作っていくにはどのような開発が必要でしょうか <laughs> <laughs> というパスを投げます。 そうですねウェブ3の、えっと、多分これも何でしょうあのイベントに参加してオンライン、オフライン関係なく多分参加していただいている方というのはある程度、ウェブ3に関する、えっと、知見がある方という,ふうな前提でお話をするとやはりその入り口にまずその共感があ,ってあることがそもそも前提で始まっているというところがこのコミュニティーツールのところだと思っています。で共感ががそそもそも前提がない ものに関してその例えば NFT だったりとかしても買われることはないですしみたいなところがあってでその先にじゃあ実際に、えー、熱,熱量だったりとかそういったところをです、ねえー、と高めていく時のツールとして、えー、NFT の先にある、えー、例えば、えー、と山越のパターンだと Discord とかを SNS のツールとして使っていたりだったりとか。 で、そのディスコードの中で、えー、限定的な、えー、と保有者だけのコミュニティを作るっていうところで NFT が活用されていたり、さらにその先に、えー、投票システムとしてのスナップショットが活用されていたりみたいなところだとは思っております。で、あくまでこれってその、じゃあコミュニティって最近初めてできたものかっていうと、そもそもそういうわけではなくて、は、え、る、ー、か昔からあるわけですあの。村の中とか町の中とかでもそもそもコミュニティなんてものは。 ある一定の絆例えばさっきの事例で学校っていう絆で結ばれたものもあれば地域という絆で結ばれたものもあればといったところもあると思いましたあ。ありますというふうなところでそこにえっと最近新しく Web3 のツールができてきたっていうふうな観点ので見た方がえっともっと楽にですねあのか物事を考えれるんじゃないかなというふうに思っています。これまでで例えばその就勤とかでも えと例えば人が一軒一軒家を回ってです、ねはい、今月3000円ねみたいな町内会費をみたいな集めるみたいなパターンがです、ねあのまあ、昔はありましたと今とかだとそれが別に毎月口座振り替でできるようになっていったりだったりとかそこのところがデジタル化が進んでいっていますよとでその文脈の中で,で今 NFT だったりとかそういったところの新しい Web3 の文脈での,その、まあえー、ツールコミュニティーツールというのが生まれていると。でその中で さまざまなコミュニティの中でもし、これがそれを導入することによってスムーズに流れるのであれば使えばいいし、そこがまだえっと UI、UX 上なかなか厳しいのであればまだ現状は導入を見送るみたいなところの感覚を持ってえっとコミュニティ2としての Web3 の活用を考えていけばいいんじゃないかなと思っています。ありがとうございますますさにその元々 ずっとそのコミュニティっていうものはあるっていうことがあの本質的なことだと思うんですよね。だから取り組まなきゃいけない課題解決しなきゃいけないものっていうものは実はずっと脈々と続いている問題でじゃあそれをどうするかっていうことがあの挙げられると。で多分あの大きなこうポイントとして他にもうちょっと気になっているなっていうところが。その さっき情報の民主化っていう話は情報がなければ情報を増やせばいいわけですよね。でもお金が足りないからってお金を増やすとその社会が崩れていくわけじゃないですか。ということはその何かに回し始めていくっていうことは誰かが持っているものをずらしていかなきゃいけないっていう動かしているもっていうふうになっているものをどのように動かしていくのか。 それは今回の話の中でいくと2つぐらいこうあの全く違うベクトルがあるなと思っていてその感覚を共有している人たちがみんなで支え合おうっていう感覚ちょっとずつ出し合ってそれを支えていこうというパターンとあのそのまあさっきもちょっと利回りの話とかっていうことはありましたけれどもまあいいことをするっていうことに参加することでまあ投資をするとか。 そういう,、えー、こう持っている人からもらっていくのお金をこちらに流していくっていう考え方と大きくあるであろうとで、まあ、そのある種のこの二極化が起こっている状況っていうものをと、えー、それがこう民主化っていうことが,あのが同時にこう議論される、ね、垂直軸と水平軸がかなり極端な状態で話し合われているなんて常々思うんですよね。でそのの中間層っていうものを、まあ、作り得る こう可能性ということについてもちょっともう一回あの竹森さんに聞きたいなとに思ったりします。はい、ありがとうございます。えっとまさにそうだと思っています。えっと Web3 の技術を使うことに何が起こっているかっていうと。 いわゆるその金融の文脈のこれまではその企業にだけが独占され許されていたところが自由化されたみたいなところの文脈がありますといったところで今さまざまな NFT のプロジェクトみたいなのがですねあの世界中にあのまあ存在しているわけです。でえとそこでえとまあ今日の話の中でも出てきている通りそり NFT を持ってそのスケールをするというそお金の意味でスケールをするというふうな文脈でいくと。 今、山越の事例で現状うまくいっているというところはありつつもこれがさまざまなところで起こっていったときに当然ながら、えっと、失敗する事例あるいはこれが、えっと、犯罪みたいな形になる事例みたいなところができてくるというふうなところがそもそもあると思っていますで、えっと、今回セッション2とかでもあったと思うんですけれども、えっと、あくまでここの、えっと、金融の自由化の前にです、ねえっと一言必要だと思っています。それ何かっていうとう えと金融の,その責任ある自由化というところですね、この責任あるというキーワードが、えー、とやはりあるかないかというところが非常に肝になってくると思っています。えー、それが、えー、と国とかがやっぱり目指しているところだったりとかっていうのは、いろんな人が安心安全に使っていけるような、えー、ところっていうところですね、そこのところをやはりちゃんとやっていかないと、この Web3 の、えー、と一般化、コミュニティーツールとして普通の人が使える世界というのは、 なかなかやってこないですし逆に言うとここを越えてくることによって誰でも今みんながインターネットを使っているかのようにこの Web3 のツールを使っているという世界を実現することができるんじゃないかなと思っていますなのでまあつもうそういうことにまあ特化してずっとこうやられている世界が、まあ、あのもうクリプトの世界でまあ強くなっている人たちがいるっていう世界があると。 どんどんいろんな人たちが入ってきたときに、まあ、海外と日本の状況とかもそうかもしれないですけどその新規参入者がこう、まあ、羊よくわからない羊の状態でオオカミの群れに入っていくみたいなことが起こりうるっていうことの限きがもしかしたらなくないない世界も生じうるリスクはあるっていう話だと思うんですよねででも、まあ。でもとはいえやっぱり その段階的状況をいかにして弾力性を持って作っていくかってことがでもこの,あのコミュニティというかこの話の,の Web3 の可能性として見ているっていうところはあるのかなというふうにまあ思います。でちょっとあのえっ、ー、と菊池さんに質問なんですけどもやはり実際に生身でコミュニティを作っていくのは大変じゃないですか。でコミュニケーションコストが膨大にかかるしでなんかまあ気づいたら誰かがこう なんかこうきっとねどっかで村三部3.0みたいなことが起こるかもしれないじゃないですかみたいなことを考えるとなかなか大変な部分はあると思うんですけどもそのローカルでその地域,その地域に住んでいることっていうまあ定住者人口だけじゃなくその関係人口が増えてきてその人たちもその村人だったりとか何かしらの形でまあ外国人も含めて関与していくっていうことがその。 まあそこに対してお金を出してくれる人が増えるよって税金,払税金的なものを払ってくれる人が増えるよってこと以上にやっぱ人と人のつながりとか開発していくとかそのクリエイティビティみたいな話もあると思うんですけどっていうところの中でこうなんか人的なリソースとしての可能性みたいなことを感じたりしますか そうですね今多分コロナもあっていろんな人たちがやっぱり来るようになっていて、まあ、本当に、えーとまあ、海外の人も、まあ、東京の人だったりとか、まあ、地方に集ま,集まって、まあ、そこで何らかのことをしてくれるっていうところはすごくあると思うんですね。でまあ、もちろん Web3 もその位置きっかけになりうるとは思うんですけど、まあ、結構前提条件があるなと思っていて、まあ、山越の事例も地域とずっとつながってるコーディネーターの方がいたりとか。 あのやっぱりゼあれデジタル村民でも確か村民の方にまあ無料配布したって言ってもマジョリティじゃないわけじゃないですかで,でも村の名前は名乗ってるわけですよねなので外国人の全く日本に来たこともない人が買っている可能性もあってでやっぱり他の NFT コミュニティもうちょっと陶器的な NFT コミュニティも見てみるとやっぱりこの間聞いたらやっぱアフリカのナイジェリアの人たちがすごくこう。 まあホワイトリストに乗るためにワわってやってくるみたいな話があってやっぱり何も制限しないとこうそういう感じのベクトルの人たちも来てしまうので,でデジタルバーチャル上の人であればそれが失敗してもなんかこう名前が汚されたとしてもいいんですけどやっぱそこに住んでる人からすると全く知らないところでそういうことが起こってたりするとまあすごくなんだろうな。 まあデメリットもまあオープンにすることのまあすごくデメリットもあるのでまあただあのそういうところをしっかり多分設計できる気がきっと設計してくれる気がするのでまあそういうところをしっかり設計していけばやっぱり今なんだろうな地域にこう訪れるすごく関わりろがサッカーもよくちょっとクローズであんまり地域のコミュニティが見えにくいとかって言われるんですけどまあなんでそこの塩梅の良さというか一回訪れて好きってなった時に何か関わりたいと思った時に まあそういうツールがあるとあの本当により幅広くてで同じ趣味の人たちとかあの山スキーとかスキースキーとか今はど,どうしてもなんかフェイスブックのグループぐらいでとどまっているものをもうちょっとお金、まあ、価値のところも含めてもうちょっと滑らかにできるんじゃないかなっていう可能性はすごく感じます。 そうですねまさにその価値観共有をしていくことができてでそれをいいなとこれがいいなと思っている人同士がま出会えてかつてそれを守っていくっていう運動になってそこに経済も動いていってそこ,そこにもともといた人たちだけじゃない人たちによってこう進んでいくっていう,こう未来が、ねまあ、あるといいなというところを思います。で先ほどどの、ね、その、まあ、ラビットホールの話をあのされれてましたけれども やっぱりそういう,こう一つのこう夢っていうものがこう求心力になって進んでいく時ってあると思うんですよねでも同時にそれが急速に求心力を失うことっていうのも同時であると思っていてそれをこう例えばじゃあその外科のプロジェクトをやるときにどのようにまあこう人をね巻き込みながら実践しながらその夢を語りながら前進していくかとか。 あるいは自分自身が失うか,かもしれないじゃないですかでそういう上でどういうふうに、ね、あのこうモチベーションをこう作っていこうみたいなのってあるいったりしますめちゃくちゃ難しい質問ですねでぶち当たりそうな課題だなと思いました <laughs> ありがとうございます <laughs> 先に言っていただいてでもまさにあの菊池さんみたいな方と一緒にやりたいなと思っていて私自身もそういうコミュニティにじゃあ実際入っているかっていうとそうではないあの関東に住んでてっていう身なので。 でも、課題感をやっぱり感じていて私自身も環境保全のこととかに関わりたいけどちょっとハードルがあるなってそういう人たちたくさんいるんじゃないかなってで、今あの、コロナで結構価値観変わったなというふうに感じてて、なんか都心に住んでいい服着ていいもの食べてみたいなって必要なんだっけっていうこれって本当に豊かさなんだっけみたいなことはあのみんな思ってると思うんですよね。なんか あの自然豊かなところでお味噌汁とご飯と美味しいと、ね、れたての野菜で作ったご飯で美味しいじゃないかってこれが幸せなんじゃないかっていう風に変わってきてると思うのでそういうところにお金を使いたいなって思う人たちは増えてくるんじゃないかなっていう風に思っていますと。で ただ、じゃあコミュニティの地域の住んでる人たちとどう、ね、コラボしていくとかコーディネートしていくっていうところはやっぱり私一人じゃできないところであの世界に訴えかけるところは私があるので一緒に <laughs> 地域のところは作っていきましょうって、はい、言いたいたところですねいや今回、ちょっとコミュニティ何がコミュニティと重要なのかっていろいろ改めて調べていて何かの記事でその求心力 まあ仏教ってこのまあなんか真理を見極めるみたいなんでそれがあるんでその周りにずっとしかも終わらないじゃないですかなんでコミュニティが永続的に続いているっていう話があって結構地域さっきもちょっといろいろ話して地域文脈だと意外とむず難しさというかちょっと複雑性があるんですけどもうちょっとシンプルな方がコミュニティツールとして向いてるかなと思っていてさっきのウイスキーとかまあその。 でまあ、なんだろうなこう世,界世界一のウイスキーを作ろうみたいなテーマだと終わ,終わらないですし結構まあシンプルなのでコミュニティがこがあまり課題が起きにくいなんかその地域とかとの対立も起こりにくいいや自分たちはおいしいウイスキーが飲みたいんだとで自然環境とかだと私も結構ゼロカーボンのお仕事とかもするんですがなかなか自然環境とかってモチベーションとしてはすごく見えにくい抽象的で見えにくいので。 でもウイスキー大好きな人とかたくさんいて、まあ、そのためにはきれいな水とか、まあ、森も必要だよねみたいな感じになってくるのでなんか今勘どころとしてはそ,そういうふうなやっぱファンコミュニティ的な方が地域づくりとか比較的公共なものはもうちょっと後のフェーズでいいんじゃないかなっていう気はちょっと今してます。わかりりままますすすみませんんちょっっっっと楽ししくてていっぱいぱ時間を使ってしまったんですけどもも会場の方にも残り 時間短くなってきたので質問を伺いたいなと思っております。いかがでしょうか <laughs> そうですね、なかなかね、こういうとき難しくて、引っ掛け問題みたいに皆さん手を上げてくださいっ,つって質問がない人は手を下ろしてくださいっ,って1本ぐらい残ったりするんですけど、ちょっと今日はやりません <laughs> <laughs> はい、お願いします。実際あの、弱気… プレイヤー今まあクラファンとかって今比較的誰でも実際やるのは成功させるのが実際大変なんですけどまあエントリーとしては簡単になってきたで地域の私たちみ私みたいな,なんかこう弱くてそんなに知識もなくてまあお金もそこまでないかもしれないみたいなプレイヤーが Web3 のツールを使ってまあそういうふうにできるような世界って大体どのぐらいできそうな感じですかあえっとできるかどうかっていうと別にある意味 そんなにかかんない気はしているんですけど一方で逆に僕ここってえっとんっとま逆質問ってわけでえっと懸念点として思っているところがあってどういうことかっていうと既存のクラウドファンディングってえっとお金を集めましたとってなった後にでもその後履行しませんでしたみたいなパターンっていうのは結構あると思うんですよで既存のクラウドファンディングに関してはそこってそこまでえっと強く言われないんですけどこれがおそらく Web3 になった途端えっとこれがおそらく いやけしからんみたいな話になりそうな気がしていて僕が懸念したの逆にそういったところが、えー、と今後法整備も含めてですね議論が進めていかなければいけないところだろうなというふうに感じているところですというところと,、えー、とさっきの収益分配のところとかもですねいろいろと法律前にです、ね、と考えないといけないところもありますよというところでははいっていいいとうころでございます、はいはい、ありがとうございます。えー、タイムアップ ということなので、まあ、非常にあのい,いろんな多方面に話ができて実質的な部分と、えー、まあ、次につながるような話ができたんじゃないかなというふうに思います。皆さんどうぞありがとうございました。ありがとうございました。 皆さんお待たせいたしました本日最後のセッションですセッション 4Web3 と金融と地方創生と登壇者の皆さんをご紹介いたしますサツドラホールディングス株式会社代表取締役社長兼 CEO 富山博さんあ、富山ですよろしくお願いします 慶応義塾大学大学院政策メディア研究科特任准教授古里佐藤啓司さん。古里佐藤です。よろしくお願いします。<laughs> TMI 総合法律事務所弁護士成本晴夫さん。成本です。よろしくお願いします。 そしてコーディネーターは株式会社ブロックチェーン戦略政策研究所代表取締役の平さんですよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますありがとうございます最後はちょっとリラックスしたムードだなんていうちょっとね結構長丁場でこんだけなんか疲れてるとは思わなかったので疲労感が漂ってきますそうそうそうどっちも平さんが一番疲れてるいやいやさっきね実は言うとサツドラ行って甘いもの買ってきてしたらクリーム感買ったら一番売れてるやつ一番売れ筋の カロリー高いやつを勘どころがいいですが皆さんよろしくお願いします、はいはい。ありがとうございます,いますとう,います、はい、いうわけで、あのー、始めるんですけどもまあまあ,あの本当にその今回123ってやってきたんですけどもあのなぜ本当にその金融っていうふうに持ってきたかっていうと多分すべてのものに対して、まあ、人の動きもそうなんですけどそれに対してこの金融というかお金の動きっていうのが。 非常に大事で、それをなどうやってまあ、調達もそうなんですけど。使って使っていく方ですね。あの、さっきも錦織のところもそうだったんですけど、どうやって使うかっていうのは分かってないとか、そういう話がたくさんあったと思うんですね。で、そういったところで、今回はそういう。まあ、最後にそのお金の周りをどうしたらいいかっていうところで、結構。プロ、 ぽいったプロですね。<laughs> すみません。<laughs> プロプロプロやってること。最後疲れてるけど最後も難しそうな話。<laughs> <laughs> そう最後は最後でちょっと難しいかもしれないんですけど、まあその、えー、今回のそうウェブスリーと金融ですね、金の流れとまあ地方創生でどうやってやっていくかっていうところを、えー、やっていこうというふうに思ってるんですけども、じゃあ最初、えー、成本先生お願いします。はい、えー。改めまして TMI の成本と申します。えー、っと少しだけ最初自己紹介を。 えと弁護士を2000年からやっておりますでもともと不動産と金融とかですね、まあ、不動産の証券化とかファンドとかって聞かれたことあるかもしれないませ、あ、んそういったことを専門でやっておりましたで2015年ぐらいからなんかこうフィンテックとかですねなんとかテックっていうのがこうちょっとこう世の中に出てきてその辺りからまあフィンテックとか、まあ、ちょっと不動産も専門なので不動産テックとかってやってる中でクラウドファンディング 特にあの投資型のクラウドファンディングというようなあたりそしてそれが今ですねセキュリティートークンって皆さん聞かれたことありますでしょうかデジタル証券という言い方もされてますそっちの方が聞かれたことあるかもしれません、まあ、そういったこう金融かけるちょっとテクノロジーみたいなところを、えー、ここ56年やりだしていてで今さらに NFT とか ああちょっと後でご紹介しますけど、ゲームファイ、えー、ブロックチェーンゲームとか、まあ、ちょっとそのあたりの,この暗号資産とかですね、そういったことをやってまして、今、シンガポールがベースで、シンガポールに家族とともに住んでますけども、3分の1ぐらい日本にやってきたりしてまして、えーまあ、そういう感じでやっておりますんで、だから今日はちょっとこう、今までのです、ねまあ、セッション3までの,の、このプロフィール、硬いっすよね、ね <laughs> 字が多すぎるす、ね、一,一番固いと思うて,て字が多すぎる、ちょっとこう、口頭でカバーさせてください。<laughs> あのただやっぱりです、ねあの、例えばクラウドファンディングでも、寄付型クラウドファンディングと投資型のクラウドファンディングって、やっぱり集まる金額って桁が違うんですよね、おそらく。<ー>現実問題としてそういういすごくこう理念共感 が行動であの動機になる人ってもちろん一定数いると思うんですけどおそらくそうじゃない262だとすると真ん中の6割ぐらいの人ってやっぱりそうは言ってももうちょっと分かりやすいものとか、まあ、さっきのウイスキーなんかもそうだと思います少しやっぱり分かりやすさとか経済的なあの動機の掛け算組み合わせ 100とか0100じゃなくてやっぱりそこの掛け算っていうのが必要かなと思ってて、まあ、ちょっとそんな話をするためにいくつかご紹介をしつつちょっとしたいんですけれども、えっと、今、なんとかトークンとかですねいろいろあります、これ全部読めるわけではないんですけれども、まあ、今、ご紹介したデジタル証券っていう,こういわゆる有価証券をトークン化したものもあれば、まあ、一番上、暗号資産ですよね。 あと、逆に下の方に NFT とかですねファントークンとか、ああ要はチームを応援しますっていうようなトークン、フィナンシェさんがやっているようなトークンとか、いろいろあるわけです。で、w e b 3るファイナンスっていうと、ちょっといくつか、ここら辺、ちょっと早めに飛ばしますけど、ディ f ファイって聞かれたことはあったりしますかね、ディーセントラライズ、これ、なんでもディーセントラライズつきますよね、DAO の D ですよね、ディーセントラライズ。あるいは、ここにもあります、DEX。 つまり中央集権じゃない中央集権中央管理されてない分散化されたっていう意味ですよねでそれのコミュニティというか団体が DAO であったりあるいは交換所暗号資産を交換する交換所が誰かが中央集権でやってるんじゃなくてそれがもうプログラミングされてて自動的にできるっていうのが DX だったり。 で、えー、レンディングっていうのもですね、えー、これはまあプログラミングされてて、えー、担保を、暗号資産なんかを担保に入れながら何かまた別の暗号資産を借り入れできるみたいなで、えー、そこにこうああの貸す元になる暗号資産をそこに拠出している人もいるわけです、これ個人の人が貸しててでその人が利息を得られる。つままり今まで銀行がやってたような 左の図ですけども銀行や金融機関がやっていたような機能をもう自動的にプログラムで組んでいてお金の出しても借りてもこれが自動的にもう行われるそうすると管理コストというのは非常にこう人件費も、えー、本社の所有権もいりませんから、えー、とコストがあ、まあ、あの省ける。 したがってその利息っていうものをまあほとんどそのお金のあ暗号資産の出して拠出元にこうリターン還元できるみたいな、まあ、こういうような世界観なのがまあディーゼントラライズそれを総称してディーファイいろんなこうあのファイナンスのサービスあるんですけども参考としてレンディングとかデリバティブとか挙げてます、まあ、こんなようなことが行われてたりとかあとゲームファイって聞いたことありますかねこれね。あの ゲームをするると暗号資産が稼げるあのドラクエであの冒険するとゴールドもらえるじゃないですかでもゴールドはあくまであのゲームの中でしか使えないゴールドなんですけどそうじゃなくて本当に暗号資産がもらえるその暗号資産はどっかの取引所で法定通貨にも変えられるつまり本当の現金を得られるようなゲームっていう意味で、まあ、ゲームかけるファイナンスでゲームファイナンスって言ってます。 でただこれ、皆さんいろいろ後でググっていただくと、えー、これは詐欺なんじゃないかとか、まあ、ポンジスキームって言われるようなこれ自転車操業でどん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 ん人が入らないかと結局その破綻するんじゃないかっていう見方もありますで現状、そういうようなものまだあると思いますただやろうとしていることは経済圏を作ろうとしていますお金を払ってでもゲームをしたい人って一定数いますよねとっていう中と ゲームでお金を稼げる、まあ、すごく稼げるかどうかは別として少しお金がもらえるってこれ今までにない体験ですよねゲームをして少しお金が稼げるどうせゲームするんだったらゼロじゃなくて少しお金が稼げるってすごくインセンティブとしてあるかなと。 で今、これを使ってフィリピンとか、まあ、あの災害があったような地域のお、まあ、あ貧困層の方々が少しそれで1ヶ月数万円とか稼げてですねそれで子供にに何かを買ってあげられましたなんていうことをやったりだとかあとはですね、えー、と日本の、えー、とシングルマザー協会と提供してそのシングルマザーの方とかにこうゲームをしてもらって数万円稼げるようにしてるとかっていうようなことも出てきてるまだ本当にあの正直 いろんな存在があります本当詐欺的なところもあると思いますからすべてがすべて正という意味ではないですがこういう世界観が出てきてるんですね。でここら辺まだあの昔 ICO とか IEO とか IEO 今ですねあの要は資金調達をする、まあ、会社とか何らかの組織が資金調達するときにそうやって暗号資産とかトークンを発行して資金調達するでそのトークンというものがいつか上場するからあ現金になりますよって言って資金調達する。 まあこういうことがあ行われてたんですね2016年頃からですかねただこれもまたかなり詐欺的なものがほとんどでしたっていうような世界があってでも今だんだん法整備が整って日本でも IEO という形で、えー、交換所が取引所が入ればあできるような形あるいは私今,今住んでるシンガポールなんかも一定の要件を備えればできるような形とかいろいろこうそうできてきてます。まあ、要はですねいいろいろこう やっぱり最初の頃って怪しいものもありますよねっていう中でただやっぱりこのお金っていうものをきっかけにしたで非中央集権的なものとかトークンっていうものを介して世界中からの個人からのお金を集められたりとかっていうようなことまあこういうことが起きてきてるのは実際かなと思ってます。でででででそそししてて一番直近で日本本ままああああのののおそらく皆さんんといいうかあの本当ににクリプトにあの慣れして死んでる方方じゃない方でまだ 神話性があるかなと思うのは STO というセキュリティートークンさっき言ったデジタル証券ですこれ野村証券さんとか SBI 証券さんとか大和証券さんが今売ってます実際に一口100万円とかで、まあ、要は何かっていうと有価証券をー、まあ、トークンの形でスマホで買えたり PC で買えたりしますよまあざっくりとそういうふうに思っていただいていいと思うんですけれども、まあ、例えばっていうことでいうと不動産が裏付けになったセキュリティートークン えー、渋谷の人のです、ね、28億円ぐらいのマンションを一口100万円ぐらいで投資できますと、えー、でだいたい予想利回り3.5%ぐらいですよっていうこう,こういう商品性なんですこれ渋谷の28億円のマンションを買おうと思ったら当然そんな買える個人ってなかなかいないわけですけども100万円から投資ができてかつ 途中でですね売りたくなったら運用期間の途中でも、えー、と証券会社が買い取ってくれる100万円で買ったものをいくらで買い取ってくれるかというとその都度の鑑定評価額ベースで、えー、時価を出してまして証券会社が、えー、それで買い取ってくれるまあそんなに普通レジデンス物件ですからそんなに大きく上下しないはずですおそらくは何か大きなリマショックとかなければ、まあ、そんなような世界観の商品性が出てきていますっていうのが いくつかもう去年の8月から10件ぐらい出ているんですけど例えばこれ静岡の、えー、これやっぱりえっと3 4 0億円ぐらいの不動産を今度はですね40年間運用しますよで、えー、一口10万円から買えますよで途中で売却したくなったら鑑定評価額ベースで換金もできますよこういうことができるようになってきてるんですね。 受け皿になななるるような商品性もあり得るかなと思ってます0.001%のとこに置いとくぐらいならですねじゃあちょっとこういうとこ置いとこうかとで現金化したくなったらすぐ現金化できると、まあ、こんなようなことが、まあ、ブロックチェーンを使ってですね今トークンという形でできるようになってますでさらにはこれも実際にセキュリティートークン化された物件ですけども草津温泉の旅館ですこれもやはり3 4 0 5 0億円ぐらいだったかな4 5 0億円のものを えー、一口、えー、っと50万円から投資できますという形ですけれどもこれ面白いのは、えー、今度資金調達するこの例えばこの不動産を持ってる側からすると、まあ、利回り4%ぐらいでってこれは発売したんですけれども例えば利回り2%その代わり宿泊券10万円年間宿泊できる券10万円あげますって言ったら個人の方からした見たら。 あ10万円の現金とほとんど同等ねっていう,こうリターンを感じられると思うんですところが発行体側は10万円の宿泊券発行してても原価ってもっと安いですよね多分あるいは空,空室の日に使えますっていうことにしてればもうプラスアルファだと思うんですこれが直接金融の面白いところで今までに本当の意味で直接金融してるものって、まあ、株とかありましたけれどももう少し 現金預貯金1000兆円寝てますってこれもうずーっと何十年も言われて投資に動かせって言いながらなかなか動かないなぜかっていうのは一つ僕はやっぱり多くの人は株とかリートみたいなこんな上下するような商品はですねあんまり好きじゃないんだと思うんですもうちょっと安定的なローリスクローリターンの商品そして現金化しやすい商品ってなるとそういうことを考えるとでそしてそこにえ宿泊券ができますあるいはですね これ丸井さんってあの百貨店の丸井さんなんですけども、自分たちの社債を買いませんかっていうのを普通は証券会社が売るんですけどこれセキュリティートークンを使って自分たちでエポス会員のカード会員自分たちで持ってますからそこに直接です、ね、買いませんかって売りかけてるんです。 これ要はですね中抜きまあ中抜きって言ったらごめんなさい証券会社の方言ったら分かるんですけど <laughs> あの要はブロックチェーンとかウェブ3とかの発想ってそううやっぱり中間コストを取っ払って直接つながるっていうところは一つあの世界観としてあるかなそこでコストがこう抜けるわけですよね抜けるってのは減らせるわけですよねでその利息も社債の利回りもポイントで払いますって言うんですそれとも現金の送金コストも減らせるし いいいですよねっていう、まあ、こういうようなことがだん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 有価証券っていう今まで本当にガチガチの世界からも少し出てきてるで暗号資産とかやっぱり NFT っていうとですねちょっとなかなか遠いかなっていう世界観の中でも、まあ、こういったものが出てきてるっていうのは少し近いとこかなと思ってますで僕の中のまとめというかあのまた後で議論の何か種になればいいなと思っているのはやっぱりブロックチェーンを使うことで小口化分散化 そして、売りやすいという流動性、そしてそれが本物かという申請性、こういうものが低コストで実現できるようになりましたと。ですから、今までだったら1万人の人に物を売るといったらとっても管理コストも高かったわけですけれども、それをこうコストも低くできるようになったがゆえに、個人のお金を何十億円って固められるようになった。そうすると、 中,中間コストって言っちゃいけない機関、えっと、投資家の何十億円っていうお金よりは要求利回りが低いはずなんですだってそれコストかかってないはずだからっていう理論的なそういう直接金融のいいところも出てきてますしそれから Web3 ってよく所有の時代だとかあと伊藤正一さんだと参加の時代だなんていうふうに言いますけれども例えばそういうことがこう一緒くたになってきてるかなっていうのがありまして例えば。 えー、ちょっと下のほうに書いてますけどマンションをさっきの言ったマンションのセキュリティートークンマンションの収益を裏付けに配当がありますって、こういうセキュリティートークンをマンションに住んでいる人に買ってもらうと何が起きるかというと利用しているものでありながらオーナーの一部でもあるってなると綺麗に使うんじゃないかなと思うんで不動産を。っていうふうに例えば自分が出るときになったら誰か紹介なんかしたりなんかしてとかそういうことに起きるんじゃないかなって。 そういうい行動変容につながるんじゃないかこれでやっぱり所有と利用とか参加の一体化ってことかなと思ってますしあとインセンティブ設計っていうのもやっぱり Web3 で重要なキーワードだと思うんですけども投資とか資産性っていうものとやっぱり好きとか応援っていう一番最初に言いましたけど100とか0100じゃなくてやっぱその掛け算みたいなところが、まあ、Web2.5 って言ってもいいかもしれませんけどやっぱりちょっと3.0行く前にちょっと時間はかかるかなと思うんです。 あのちょっと僕らみたいな年をいった人がみんな死ぬまでちょっと一世代入れ替わるまではですね現実的にはそういうところあるんじゃないかなと思ってます。でそこでいくとやっぱふるさと納税ってすごくよくできたものだなと思っていて僕はあのあ,あいうセキュリティートークンも地方の不動産を裏付けにした投資有価証券もこれをふるさと納税で渡すなんていうこともできたらいいって思ってあのちょっと一緒にやろうとしてる自治体さん探したりもしてるんですけども。 これをこうど,んど,んどんどん妄想に近い、推し進めていくとです、ね、例えばあるエリア、ある村、ある市を全部底地をセキュリティートークン化して、底地権をです、ね、みんなで共有するような形、一物件だけじゃなくて、そうすると、そのエリアが流行れば流行るほど、えー、人口が増えれば増えるほど価値上がりますよね、と配当も増えますよね。まあ これをトークンっていうものを持っててトークンの価値が上がりますよってやってるのが多分、おそらく DAO だとは思うんですけど、まあ、もうちょっとトークンより分かりやすい意味で言うと配当がもらえますよねっていうセキュリティートークンかなと思っていてそうすると、そこの地域に別に全部を住宅にしようじゃなくて公園も配置しようとかいい学校をこうとかやっぱそこのエリアマネジメントが実際にリターンとしてなってくるっていうようなこういう世界観もあるんじゃないかなと。 でさらに言うと、そのセキュリティートークン、例えば一口1円で切り刻んで,です、ね、で、物を買ったりするときの弁済機能、まあ、その通貨的な機能も持たせられると、何がいいかなと思うと、要は持ってるだけで利回りがつきますよ、で、弁済にもなりますよ、要は預金って本当はそういうもんですよね、預金としてあれ運用してるわけです、0.001しかつかないけど、で、弁済にも使えますよ、デビットカードで。 そういったものって他にも作れるんじゃないかなっていうのが、まあ、ちょっと最後の方の妄想なんですけどおそらくふるさと納税とか通貨とか地域通貨とかもうこれからお二人が多分もうプロフェッショナルなので私も勉強させていただきたいと思いいままますすすせん長くなりりした以上ですはい、ありがとうございます。 いや、なんか、また新たに勉強になったなあ、みたいな感じ、かなり完全な講義ですよね、これ。ねもう整理されましたね。<laughs> これ、本当、今日一番最初に聞きたかったんじゃないですか。あ<ー>、<laughs> 確かに、確かに。整いましたって感じですよね。<laughs> 整いました整いましたって感じでですね。まあ、あの、あ、あ、後でですね、また議論は、白熱すると思うんですけど、じゃ、次に。えっと、古里さん、じゃ、お願いします、はい。ポインター。あ、お願いします。 えすみません、えー、慶応大の古里と,と言います。よろしくお願いします。古里さ,さんも堅い。<laughs> はい、すごい漢字多い。漢字、はい、多いですよね。すみません、僕もあっと思ったんですけど。肩書きも多いよね。うん、そう、すみません。<laughs> あのそうなんです。ちょっとキャリアがやっぱり変わってまして。そうですよね。そうなんです。あの僕はですね、今あの岐阜県の日田高山というところに住みながら、かつあの。 北海道のです、ね、旭川近郊の東川町というところにも、えー、拠点があってですねまさに、えー、高山と東川っていうこの地方同士の2拠点生活をしている人間ですで僕はですね、えー、その今年の6月まで、えー、ずっとこうレガシーな金融まさにその中抜きをしていると言われるですね、えー、<laughs> 金融機関に <laughs>、えー、勤めてまして12年間ぐらい、えー、岐阜県の本当にあの銀行ではない共同組織の金融機関とで いいわゆる信用組合に、えー、勤めていましたでそこでまあいろんなあのもうまさにですねあの通常のこう融資をしたりとかですね、えー、そういった取り組みをしながら、えー、組合の中で、えーまあ、ちょっとこうエクイティファイナンスみたいなこうちょっと資本で出資をするみたいな、えー、そういったあのお金の出し方もやれたらいいなっていうことで、えー まあこういう金融機関の中でもできうる資金供給の仕組みみたいなものをいろいろ考えてですねえまあコミュニティファイナンスなんていわれる領域ですけれどもいろんなこう取り組みをやってまいりました。 でその前はですね何をやってたかというとあの公認会計士と税理士の資格があるものですからトーマツという監査法人でスタートアップとかあのまあ新しくこう起業した会社を支援しながら上場させるというようなお仕事をずっとやっていまして、まあ、そういったところもちょっとある意味こうお金に関わる仕事をしていまして。 でその前はですね、えー、先ほど「ドラゴンクエスト」のお話されたと思うんですけれども、えー、まさにスクウェアエニックスっていう、えー、ドラゴンクエストとかファイナルファンタジーとかを作ってる会社の、えー、バックヤードで働いてましたこの,あの、ね、ここでゲーム作ってたとか言えたらいいんですけれども、えー、実際はそのバックヤードでですねいろんなジムをやったりとかあのプログラマーの人たちが気持ちよく働けるようにオフィスの、えー、工事をしたりとかですねそういう仕事をしておりました。 でも結構全部つながっていてですね <laughs>、はい、当時僕がスクニに入った時にまさにオンラインゲームが初めてこう世に出て本格的にこう広がってた時期だったんですよね「<laughs> はい、ファイナルファンタジー」のちょっとナンバリングは忘れましたけれども初めてオンラインになった時でちょうどその時ですね会社終わった後にそのまあとに同僚の人たちに「じゃ夜ちょっと11時 1>, 1時ぐらいから、うんえー、サーバーのどこで会いましょうみたいなこと言われるわけですよ。<laughs> で僕もわからないままノートパソコンでこう、はい、ゲームにログインすると、はいまあ、みんなアバターみたいな格好あ<ー>、ね、あのキャラクターになった同僚たちがみんな集まっててですねうん、うん、でみんなで一緒にこう冒険に行くみたいなことを経験してて。うん あの時すすごく衝撃だったですねあのゲームの中で手に入れたアイテムとか、うん、そういうお金みたいなものが実際はそれ当時 NG だったんですけれども、うん、まあネットとかで見るとヤフーオークションでこうやり取りされててつまりゲームの中のアイテムが実際の円で 取引されてるんですようん、うん、要は、受け渡しできるじゃないですか、うん、何時にどこに集まってなんていうとですねあの時のなんかあこれなんかどこでこうお金の価値移転がしてるのかなっていうのはものすごい当時衝撃でなんかその時の感覚っていうのはずっと残ってるんですよね。な,なので今、何かこういう Web3 うみたいな話が到来してもうん、うん、なんかあのそんなに驚きはなくてですねんえなんかこういったところの法整備がやっぱついてきてるのかななんてことを思いながらやっています。 回僕はそのレガシーな金融の世界に潜ってですねいろんなこうファンドの取り組みをやったりとかしています、はい、でえ今日あのお話ししたいところはですね、まあ、僕がその今まで取り組んできたものっていうのは全然その Web3 の文脈のものではないんですけども先ほど先生おっしゃったようなこうなんか Web2.5 よりちょっと前かもしれないですけどそういった今あのこういった Web3 の中で実装すべきコンテンツみたいなものを結構地域で広げてきたのかなということを思っていてそれがこの変変わっててないですねすねまません自分のパソコンだけ変えてましたあの電子地域通貨あのもしかすると聞かれたことあるかもしれませんが地域限定で使える電子マネーのサルボボコインという。 こういうものを作ってですね金融機関が発行する電子マネーとして2017年から取り組みをやってきましたで実際は今あの組合の方出てしまってるんで本当にこう外からこう応援してるような格好になるんですけども企画開発のところからずっとやっておりまして今日ちょっとそのお話を少し紹介させていただけたらと思います あの岐阜県の日田高山というところはです、ね、もうこの岐阜県日本の真ん中にあるあのこの犬みたいな形をした県なんですけれどもちょっと拡大するとこの真ん中のような犬の、えー、ような形の絵図になります岐阜県は、えー、上半分の地域と下半分の地域で、えー、日田地方と美濃地方って2つに分かれるんですけど人口でいうとですね、えー、岐阜県全体で200万人いる中で。 飛騨地方って16万人ちょっとか16万人ちょっとですねでそこにえさらにこう、えー、サルボボコインが流通している地域だけを、えー、引,っ張り引っ張るとですね飛騨、えー、地域からゲロというあの温泉で有名な、えー、市を除いた、えー、高山市と飛騨市と白川村というこの西一村で、えー、この電子通貨がこう流通しているような格好になります。 なんとなくやっぱあの地域通貨ですから土地勘が非常に大事だと思うんですけれどももう本当にですね東京都全体にこう匹敵する広さを持っている高山市なんですがもうその93%が林野なんですねなので本当にこうわずかなあの盆地のところにこの11万人がこうひしめいて暮らしているようなそんな土地勘です。 で主要産業はやはり観光というところで、えー、まあ当然、京都とかです、ね、こう北海道とかには全然かなわないんですけれども人口対比で見ると非常にこう観光客来てくださるところで年間470万人インバウンドも60万人を、まあ、コロナ前ですけれども来てくださる地域です。 であとは農業とかですねあの旭川家具と同じようにこう三大家具のえ産地に数えられますけれどもえ日田家具あの日田の匠なんていうところで足つきの家具のえ製造業が盛んなところですでここでですね、えー、2017年からこういったこの えーまあ、地域通貨っていうのをやってるんですけれども今でこそ皆さん全然こう目新しくないんで多分全く驚かないと思います。あのペーペーとか LINEPay とかそういったものと同じでスマートフォンの中にアプリを入れてですね、えー、お店にはこの、えー QR、コードを がついたえ紙が貼ってあってですねそれをスマートフォンで読み取って金額を叩いてえお店の人に見てもらって決済するっていう結構こうアナログなやり方の、えーまあ、決済のツールになってますで当時はですねやっぱこのやり方知ってなかったんですねえっ、ー、とペ a ペ p も出てきたのが2018年の冬頃なのでもう本当いち早くこの性的 QR っていうのを使った読み取り方式の決済ツールっていうのをまあ広げていったということです でえっとまあ、チャージの仕方、まあ、こういったことはいろいろあるんですけども、やっぱり金融機関がやるというところで結構いろいろメリットがあって、ですね、えー、組合の、えーまあ、金融機関の窓口でチャージができたりとか、あとは預金口座をこう紐付けておけば、ですね、えー、24時間365日、アプリから、えー、ATM に行かなくても、まあ、チャージができるような仕組みになっていて、まあ、結構あの利便性高く使ってもらっています。 やっぱりですねあのキャッシュレスのツールを広げていこうみたいなことも、えー、思ってはいたんですけれどももうちょっと壮大なことを考えていて、えー、先ほど申し上げたようにかなりこう隔絶された地域で11万人ぐらいの経済圏ですで、えー、とどこの地方とも同じように人口減少とか高齢化というのがものすごい勢いで進んでるんですねでそうなってきた時にやっぱり地域の中にしっかりこう価値を残しながらあの地域で自立的にこう継続できていく考え 環境とといいいいいううのをを作っててきたいということを思いまして、まあ、地元のこう金融機関としてお金の地産地消をやるとでそれがあって初めて地域の中の経済圏がこう地産地消で回っていくんじゃないかという仮説を持ってですねちょっとこう壮大なテーマを掲げて取り組んだ新規事業になっています。 まあ、あのよく言われる漏れバケツ理論みたいな形でえ高山、観光客たくさん来てくれていっぱい消費してくださるんですけれどもやっぱりバケツに穴が開いてたらですね全然地域の方たちも豊かになっていかないんですよねですのでこれをまず地域通貨で、えー、い,くぶくいくばくかです、ね、強制的に埋めてしまえみたいなのが、えー、その発想の根本でございます。 で実際どういうふうに回っていくかというと、えー、チャージをしたときに1%プレミアムが付与される形になっていますであとは、まあ、通常通りこりお店で使っていただくとで何がちょっと変わったところかあの世の中にも結構今、電子地域通貨があるんですけど1つあの特徴があってです、ね、それは何かというと B2B でもコインの送金ができるような仕立てになっているんですね。 通常今世の中にある電子地域通貨でいろんな自治体でもやられていると思うんですけども基本使ったら加盟店さんが現金化して終わりなんですよ。一回転するんですよね。 でもそれだと地域通貨という観点から言うとです、ね、あまり効果が出ていなくてです、ねえー、地域通貨のままいかにこう地域の中を点々流通するかというので初めてこう地域に価値が生まれるというようなロジックですので、えー、しっかり B2B で回るようにです、ねえー、システムも作ってありますであともう一つビジネスモデルとしてもそういう,こうインセンティブ付けがしてあって換金するときには1.5%の換金手数料がかかるんですけれども すすればででよという形で、えー、となるべくこう横流しする方にあに皆さんのこう意識が向くようにです、ねえー、やっておりますで実際は結構 B2B 難しくてです、ねえー、ここはまだまだ課題があって、えー、難しいと思っていますでもここを超えられる一つの余地が、まあ、こういった Web3 に関わるいろんなこうテクノロジーの力を借りればかなと思っていて、えー、実はこうサルボボコインですねこれブロックチェーン使ってないんですよ。 えっと、サーバー型の電子マネーのシステムになっているのでこれをであのブロックチェーンに載せたときにはです、ね、もっともっとこういう課題を解決しながらいろんなことができるんじゃないかなと思っています、はいでえっと、実際どんな数字かというとこのような形で、まあ、ちょっとパッと見ても実数のイメージ湧かないと思うんですけれどもだいたい加盟店もユーザーもシェアは50%ぐらいあるんですね。 で局所的に言うと高山市内のえ商店街とかも90%近いシェアがあったりして非常に多くの方に使っていただけていますでコインの販売額は累計ですけど64億で今も右肩上がりに月ベースのえーチャージ額というのは増えていてだいたい1億5000万から2億円ぐらいがですねえ皆さんのこう自発的な あのこうエクスチェンジで増えてていってるような状況ですなので行政とかが消費還元施策とかでこうドーンとこう還元原資を出す時に一時こう盛り上がるわけではなくてコンスタントにそれぐらい皆さんが日頃使いをしていただいているような形になっています。はい B2B、まあ、B は結構苦戦してますよっていう話なんですけれども、えー、ちょっと今日はですねこういったところの,あの課題解決の一つの糸口みたいなものが見つかればいいなと思って、えー、僕自身もあの非常に楽しみにしてましたはい以上です,あり,いす、はい、ありがとうございました。 本当にあのサルボボコインって、地域通貨の走りで、で一番うまくいったって言われていて。今でも参照されるんですよね。もう日本で一番有名です。そう、だからこそ、あんだけ肩書きがいっぱいあるって。感じなんですかね <laughs>、はい。ありがとうございます。また多分。 何も先生多分言いたいこともいっぱいあるようなところだと思うんで、またあああでということで、じゃあ最後にはえっと富山さんお願いします。はいよろしくお願いします。えー、改めましてサツドラホールディングスの富山です。今日はですねあのこの先ほどの今の日本で一番有名だって言ったあのサルボボコインの あのふささんがやってたやつの北海道版を作りたいなというふうに思ってまして、うん、まあこれのちょっと公開相談を何にもさんとお二人にしたいなというふうに。こ <laughs> この場でね。相談ですよね。そうなんですよ。こそういう場なんですよ。よそういう場。はい。そういう場,そういう場。こっちに相談する。<laughs> ウェブ3と法律相談みたいな。そうな,んですそうなんですよ。本当に行列ができるで回るデジタル地域通貨を作りたいなというふうに思ってまして、その前の前段としての。 ごしあのちょっと私の自己紹介というふうに捉えらせて頂ければなと思いますのでよろしくお願いします。はいえー、まず私なな、えーえー、なんでででですすけけどどももももはは今日道外の方方多いといいいいととうことだった存じ上げない方もいるかもしれ北海道では 結構有名なんですラックスやってましてあの、まあ、道内で200店舗ぐらいあのやってるところトラックサースなんですけどで今ちょっとホールディングス化してですね今日の話につながる映像化という共通ポイントカードとか、えー、多角化をしてますで私自身はその下にちょっとロゴ載ってるのが社外活動で、えー、とふるさとさんほどあの役職多くないですけどあの。<laughs> あるっていう、ここにもシェアオフィスにも入ってる AI カンパニーだとか、出前館さんだとか、なんぼやって、あのリユースとかですね。あとコンサドーレとか、ああそういったところの社外取りをやらせていただいています。出前館やってるんですね。あ、そうなんですよ、実は。はい。おすごい。はい、はい。はい、ありがとうございます。めくっちゃいました。で、あの。 サツドラがえーと200店舗ぐらいのドラッグストアですけどここがあの軸なんですけどもそこのまあお客さんとかデータを軸にですね作った事業があの北海道の共通ポイントカードのエゾカというえ地,域地域の共通ポイントカードでしてこれが今210今万人弱今もういてですねえーと北海道の世帯カバリスいうと7割ぐらいの。 えお客様、生活者に持っていただいているというふうになってまして、さすがも加盟店の一つという立て付けで、そこでいろいろな事業者さんに入っていただいている、まあ、この地域プラットフォームを作っていくというのが、あの今、グループの,あの全体の事業像になっています。でそこに付随して、いろいろ教育事業だとか、あの先ほどもあそこであの子どもたちがプログラミング教室やってたと思うんですけど、そういった教育事業だとか、えー、と今日ちょっと違うところでは、ジーズ・アカデミーっていう、起業家向けのエンジニアスクールとかもやってるんですけど、 そういうふうな形でさまざまな事業をやっている会社になりますでここからがあれなんですけどそ,れそのアセットを軸にですねあのデジタル地域通貨のプロジェクトを立ち上げましてここにまさにアドバイザリーでふるさとさんに入っていただいているという方さっきのたくさんあった肩書きの。 中の一個あ<ー> <laughs> はいね、はい、書いてあったんですけどもクオリティ北海道という、えー、とこれは一般社団法人を立ち上げまして、はいまあ、映像化の事業はあの、まあ、サスラホールディングスの事業なんですけども、まあ、そこに、まあ、本当に北海道全部を巻き込んでおこうということでこの一般社団法人に、えー、と本当にあの北海道は北電さんですとか、うんえー、北海道銀行さんですとか北洋銀行さんとか本当にさまざまなスタートアップも含めた、えー、と事業者さんに入っていただいているというような形になります。 りますで、えーとまあ、これあの先ほどの、えー、ふるさとさんの、ね、なんと同じなんですけどやっぱりこう域外に資産流通してってるということで、うん、まあそれをいかに域内循環させていくのかっていうことで、まあ、北海道も人口数あの全国ナンバーワンなんで減ってる数がですねあの国土の22%があってで札幌に4割ぐらいあの集中しててですね、まあ、人口のえっ、ー、と 密度でいうと最低のところなので、まあ、本当に過疎化が進んできますし、経済もシュリンクしていくということなので、これがいかに循環していくかというのを作りたいようというのがあります。で、あれです2025年もうすぐなんですけど、過数の、えー、と市町村が、ねえー、5000人未満になるということで、まあ、非常に過疎化も早いのが北海道ということで。 まあ5000人以下になると,、えー、と我々ドラッグストアもそうですけどよく凍りたい、凍とか言ってますけど、まあ、その戦いじゃなくてですねもう,1回もうその1店舗残れるかどうかなんですねあの先ほどあの江差町の照井、えー、町長のお話ありましたけど、あのー、そこの官民一体でやっていくっていうのもやっぱりこういうここに生存確率50%人口で書いてますけど。 まあ例えばこう一般病院だったら5500人だったらえ半分の確率で病院なくなっちゃうよというようなことの見方なんですけどまあ大体これはえそういうような形で今のままだったらこうなるよというのがまあ今日のお話でもあっただからデジタル田園都市構想をやらなきゃだめよねというのがえあるというふうに思うのでまあそこを新たな形を作っていかなきゃいけないというのがあります。 ということで、えー、とこの、えー、とデジタル地域通貨っていうのが、まあ、OS みたいな形で、えー、今の新しい街づくりみたいなのが、えー、持続可能な、えー、街づくりみたいなのができないかなというのがこの目指しているところです。で、えーとまあ、地域通貨いろいろなちあの使い方があると思うんですけども、えー、例えばスポーツチームあのエゾカがですね特徴的なのが えとコンサドレーレ映像カーとかです、ね、レバンガ像化カーとかスポーツチームのポイントカードのシステムを我々はやらせていただいててこれ使えば使うほど、えー、とチームに還元されるというモデルなんですねでそれも、えー、使った側が払ってるんではなくて、えー、お客様じゃなくて、えー、と払われた加盟店が、えー、とその反則費としてそれを出すというようなモデルになっているのであのにわかファンでもまあすごいあの サポーターの熱い方は自分のもう財産をこう削ってでもってありますけどもそうじゃなくて自分の行動を変えるだけで、えー、とこうファン的な感じで、えー、と貢献ができるとなんかそういうような感じを、えー、たくさん作っていきたいなといまあこれがあの10年近く前からやってるポイントカードの仕組みでしたけど、まあ、非常に今のこの Web3 とか DAO て言われるところに、まあまあ、あのファンコミュニティファントークみたいな感じに近いものかなというふうふに思っています。でそういうのとまあ 今地域振興系とかありますけど、まあそういうのもデジタル地域振興系だとか、まあそういった形で流通させていきたいなというふうに考えています。あ、この仕組みですね。うん、はい、これ出てきましたね。であのこれが非常にあのえっ、ー、とワークしてまして、でこの延長線上にあの今日の。 第2セッションであった佐市長さんでやらせていただいているのはこの自治体バージョンみたいな形でやっぱり街に還元されるっていうようなあの皆さんのエンゲージメントでそれが仕組み化されていくみたいなそういうのを映像で作っていいるとううよなな形になりますで僕らの強みとしてはこのポイントカードとしてすでに北海道のある程度のインフラとしてワークしてるっていったところで、まあ、お店自体が あのドラッグストアがあるという強みがもう本当にインフラのような形にならせてもらっているのでそれを軸にデジタル地域通貨化していくということがえと結構アプローチがですねあのできることじゃないかなというふうに思ってましてまああのこれをさまざまなクオリティ北海道に入っていただいている企業に え仕組みはわれわれの企業体として作るんですけど、これをオープンデータ、使用するっていうところでいうと、北海道のさまざまなプレイヤーの方に使っていただいて、共通 ID で、これがベースで、ここからさまざまなえと事業だったり、産業が生まれてくるみたいな仕組み作りができたらいいなというふうに考えています。はい、ということで、クオリティ北海道って、ちなみに名前なんですけど、これ、よく言うのは、僕ら国プレイって呼んでるんですけど、 まあ北海道が1つの国だったとしたらっていう形で流通させていきたいなと思ってましてあの大前健一さんの「クオリティ国家という戦略」っていう本があって僕そこにも並んでるんですけど絵図家作る時に非常に感銘を受けたんですが、まあ、北海あの日本人口減っていくけど同州制ぐらいの単位にすると、えー、世界で言ったらクオリティ国家と言われている小国なのに価値を出してる国。 そういった国に匹敵する、えー、十分な生活圏、経済圏があ,るありますよと、そこをモデルにすべきだというのがあって、ですねで、まあ、欧州に多いんですけど、スイスとかデンマークだとか、スウェーデンだとか、まあ、こちらだとシンガポールだとかです、ね、で、まあ、香港、かつての香港とかもそうですけど、まあ、そういったところを、えー、同州制ぐらいの単位でモデルにしていこうと、で北海道でいうと,、えー、と、スイスとデンマークが大体同じぐらいの人口なんですね、まあ、フィンランドも同じぐらいで、同じ緯度なんですけど、 でスイス、デンマークなんかは北海道の倍の GDP があるんですね、それはあの観光立国で、まあ、スイスなんかは価値を出してたり、まあ、デンマークは農業の高度化で、えー、と高品質な農業で価値を出してたりとか、まあ、フィンランドはまた別軸でいうと、教育大国になってて、そういったあの仕組みを作ったりというような形なので、なんかこう、それでクオリティ北海道っていうあの国のような名前をつけてるんですが、まあ、このデジタル地域通貨で、 あの行政政治ではないけどこう仕組み作りみたいな例えば我々教育事業やってますけど北海道だけはこの通貨が回れば回るほど教育にファンディングされていってで子どもたちの教育格差がなくなっていくっていうある意味教育のベーシックインカムみたいなのがプログラミングで作れるだとかですねなんかそういうふうにイエール大学の,あの成田さんとこないだお話しする機会いただいたらなんかワードとして。 あの民主主義の資本主義化みたいな言い方してましたけど結構この,あのトークンの世界になってきてプログラミングができるってなると、まあ、そういうようなことが可能になるんじゃないかなっていうようなちょっとビジョンを掲げてこのクオリティ北海道というのを今プロジェクトをやってますでもう一つちょっとあの活動をご紹介進まなくなった進まなくなりました あ、そっかあさっき足したんですけどまあいいや大丈夫ですはいそれでじゃあこれをどうやってやったらいいですかねっていうのをいいはいありがとうございましたひとまず <laughs> すいません手違いがあったかもしれませんが非常に面白いあの話だと思ってましたえっと私自身がですね別にその金融出身とかではないので今回実言うと結構こう 金融というか皆さんの実践もあったプロってあるんで私は結構聞き役かなと思ったんですけど非常にそのまた共通点で言うと、まあ、いろんなそのファンとか、えーとまあ、国っていうか地域からなんとかお金出さないようにしたいっていうかそこでくるくる回したいっていうのがすごいポイントになってて。でも その前ってやっぱ金融がグローバル化することによって規模ができてでそれで結構そのまあ膨らんでいったっていうのがあるんですけどそうではなくてそれが加速しすぎてであのいろんなものが出ていってしまって人も出ていってしまうっていう状況を多分その速さですよね速さがグローバルの速さとそのローカルの速さっていうのが全然違うのでそれにそのグローバルの速さが速すぎてそのスピードについていけなくなってるる、うん。で WEB3 って言っちゃうと最新なのでそっちなんじゃないのって思われるかもしれないけど今日全部話してると結構そのスローの方にするっていう方向に向けていくのかなう、はい、もうちょっとそのな域内ではあの回すんですけど回す織も作るんですけどグローバルとのそのローカルのところではゆっくり。 やっていくってていいくうか、うん、そこがなんかねゆっくりやることによってっていうか,なんか、ね、そこがうまく調整弁っていうかそういうのがあるといいのかなって思うんですそうするとですね結構今の国って言ってたんですけど、うん、あなんかまあ同州制もそうなんですけどそういうものにやっぱ地方創生地方自治になってくるんで、うん、それが本当の意味で地方自治っていうところに、えー、持っていかなきゃいけないし今、まあ、セッション2とかの大、まあ、学の人がいましたけどもうやっぱりこのい 1>, えっと1億2,000万人をやっぱり一つの政府とかでガバナンスするっていうのがはっきりやっぱ無理がきていて、うん、<laughs> でさらにそれが高齢化しててで効率化できていないというとこれが疲弊しているっていうところがあってでそれを生きないっていうふうにエリアを分けて皆さんでガバナンスして回してって、うん、まあグローバルのところはまあちょっとね調整別使いながらっていうところがすごい必要なのかなっていうのを思っていてすごいあのそこが。 あの今日全部通して聞いてるとあの、まあ、共通してるなって思ったところなんですけども。 えー、なんか真面目に言っちゃいいました <laughs> いや今日でも出てた話はすごいヒントっていうか,やなか考え方でやられてること,と一緒だなってそれこそ山古志村の話だってもそうですし、まああいう村単位でそういうのを作っていくっていうのがあってそれこそ北海道で言うと道州制の中の北海道でもめちゃめちゃ広いですからその中でもそういった村だとかなんとかっていうのができるんですけどバッグの仕組みとして、まあ、流通量が結構問題だなと思っててそれが何か こう村ごとでいろんなこととか町ごとであるんだけども、共通プラットフォームが一緒に乗っかってるっていうことで、まあ一つの本当国のようにパワーを増す、うん、ユナイテッドオブセシステイツアメリカじゃないですけど、そうなるみたいなのが作れるんじゃないかなっていうのは、独立ってできるんですかね？か単純になんか法的に？法的に。いやだから、ね、僕、なんか皆さんさって国とか同州制、同州制は国の中かもしれないですけど、やっぱりね。 独立って、かん、どっかで認めなきゃいけない、国連か。<laughs> なんかね、そういうこと考えてもおかしくなって本当に国としてっていうふうね。いや、まあ、そうですよね。国連なの、まあ、事実上っていう話もあるんでしょうけど、ごめんなさい。僕がそこは詳しく。ないんですけど。<laughs> はい、いや、ちょっと、まあ、まあ、いや、もうか、あの。いや、まさに、うん、あの。クリプトの世界でいう、その打王だとか、えっ、ー、と、うん、さっきクリプトの。 えと経済圏を作,るって作ろうとしてるんですってゲームファイの話をしたりだとかあるいはその地域創生の文脈でいくと、うんまあ、まさにそこの地域をコ,コミュニティとして経済圏としてかいかに回すか、うん、で多分そうだと思うんです。うんで でもまあ結局、じゃあそこに例えばお金をどう調達しますかとか、はい、いやそれこそじゃあ補助金じゃあもらってって言っても結局、お金はありますでも、それで箱物作ってじゃあどうしましょうってまあいつものパターンになったら意味がないわけでまあ結局はそこがどういうコンテンツと魅力であのやってきますかっていう話だと思うのでまあ今あるじゃあ全ての。 すべてのじゃあえっと地域とか村を本当にこのままえっと発展、永続させるかってとちょっと別問題だと思うんですけど僕、シンガポール行ってあのこういう言葉を聞いたのはシンガポールってそんな高々かかまだ560年しかなくて最初、何にも資源がなくてっていう中をまあリーク・クアンユーさんがすごいそういう政策で今の国にしましまたで東南アジアっていうのはアジアの中で見ると地方なんだと。 っっててて言る人がいてそれこそタイとか、うん、マレーシアとか、うん、なんていうのは地方なんだと、うん、だそれは地方の地方なりのやっぱりコンテンツとか魅力で、うん、あのどう戦っていくかっていう話をまあ考えてるんだって話をしていて、はい、メタバース不動産ってこうガーッと価格が上がってガーッと下がったんですけど<笑><笑>、はい、あれも本当やっぱコンテンツ次第なわけですよねコンテンツがちゃんとないと人が集まらないだからそこに人は残らない、うん、そして経済圏も生まれない。はい、だから、まあ 地方創生でこうお金をどうえっと止血するかとかお金をどう調達するかっていうのはもう両輪の片方ぐらいもちろん重要な話なんだけど、うんはい、で結果その地域のコンテンツとか魅力っていうのをどう作るかっていうのは当然ありきの話で、うん。 でそ,の中でそれこそ僕、札幌さんがさっきの丸井さんじゃないですけど、うん、え社債出して会員さんに、うん、1%, <で>ーで、ね 1>, 1、1%、5%ポイントで払いますってやったらすごい喜ぶ方いると思うんですよねねそうです、ね、だから札幌として出すっていうよりは最終的には北海道として<あ>あの国債じゃないですけど。 地方似的な国債を出してる感じですね最終的にはそう地方公共団体が地方債出すっていうのもありだと思うでで地方債っていうかそうなると面倒くさいのでさというかあのクオリティ北海道の,このトークンの仕組みとかによって、まあ、国債出しているのと一緒のような要するにこうグローバルにあさっきの,あのあれです、ね、資金調達の方法って今、多様になってくるっていう中でいうと。 今まで価値がなかった、まあ、北海道の自然だとか食だとか資産価値がなかなかつきづらいものそういったものをだとかに何か価値をつけてうん、うん、あいい疑似的に所有するような形で発行していくそれがグローバルに調達していくってなんかそれで。 DID っていうかデジタル ID って思ってば仮想北海道民みたいな形ができてってさっきの山古志村と同じなんですけどねデジタル道民ですねデジタル道民ですねしかも実際に来ることができるとこなんでリアリがあるっていうそこら辺のさっきから出てるウイスキーの3日がそれが2.5っぽいなと思っていてリアルとトークンだし経済性と好きみたいなところの掛け算だなと思ってるんですけど 例えば、僕そこに Web3 の発想でいくと NFT とかなんとかにすると売れるっていう DEX ってさっき中央管理していない取引所みたいなところユニスワップとかで売れるっていう機能がこれ、ブロックチェーンの一個いいところだと思うんですね、本当に人が売る。で僕、いつも例えて言うんですけどメルカリができてブランドものが売れるようになった。 ってことが分かったら何が起きたかっていうと若い人がブランド物を買うようになったっていうんですか、はいね、つまり買って使ってで売れるってことが分かっているからうん、うん、あじゃあ,まあ買ってもまあ大丈夫かこれぐらいで売れるんだって、うん、つまり売れるっていうことが分かると買うっていう行動動機に多分行くリセールバリューがねリ、うんうん、リセーールバリューが見えてくるとそうするとあの権利化資産化あまりされてなかったことが、うん、権利化資産化できやすくなると僕も思っていて。 そそれこそもうえ特権的な何かこうえパウダースノーで滑れる券でも何でもいいんですけどいやいやまあ本当にそういうことです <laughs> そうそういうことなんですよ。そういういことですねでこれをじゃあえっとこれもさっきノット・ア・ホテルさんので出ましたけどノット・ア・ホテルさんって47年間あのどっかのホテルで1日1年に1回泊まれる権利っていうのを会員権として売ってるんですけど向こう何十年間えまああのパウダースノー滑れる券って会員権的にしたときにそしてそれは。 もういらなくなったら売れますよってやるとそれで資産家アセットバリューが多分できるんじゃないかなと思っていてそういうものを作り出せるっていうこととかこれをまた海外の人にもやっぱり売りやすくなっているというかアクセスとしてあのボーダレスになるとかこれはなんかこうウェブ3って言ってるのか分かんないけどまあけど今、できつつあることだなとは思うんですよね,ね。ま,まさにウェブ的な感じ いそれ体験とかにも価値でつけれるんじゃないか。例えば僕サウナ好きなんですけど、うん、<laughs> あのネイチャーサウナみたいな感じで他でいっぱいあって、<ー>アバントって言って、はい、凍った湖に。 飛び込むっていうのがの水風呂で<ー>あのそこにテントサウナやってね <laughs> <ー>すごい体験なんですよなどんなもの好きだって感じなんですけどそれをでもフェイスブックとかにアップすると、はい、みんんなな行きたいってなるんですよね例えばそういうエクストリームな体験とか、うんはい、そういうのとかでもそこはなんかもうみんな北海道の人いい人だから、はい、めっちゃ安くなんかいいよみたいな感じで提供しちゃうわけでですよ<ー>でもそんな体験なんて本当にみんなお金出しても行きたいじゃないですか。うんうん なんかそういう限定的なものに、はい<タッ>い,いいと思いますやっぱり日本はこれからコンテンツというか観光とか体験の価値を最大化してそれこそ外貨を稼がなきゃいけないと思うんで,うん、うん、でこれはこれでありつつうん、うん、むしろちょっと僕古田さんに教えていただきたのは、うん、サルボボコインが何であまたある中で一番成功したかってうん、うん、一度本当にあのお聞きしたかったんですけどそのいろんな権利化したものっていうのも NFT のバブルみたいになったはちょっと別ですけどまあ金額感としてはちょっっとやっぱりそうは言っても何十億何百億っていうところまでもちろんいくかっていうとねなかなか難しい面があるところでやっぱりこうさっき僕も言った預貯金とか普段のこのお金をどう動かすかっていう。それを その地域通貨っていうものに動かして、はい、でそこからまた多分いろんなものに動きやすくなるみたいなところってあるかなと思って、はい、技術的そのサルボボコインってなんで一番あのさっきの,あの50%とかね地域の人がかなり使ってるっていうのは、はい、そ,そこってどういうふうに見られてるんですか 一つ、あのーまあ、あそこまでこう広がった要因の、まあ、一番大きいところはやっぱ始めたのが結構早かったっていうので、はい、全くそのキャッシュレスツールみたいなものにこう馴染みがない、えーうん、ところに。 やはりああいうものがこう入ってきて、うん、あ現金使うよりもあこれ便利だねっていうのが結構最初の定着として良かったんだと思うんですよね、うんで。ただそのままずっとやっていくだけではやはり PayPay ペペとか他の大手のやるキャッシュレスツールに、うん、あの本当にこう経済的なリターンとしては負けてしまうので、うん、まあ簡単、便利、早いみたいなところでも負けちゃうので,でそうじゃないところでどう。あの さらにこう勝ちづけをしていったかみたいなのが一つ大きかったかなと、うんうん、でそれはやっぱりですねちょっとこう金融機関のやっ,ぱやってるこうツールとしては。 あの結構やっぱりあの地元のこう信用組合とか信用金庫さんのこうシステムの UIUX ってかなりやっぱり古いんですよねだから振り込みするのにも結構不便なこと、うん、ただなんか皆さんも多分実感としてあると思うんですけどあれを結局アプリ化してちょっとバンキングアプリみたいな仕立てにもなってるんですよなのでわざわざ ATM 行って現金下ろさなくてもいいとかですね、うん、さっき言ったみたいに振り込みの機能もあったり個人間の送金もできるようになってるんでもうなんかあの便利に あの口座にお金さえ入れといていただければですねあの 価値点がしやすいいコミュニケーーションツールみたいになってるんですね、うん、でそこにさらに行政があのそれだけやっぱり軒が広がってるアプリってなかなか行政が作ってるアプリでもないので、うん、情報の発信ツールみたいなもので上から機能を乗っけてくれたりとか、うんえっと、税金も,、えー、もうサルボボコインでもうそのままあの納付書が届いた段階でそれをカメラで読み取って家で納付できますみたいなことまででできるんすよれすすでこれは多分コンビニ払いとかよりも格段に便利。うん で中山間地に住んでてわざわざ銀行とかコンビニまで行けないおじいちゃんおばあちゃんたちもえサルボボコインさえ入れといてもらえたらそこでもう家で納付ができちゃうんですよねだから結構そういうえまあデジタルプラットフォームというかですねインフラみたいな形に少しずつやっぱり寄せるように持ってったのが多分ここまで広がってる理由だと思います通貨の価値移転機能とかだけだったら多分ここまではあの定着しないと思いますし それでも年配の方もそれだけ使うようになったっていうのはどうういううなんです僕もそこを聞きたかった、はい、今日、やっぱその第1回のセッションでも結構高齢者を含めてどうこう包摂するかみたいな話ってやっぱあったと思うんでで、す、え、よ、っと、一番分かりやすいやり方としてはもうツールを例えばスマホ、えー、だけじゃなくてですねカードの、えー、部分を作るとかなんかその高齢者も物理的にそのサルボボコインが使えるようにこう。 要はシステムを展開するっていうやり方だと思うんですけどただ、これだとやっぱ運営側のコストっていうのはすごい跳ね上がっちゃうしオペレーションも複雑になるのでなかなか難しいと思うんですよね。どういうアプローチを取ったかというともうここはスマホオンリーでいくんですけれども絶対に廃絶しないというか結局、包摂する努力は一生懸命するということでそこはアナログにやったんですね。なののでえっと先ほどあの 江差町の町長さんがおっしゃってたような、はい、あのスマホ教室みたいなのを<ー>、えー、組合主導でやりまして、はい、地元のカフェにですね、えーはい、おじいちゃんおばあちゃんを6人ずつ7人とか集まっていただいて<ー>スマホの<ー> もう設定からアプリのインストールからえ当然サルボボコインの使い方からラインの使い方からまで全部えうちの職員が教えてで最後にえ使えるようになったサルボボコインでお店のえーコーヒー代を払って帰ってもらうみたいなそういう,う一連のあのプロセスのこういうセッションをいっぱいやってたんですねなのでそこはもうアナログに丁寧にやるっていうのをえやった結果今最高齢で九十三歳のおばあちゃんが地元のスーパーで普通に 決済ししてます実は、一番使ってくださってるユーザー層っていうのが50代から70代の女性なんですね、なのでちゃんと丁寧にやれば使えるんじゃないかなっていうところはこれでもそうは言ってもやっぱりこれ民間がやってるっていうのがあれなんですよね行政さんがやろうとすると結局議会のおじいちゃんとかがそれ使えない人いるからどうするんだとかってそもそもやるっていう意思決定がされない場合が。 地域振興権とかもデジタル地域振興権にすればいいのにっていうのでも、はい、やっぱり紙じゃないとやれない人が出てくるのは不公平だって言って進まないっていうのがあるので。シンガポール もうコロナ禍であのそれこそ建物に入るのにもトレス・トギャザーというんです照明,明をスマホで見せないと入れないとかデジタル・インクルージョンという政策があるんです。けど、はいはい 完全に一緒でアナログに教えてますすっごい小分けにしてそれは要は包摂するっていう概念のもとそれは丁寧に教えるんですけど教える側も含めてそこは雇用を創出していて教える側も政府の負担で人を雇って仕事として与えながらっていうこれは結構継続しててやっますね今度デジタル庁でもそういう相談員みたいなの始まるんじゃなかったです そういうのをやるんですよね。なので国としてもやってくれるのでそれ分民間の思うでやると思うんですけどもうちょっと地域、小さい単位の方がまたやりやすいところもあるかもしれないですでもそうはいっても本当に繰り返しですけど民間からのアプローチでできることのちょっとできるというのはすごいいいなと思ってますね確かにそうですね。 なんかすごい話してきたんですけど、あと10分ぐらいになっちゃったってことで。<laughs> あ、そうなんですか。相談大丈夫ですか。<laughs> 何も先生の相談。いやちょっと僕ねアイ <laughs> アイディア一個あって、<laughs> 勝手に言ってるアイディアなんですけど、はいはい、札幌証券取引所ってあるんですよ。あはいで、はい、そあそこってあのー、取引のね9割がライザップさんなんですよ。 結果にコミット目、<laughs> そうなんです。結果のコミット、あそこはたまたま健康食品の事業を札幌で始めたのが創業なんで。はいはい、そうな、ね。そうなったんですよ。なる,なるほど。で、その後ちょっと多角化して、はい、本当は東証に行きたいんだけど、東証、はい、に、あの、行くのがちょっとはばかれたんですよね。はい、なるほど。で、今引き続き、あの、今、事業整理して、東証を目指してるんですよ。はい、はい、は,はい。そうすると、重複、もし行くと、重複上場なんですよね。ああ。で。 も殺傷さんと東証に重複上場してるんですけど、一回も殺傷で取引が起きたことないんですよ。えそれ東証で買えから証券会社さんも殺傷のやつから売れないんですよね。ということは、ライザップさんが東証に重複上場したら、殺傷って今から9割取引なくなるってことですよ。やばいじゃないですか。超やばいじゃなんとかした方がいいですよね。なので あのー、札幌市が国際金融都市宣言をして、はい、殺傷を総合取引所化しませんかっていうのがあって、はいうん、それを、あのー、トークンだとか、そういうところも扱えるような、まあ、あんまり事例ないんですけど、<laughs> うん、っていうような総合取引所化したら、はいあのー、世界中から特色があって、集まってくる取引所になれるんじゃないかなっていうのと、今みたいなコイン、うん、地域通貨の。 資金調達版にもなるんじゃないかな、はい、と思ってるんですけどそれって成本さんいきますか、うん <laughs> い,やいいですね、ぜひいいなと思うのは <laughs>、はい、さっきの,そのセキュリティートークンってすごく厳しい規制になったって言われててその証券会社、うん、野村証券さんとか、うん、証券会社さんが売らないといけない公募にもなってすごくあの手続きとかもあのかかる、うん、でコストもかかる、うんうん、いわゆるこのクラウドファンディングとか NFT とかとはちょっと違うね、うんうん、重たい。 あの世界になっちゃったっていうのが日本のセキュリティートークンだと言われているんですけどでも、日本においてはいい面もあると思っていてあと、さっきのセッション3ぐらいかなんか誰か言われてたやっぱり安心感って多分、日本では重要だと思ってて、てそこが安心安全というかまあもちろんリスクはありますよといろんなものだからねでも詐欺的なものではもう少なくともないしこの情報に嘘はないしっていうところを。 やっぱりまあ証券会社さんであったりあるいは殺傷さんであったりが、うん、ちゃんとこう審査というものをされてますよっていうものの方がすほうがウェ二2.3ぐらいかなかもしれないけど <laughs> は入りやすいんじゃないかなとで多くの方にはあのいやちょっとよくわかんないリスク高いけどこのコイン買ってみよう。 っていうよりはやっぱりそっちのほうが先じゃないかなっていう気がするんでそこはなんか他の取引所と違う東証ああもちょっと今、デジタル証券やろうとしてますけど例えばあの国あの北海道を国として考えれば輸出したいものとしてはいろいろあるじゃないですか肉もあるしももそういったものをより小口化して取引例えばできるで海外の本当の海外の方も買えるとかっていうのは面白いんじゃないですかね。 だから食料自給率216%なんですけど。北海道。それ住みたいですよね。他の日本に日本に売るよりも海外に売った方がも安く叩かれちゃってんですよ。日本。いや、そうですよね。そう、そうなんですよ。素材だけ出して。だから、そう、でもそれ今法律上。まずちょっとグレーじゃないですか。今の話って。えっと、まあ、N. F. T. とか、その法律上ライセンスいらないものもあれば。あの有価証券とか暗号資産とかで、ライセンス必要なものもあるので、今のサスショ三。 もちろんできないものもいっぱいあると思いますけどまあだからできるものからやるっていう話もありますしさっきの例えばウイスキーなんかはあれライセンスいいららないんですよだから肉牛とかもそうだしああいうものを小口化したものをトークン化して将来売れたお金が入ってくるっていうのもあるし別に自分で物でもらってもいいしなんていうそ,そんなもので二次流通もできるっていうのは。あのー じゃあだこんなに人がいいところでお多いところで大丈夫ですとななかなか言うの勇気がいるんですけど <laughs> 多分、んまあ、多分大丈夫だなみたいな <laughs> いやそういうのも金融庁さんが日本全部で認めるってなるとあれだけどまず先に特区、まあ、じゃないですけど <laughs> はい、はい、その札幌と札幌からやりましょうってなったらこれすごいことなんじゃないかなと思ってそこは狙えると思うんですけどねこの間秋元首長にもそれプレゼンしたんですよ。はい、お じゃこれ絶対宣言したらヤフトピトップ取れますよってっヤフトピア、はい、1位い言ったんですけど <laughs> いやまあそこまでできると非常に多分盛り上がるだろうしそさっき言ったそのやっぱりお金のスピードっていうのも量と含めて速さが含めていくと思うんですけども、うん、すみません、あの時間がまあ5分前ぐらいになってありがとうございます。で本当に あの今回の,その、まあ、最後のセッションはこういうふうに金融という形で今いろんな話をしましたけれどもあのやっぱりそ,あのそこは本当にあの切っても切り離せない。 ことだと思うので、うん、あのぜひ今後もですね多分これで一つここで仕事だけできるんだろうなと思ってるんですけど、はい、ちょっと、はい、リアルに相談した完全にアドバイザリーになったりとかする話 <laughs> です、ね、まあよかったですまだ時間少しあるので、えー、と質問を受けようかなと思いますけどなかいますおあ、えー、とじゃあ後ろのとこメ眼鏡の方どうぞ。 すみません、大変面白かったです。あの今しがたお話しされてたその地域の通貨を作るってことで実は私あの以前、肥後銀行っていうところで、まあ、あ IC カードベースの地域通貨を、まあ、作ったことがあったりしてもともと最初の買い上げも JCB っていう会社から始まってて、えーまあ、このあたり強かった側なんですけど、はいはい、やっぱりなかなか裏付けがないものて難しいなとも思ってますとはい、はい、で実は最近ちょっと私が温めてるアイディアであの一度成本さんにもご相談したことあると思うんですけどドイツに えっと、E.on ていう会社があってエオンかイオンって読むんですけどでそこはエネルギーの会社なんですけど彼らが何をやってるかというとソーラーパネルと蓄電池を、まあ、家庭に売るんですけどヨーロッパって夏は日照時間長いじゃないですか、うん、で冬は短いですよねそうすると夏は電気たまっちゃうんですねで余るんですけどその余った電気を仮想交差状に溜めておけるっていう機能があって<ー>でそのためた電気はまあ冬を下ろせるんですけどこれ何を言ってるかというと エネルギーが貯めめてててろせるっっいうまあ通貨的な機能を持ち始めたってことだと思よ。で逆にじゃあエネルギーって最大のコモディティだとするとエネルギーが通貨のように使えるとこれは裏付け資産になってるってことじゃないですかでこの辺の話と今お話出てたようなまあブロックチェーンだったり地域通貨みたいなものっていうのがくっついてくると結構これ面白いんじゃないかなと思っていてこの辺りどなたでもいいんですけど何かこう。 <laughs> <laughs> 実際にうちあのコンサドーレさんと合弁会社でエゾデンっていう会社作っててそこはなんでも映ゾつけるんですけど <laughs> ちょっとエゾコインとか結構商標取りまくってるんですよ <laughs>。エゾデンではどうして蓄電の発想はなかったですけどそれは使えば使うほどそれこそファントークン的にエネルギーなんだけどファントークン的になっていくみたいな感じの機能を持たせてて。 まあそこはなんか今、ちょっとエネルギーのちょっと新電力がこうなっちゃったんですけどなんか新しいスキームを作ればすすごくあるなと思いま地域通貨みたいなものを仮にそのブロックチェーン的なもので回していこうと思った時にやっぱりずっとそのトランザクションを維持しようと思った時に必ず問題になるとエネルギーだと思っていてじゃあ結局、そことくっつけるってなるとまあ各家庭にその蓄電池をまあ置いていくっていうのが一番現実的になるだろうって考えている時にこの辺っていうのは。なんか 規制感は含めていいろろ動きがあるのかなということであ,ある,あると思います。うん、あと僕カーボンオフセットがあるなと思っててーいカーボンフセットであの非常にこれから各企業さん大変になってくるし国もあのなってくる中で、まあ、一番森林が多いのも北海道なんですよね。うん、そこで例えば山とかを買ってそれをあの100分割とかしてそれをあの小分けにしてこれカーボンオフセットに使えますよっていうのだになったら。 企業だけじゃなくて個人もカーボンセットで買えますよみたいな感じ、まあ、エネルギーとまあ同じような発想で、まあ、そういったこともできるんじゃないかなというのはアアイディアであ,、うん、ありました、はい、カーボンクレジットはあの僕もあると思っていて、はいはい、やっぱりトークンというかこう取引の対象にし,しやすいという意味でトークン化するとかということであの今のご質問との関係でいうと答えがあるわけじゃないんですけど要は、えー、と金とか何かこう えー、金本位制の時代みたいな、はい、要はも、うん、も物で払うというか資産で払うみたいなはい、はい。 で持ってて自分で使ってもいいしなんか食べれるものだったら食べてもいいしっていうであの何かの弁済にも使えるしっていう、まあ、こういうことがいろんなもので起きやすくはなってるっていうのが今の,そのテクノロジーであったりあるいはちょっと発想かなと思ってるんで,そう,で、ね、そういう意味では本当いろんなものができやすいあの今のも絶対できやすいと思いますしまだなんか新しいものが作りやすいかなと思います,うん、うんすね、僕もあのちょっと今あの思っててあのやっぱりエネルギーとのこう親和性ってめちゃめちゃいいと思うんですよ。 もうおっしゃられたようなあの、まあ、何々本位制じゃないですけど結局その裏付けの資産として結局その、まあ、再生エネルギーとかクリーンエネルギーって作り出せるじゃないですかだからその活動をどんどんやった地域はですねちゃんとその、えー、まあ 裏付けのエネルギーがある中で流通量が増えていくわけですよね地域通貨のこれってすごくいいあの循環を生むんじゃないかなと思ってて、うん、あのなんかその再生エネルギーとかやっぱそのクリーンエネルギーをこうまさにあのこう生み出す取り組みとちゃんとその経済活動みたいなここがリンクしながら、うん、まあさらにその 域内のこう経済循環みたいなのがさらにこう促進されてそういう取り組みをやっている地域ほど豊かになっていくみたいなうん、うん、でかつ、そこにちゃんとこうあの環境の問題も解決しながらというところが含まれるのです、はい、すごくいいいと思いますね肉トークンとエネルギートークンを交換できたりね <laughs> ね <laughs> そうですよ、ね、めちゃめちゃ面白いですね。<laughs> うん できるようになりちょっとモデレーターの方がごまん <laughs> いやいや時間がけてしまったというところもあってすみません <laughs> でも他にもじゃあもう一問じゃあどうぞ短くいや皆さん乗ってきたって感じですよね <laughs> あっいと申しますはい、はい、面白い話をありがとうございましたあのなんか地域通貨についてなんですけどその地域通貨を地域で循環させていくときにチェーン店とか で、こう使えるようにすると、チェーン店が結局換金して、こう、その東京に吸い上げられるんじゃないかとか思ってしまうんですけど。うんうん、その点ってどのように対策されているんですか。あ,あ、古澤さん。うちは蝦夷化はもう、皆さん北海道資本の会社しか入れてないんですよ。<laughs> で、あの、これで北海道も、北海道資本の会社しか、基本的に入れてない。サルボボも、サルボボもですね、あの。 まさにあの地元資本のところしか入れてないので、はい、かなりかたくなな地域通貨だと思います <laughs> あの実際あの、同じ岐阜でも例えば、はい、美濃地方の資本のスーパーさんが加盟店になりたいってあのあ<ー>来られたんですけど、はい、そこもですねやっぱりあのその理念の方を大事にして、はい、断っちゃったんですね。結局ユーザーザからすると 加盟店っていうか使えるところ増えた方がいいんですけれど、うん、でもやっぱりそのコンセプトから考えるとどうしてもそこ矛盾しちゃうところもありますし地元にちゃんと回すっていうのが大事っていうところが根本的なところで加盟店さんはやっぱりそれを嫌がるわけですよ、うん、あのその理念に賛同して地元資本の店だから、うん、あの。うんあの まあ地域通貨に賛同してるんですってなるので、はい、ここら辺はやっぱり難しいところですけどサルボボは今守ってますますだ <laughs> 要は為替政策と同じくらい多分難しいってことですよね、難しいですよなのでいろんなこう地域の地域通貨ありますけどもそこはもう,あのもうあの要はそうですね発想広げてえここまでが地元の会社ですっていうのを広げてるところもありますし飛騨みたいにきゅっとその要件を決めてるところもありますし。 ここは何をコミュニティと捉えるかっていうところだと思います。はい。うん、ありがとうございます。はい。というわけで時間は過ぎてしまいましたけれども、じゃあこれにてセッション4を終わりしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にあまあ、そのまま言ってもらってもいいですけど、まあ簡単にクロージングしようと思っているんで、はい。労カ <laughs> さん、<laughs> 皆さんお疲れ様でした。 4つのセッションずっと聴いていらっしゃる方、かなり大勢いらっしゃるなと思ってびっくりしました、今日うは。どうでした、広岡さんとか、たぶん本当に素人の方なので、今回、完全素人です。いや、完全素人だと思うんですよ。だって、この前のそのしゃこたんで初めて知ってから、ジョイさんの本読んでとか言って、てるだけぐらい7月のこの Web3 札幌のホームページにも。 この最初のきっかけとして7月29、30とかでしたら、はいね、しゃこたんに平さんが遊びにいらっしゃってて僕はあのあのノーマップスの総合プロデューサーの五十嵐君に何<の>か面白いこと起こるからおいでって言われて <laughs> あのいどこのこ行ったらそ<う>の平さんが小樽商科大学のゼミのゼミ生に対して,って,うのって僕前の日に言われて言ったんですけどそこから、まあ、わずか2か月半3か月程度で。はい これだけの皆さんをこう札幌に集結させて、このイベントをこう作ったっていう。まあ、飛騨さんすごいなと思って。そこははい、非常に思ってますあ。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。本当に皆さん来ていただいて皆さん支えられてます。ありがとうございます。本当に今日はあのあの長い時間お聞きいただきありがとうございます。 えとそれぞれも今生配信もしてますけどアーカイブを残すのであのぜひあのそれもまた見ていただきたいと思いますし、まあ、皆さんその周りの方にも、まあ、これから Web3 って本当にまだこれからでブロックチェーンはまだ10年ぐらいなんですけどインターネットは30年かかってます20年ぐらいやっぱり一般に普及するにはかかると思っているんで。 今話したことっていうのは本当に10年後ぐらいはあそんなこと話したねは,はははっていうぐらいにまあなってくると思うのでぜひ今後も注目していただきたいですし特にやっぱり Web3 はそのジョインあの参加するっていうことがすごい大事なので皆さんも何かしら、まあ、手を動かしてスマホでウォールズ作ったりでもいいんですけども NFT 買ってみるとかっていうのに参加していただければなというふうに思っております、えー、と最後にもう一つお知らせがあるんですけど出してもらっていいですか はい、えーとえー、関連イベントという形で、えー、と今、今日と明日、えー、とえっと大人座でえっ、ー、でジャンピン札幌ということで NFT の展示をしています。 SBINFT、えー、の中田里さんっていう、まあ、NFT では多分日本で一番だと思うんですけども彼が、えー、と日本でのトッププレーヤー含めて12組のアーティストをですね大人座っていうカフェなんですけどもそこで、えー、展示をしていますでかなり本当有名なのでぜひ明日とか行っていただけたらと思ってますでもう一つお願いしますで最後なんですけど私も最近 <laughs> 30年来のファンなんですけど伊藤浄一さんジョイさんですね えー、カンファレンスが、えー、と11月4日にありますで、オンラインでも無料で見れるということで、私も見ますけども、ぜひ参加していただければと思っております。と、はい、いうわけで、千年やっと終わった思 <laughs> いながら、はい、すいません、今日は中丁場、ありがとうございました。ありがとうございました